新平家物語第41回講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は城春彦です。「マリ来賓たちはまだけまりを狂じ合っていた」「主の自重の大納言成道が最後に悲劇を見せて人々に狂嘆の目を見張らせた」 成道は汽体な蹴鞠の名人でかつて清水寺の舞台の欄干の上をまた千日蹴鞠をするがんを立てて雨の日は大獄殿の広床に病の時は寝ながら蹴りを足にあてがって蹴っていたともいわれとにかく一堂に徹しなければやまないとする強い意志のある風流士ではあった。 ところが、この日、成道はやんやという称賛を浴びながら、やがてその後で、自分は五十六歳の今を最後として、もう今日限り、まりは蹴りませんと、大勢の来賓や友に誓った。どうしてですと、彼の父たちは驚きもし、い胃かり正したが、少し思うところがあってです。そのうちにお分かりになる日がありましょう。 とのみであとは主演になり成道の「まり別れ会」のような形になったそれでも人々は酔うほどになお成道がどうして蹴まりをやめるのかその真実を聞きたかったで成道は笑いながらこんなふうに心の一端をほのめかした「まりの道に34年遊びました」 初めの10年はただ面白さだけですぎ次の10年は妙門や誇りのために熱情を注ぎましたそれからの後10年はまりにも道があることを知り面白さは苦しみに返じ名誉欲は会議になり技術も行き詰まってしまったのですところがこのごろになってようやく マリと自分とか別物でなく、なんだかマリも我が身も一つになって、ひょうひょうと遊ぶことができ始めました。するともうマリという対象がなくても、いつでもマリの心になって身を遊ばせる自由を覚え、なまなかけまりの約束を持ったり、衣装をつけたりするのがうるさくなってまいったのです。 和歌の道弓の道還元の道全てに菩提に通じる境地がありそこに達すれば仏への道もまた一つだと聞かされていましたがはあはあこれはえがたい起源に近づいたことぞと思いせっかく苔の一心でやり通してきたこの道をさらに悲願へまで 楽しみ続けたいと発信いたしたわけであります構えてマリをやめたわけではありませんマリさながらに身をもっていよいよ夜を楽しみ長命でもありたいという凡夫の願いに他ならぬものであります手中の十回だったので聞く者はわかったような顔をしたり混ぜ返したりまた簡単したりして聞きざわめいてしまったが 後七年を経て方言の乱が勃発するや途端に侍従の大納言成道はその日に停発して西行と同じ世界へ出家してしまった。成道と西行とは前からの和歌の友でありその日の「まり別れ会」に西行の姿は見えていなかったがもうこの頃から西行は成道に向かって 名誉や献声の巷またを捨てて早く真の生命を楽しむ世界に生きたまえとしきりに出家を進めていたものらしいその証拠には成道へ宛てた消息の歌が西行法師の「三河集」には幾種となく載っているそこで人々は後になって成道のその日の言葉を思い合わせたことであった まことに今はなんとなく世のただなららぬ雲足が見られる。その風雲の来る前に嘘でないとの平和と自然の中へ身を移し住もうと考える人たちとまた反対に後天のそよ風に妙理を夢見て我から風雲へ近づこうとする者と世の辻には思い思いな人間のさまよいもまた眺められた。 夕顔の三味などはまさに後者の一人であろう。彼はそれから数日の後、東三条の帝を訪ねて、阿久佐府頼長のあの長い顔の前に久しいこと、声しめやかに話し込んでいた。うーん、ただこうな。女吾代にとか。安之城頼長は鼻を鳴らしただけである。今日もなげな返事に聞こえる。 ニヤニヤ笑って嫌ともよかろうとも答えないこれはまずいかなと常宗は話を変えかけたしかし変えた話題にも乗ってこない常宗の顔つきを読み取るように黙り続けるやはり主題の話に彼も心では粘っているに違いなかったそうだの急か急を要するのか 殿のへの御返答はとも仰せられませんが法王にもお心待ちでおわせられましょうし考えておこうよ放り出すように言ってからなぜまたかかる大事を発祥寺殿ご自身より長い王手、直接話し合おうとはせぬじゃろうかわしにはわからんよあの兄の服装はあいえ ご肉親としては、一座の君にもご同様な思いではおられましょうが、何しろお忙しいのと、また、折衝として公がましくご子をあるよりは、まず私のようなものをして、こちらのご存意を忌憚なく伺わせておいてからという含みのあるお考えかと拝されますが、含みか何か知らぬが、自体はじゃ兄のようなねちねちは嫌いなのだ。 腹を割ってこうと申されれば王と即座にも答えるだろう。生じおことなど差し向けて腹探りなどは面白ない。さあ、そこです。竹を割ったようなご気分ですがすがと仰せられません。私はただ、花の使い、お胸の通りを一座の君へお伝えいたしますれば。うん、言ってもよい。もうそうか。 より長は幅の広い胸を押し出すように反り身になって、じきじきならでは言うべき義でもないが、宇治の父君も目をかけておるおことなれば伝えさせてやる。ありがたく承ります。わしの申すままを保障寺殿へ申し伝えろよ。寸言もゆがめてはならんぞ。仰せまでもございません。してごないは、 なんぞ条件でもさればよただこう女吾代にマイラスは承知せぬでもないしかし天皇ご成人の後には必ずただこうして時代立候補させるという確約をしてほしいごもっともの儀と存じます早速にも用意かのただの女吾代にとどまるなれば お断りする行く末ただこを皇后にと固く訳さるるなれば王子をこう言うのだ明白に頼長は二度まで念を押したその後で常宗は大いにもてなされた頼長も調水して大機嫌になり宴の間に奥へ行ってこのことを夫人の幸子にも早速ささやいたらしい。 うべくもない一文の気色がやがて還元の根になって東三条の邸にあふれたしかし常宗がひそかにでも垣いまみたいと願っていた忠子は姿は愚か琵琶の遠根にもうかがえなかったしかし彼の使いは功を奏した忠道は頼長の要求に驚きはしなかったしかしことは重大すぎる 一存でではは決すべきではない彼は鳥羽法王の栄誉を仰いだ法王は案外起きやすく許されたただこの万人に優れている美質を忠道以上にもつとに地質しておられるらしいこうして妙五代のことは決定したやがて皇后となるべき約束のもとにしかし 彼女自身は何も知らずに忠子は宮廷の一女子となった頼長の得意は言うまでもない交際は門に満ち家福は縁にあふれる東三条廷であった宇治の別荘にいる兄弟の父忠真も牙城のうちに老来第一の喜びに会えりと家紋の繁栄を祝福してきた次回は立皇 二です「新平家物語第42回」講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は春彦です立皇二課同じ年の秋の末頃忠道は前年落成した発祥寺へ参詣していた昔 藤原道長が北条寺を造立し世に「北条寺関白」と歌われたそれに倣って彼も藤原氏の衛生祈祷のため雄大な支持を建立し「発祥寺」と名付け傍らの別荘にもいたので近頃忠道を呼ぶのに「発祥寺殿」という人が多いそこへにわかに鳥羽院からのお使いがあった。 法王のお言葉として夜にいるも苦しからず早々昇殿あるべしとあった何事のお召しによと忠道は発祥寺の別荘に泊まる予定を変えて古住随身の列に松明を飛ぼさせ急遽車を賭場院へ急がせた夜は初行を過ぎていたが法王にはすぐ小座所に渡られ人を遠ざけて近々と忠道に会われた 子をぜひ受大させなければならぬがこの計らいでよいように資料を巡らしてくれまいか常になく恩小ねが弱い内心のご当枠がうかがわれるおっしゃる加盟そのことの万無理なことをご承知なのだ忠道の目にもありあり当枠が浮かんだ どうしてこんな唐突なしかもご自身でご自身の前言を破るような仰せいでをなさるのかただ道には分かっていた法王のお姿と美福門人の影とが重なって彼には見える先のただこの君を女吾代のまま置いてごん中納言これ道の側女の姫子を 新たに受大させよという行為でございますかこう念を押すにも忠道は口が乾いてキレキレな糸でも吐くような声になった。うんーとちとお苦しげにうなずきを見せられたがしかしそこは絶対なる位置におわすお方だけに無理とは思われても不可能とはお考えになる理性を持たない。 むしろ忠道の温厚ぶりから来る沈み方を知った遊ばすようにおっしゃったな。なんとかなろうが、いや、取り急いで運んでほしい、河野才覚で。忠道としては、ただこれ、命と伏してお受けするほかはない。ならば、こういたしてもよいな。法皇も策士であられる。 すでに栄誉のうちではさまざま思い巡らしておられたらしい。確か河野夫人はしめ子にとっては叔母味に当たるそうではないか。これも美福門院から聞かれたに違いない。只道はそう思いながらょうのとおりですと答えた。よい都合ではあるまいか。時代に先立ってしめ子を河野子としておくがよい。 関白の娘として受代するなれば不思議はない忠道は信仰に印を下がったたくさんな松明の日の列に囲まれ無月の闇を行く殺生車のうちに彼は冠も面影に物思いのアギトを深くうずめていた姫子。 そしめ子をひどく愛しておられる美福門院。主この絵の御母校ではありかつは法王の主張と軍神の恐れを一身に集め受けている女院のご存在を彼はこの世ほど大きくまばゆくまた空恐ろしく覚えたことはなかった。しめ子は権中納言みちの娘ではあるが、 早くから美福門院の手に養われてきた。女院からは我が子のように慈しまれ、事実上では女院の養女と変わりはない。先に頼長の養女の忠子が女房代に挙げられたことでは、美福門院から別に極上も出なかったのに。が、問題はそのあとである。忠子には将来、立候の内役があり。 その条件のもとにしばらく女房台に置かれたという事実がやがて美福門院の知るところとなって法王はその警察を痛く女院から責められた。私は母ではございませぬかと女院のお立場は明らかに強い。なぜ私にたとえおひと言でもご相談遊ばしてくださらなかったのでしょうか。 他ならぬ主上のご生涯にわたるおきのことですから、よそ見に見過ごしておくわけにもまいりません。女院と法王の間には、われるたびに恩もつれがうかがわれ、結局法王としては心にもない豹変であったが、主上の母なるお人の主張に沿うしかなくなったわけである。要するに、美福門院としてはすでに徳からお胸のうちで、 姫子をこそ主情の妃にと一人決めていたものに違いないただ主情はまだあまりに幼くそして姫子はすでに十九という妙霊であったがため時を待っておられたのである待てない時がついに来た思わぬ強敵がしかも 阿久佐夫頼長とウジの小国などを背景とし、法王の内役まで取って立ち現れるに及んでは、彼女としては躍起にならずにいられない、そして強硬に法王を動かし立てまつったものの、美服文委側から言えば、決して横車ではなく、法王の敬骨なる恩過ちを早く正しきに戻したのみと言うであろう。しかし、しかしこれは、 思うこと意のままにならぬはないとしている人の考え方であった。しめこの時代が殺生忠道へ命ぜられたと早耳に知った悪作頼長は、ぼつ然と色をなし、まことかそれはと左右の者へ目を向いていったほどである。人を走って探らせると間違いはないとはある。憂いは深い。合法を誇る彼だけに陳鬱な眉は一倍。 濃い影を持つもし噂のごとくしめ子が兄忠道の娘として受代するとなれば忠子はついにその下に立たねばならない。兄も兄だ早速にも憂いを分けて自分を衰うてくべきなのに姿も見せないもだえは大いえない。ついに一夜彼は職を切って机に向かい長文の上層書をしたためた。 文は彼の得意とするところそして理論隠霊は外白を極めている訴うるところはこうであった願わくは一日も早く忠子に立候の線をこうむらんことを先言の後は垂人の娘の時代するあるもあえて真の売れうるところにあらず窮気を案ずるに 上等門院また大験門院におわしても時代の後日を経ず立候の線ありしこと先例明らかなりそれ先頃殺生を通じて真へ成したまえる御内教を合わせ思いたまえ文治の底には自然より長の感情が流れないではいなかった。 法王がこれをお手に遊ばした時はおそらく悪作の顔つきが御まぶたに描かれたことであろう宮中でも彼が下巻を怒鳴り散らす有名な大声は法王も幾度か遠くでお聞きになったことがある法王は特に首相頼長に耕てお答えとなされた魚文に言う「陳摂生関白に諮問するにだ道は言う」 天皇以来摂関家の娘にあらざれば木崎となるを得ずと。故に、陳といえどもこれをいかんともするすべなし、両せよ。持ち前の政情がむらむらと油になって、頼長はよもすがら神女の闇へ向かって自問自答する彼であった。いかにとはいえ、あまりにもよそよそしいょう まこと兄忠道がそのような報答をしただろうか。もし御所に御偽りなくば、兄はわしを陥れたものだ。御内役の件も実は得ていなかったものかもしれない。さもなくば法王こそ下しかねる御人格というほかはなくなる。世の法王ともある御方が、御嬢を二色にお使い分け遊ばすはずはなかろう。そんなことがあり得ていいものか。 あらば祭りも精霊もめちゃくちゃだ夜明けを待ちかねて彼は起きたそしてまだ寝ぼけ眼の馬屋の増式や子どねりを呼び立て馬に蔵を置かせて宇治へ行くとばかり東三条から駆け出した宇治にいる父忠実のところへは何かにつけてよく車をやる彼ではあったがこんな身軽にしかも起き抜けに わずかが従者にわきがけさせていくなどという例は左大神家の家人たちもついぞ。見たことのない異変だった。次回は煩悩車です。新平家物語第四十三回講談社吉川英治歴史時代文庫より。朗読は上春彦です。煩悩車。 忠実は弱いすでに73である久しく宇治の平等院の別荘に退き門を閉じて隠居とは称しているが今なお藤原市中第一の長老として隠然たる勢力を失っていない白河法皇に仕えて白河に建築されて一時身を引き また鳥羽院に健康を受けていつしか鳥羽法王からもうとうとしく遠ざけられているけれどその家系は皇室に次ぐ代々の外籍であるし現に鳥羽の皇后・広陽院は忠実の娘であるしかも彼の全冠は関白内乱太政大臣11位 旧門に義者を許され、人身の極みを経てきているので、おいて都の外にこそ住め、その存在は、なお落日の荘厳とも言えるものがあった。風貌もよい、温情は正老である、対人の風というか、地発してからの宝名は縁利という。だが、世の人は小国と言ったり、富の家殿と言ったり、 また単に「宇治殿」と呼んだりしている。おとなう客は多いが克明に毎日日記を書いている。若い時からこの日課だけは欠かしたことがない。こうした忠実であった。人間として最上の境遇を得万節も遂げ世からも一門からも元老とみなされている人物ではあるのに。 ただ一つこの人にしてこの人らしからぬ盲点があった子に甘いのである子供のこととなるとまるで凡俗の親バカと何ら変わりがないその子供もも阿久佐府の頼長に限っていた子は男子としては二人だけで長兄は摂政関白の忠通次男は左大臣頼長そして年から言うと兄忠通が五十四歳 弟頼長が今年三十歳二人はかなり離れている顔も似ていない兄は丸顔で白く弟はおもな長で長身どことなく骨張った体つきである兄は女親人に弟は男親に似たものらしいそしてマッシーでもあったしざねはこの頼長がかわいくてたまらないのであったアクさふと世間が言えば 兄とは違う兄の忠道には花作りなどさせておき頼長は少し血の気に富む男あれに時と一等を得させたら兄よりは必ず人間の政治をやるがなとかえってその悪なる異名すらが愛しいらしく人に言うまた頼長が軽所に明るく博学であることもこの親の人にも誇る自慢だった ところが親子でも気の合わない異例もあるものかこれほどまっしの頼長にはもう愛を持つ忠真が兄の忠道に対しては全く霊弦な父でしかなかった世評はというとこの父が西に持っている評価とはあべこべで忠道の人望はすこぶるいい悪策とは比較にならないそれも心外らしいのだ忠真はどうかすると忠道へ面と向かっても 頼長はお人よしよ表は腹黒よの」と言ったりするかつて鳥羽殿の公開の席でも忠道が摂政を関白として当然上座に座ろうとしたところ忠実が断じて息子の下に座ることをがえんじなかったことがある人々は忠実が親ながら忠道の権威を妬んだものとささやいたがしかし彼の心理はそうでなく実は 頼長の気持ちが彼を勝って当たり散らせたものだった都に近い宇治にいてもその頼長を半月も見ないと風邪でもひいたかまた酒でも飲みすぎたかといくつになってもこう子供に思っているこの老夫は今目を丸くして突然な頼長の訪れをいぶかったどうしたのじゃ頼長車にもめさいで牙馬がけとは。 暁の狩りにでも出て立ち寄られたか狩猟どころではありません残念ですより長がまんまと欺かれましたた誰にの欺かれたとは何事かただこの儀です立候の約束は保護にされました近く中納言これ道の娘しめ子が兄の保証寺殿の子として受代されることになりましたな何 忠道がしめこの親となってしめ子を受大させるとかよそれは誰が申したぞ人も申します法王,王も御所をもって私へ了せよと仰せられました黙っているのは兄だけです保証寺殿だけがこの弟へ知らぬ顔です頼長は早口に事実を話した話の筋はありのままを告げたにすぎない。 けれど、頼長の感情はそれに脈を打たせた。まなざしからも憤怒を放つ五きであった。日頃ですらここへ来ると、無意識にまっしの甘え癖が出て、何がなろうふの倉庫から乏しい燃え残りの愛熱を引き出して、その猛威に浸らないではあったような気がしない大人なのである。そうか。ああ、それとはわしも思い及ばなかった。 タダザネは長短して、微節の下の薄いまぶたの皮を塞いだ。しかし、頼長のしおれ方を見ると、強いて生命力をかきたてるように肘を張っていった。まあ、落ち着け。わしに任せる。タダザネは置いてはいない。このため、まだまだ置いてはならぬとしておるよ。先頭へまかり出て、じきじき相乗の上、黒脈を明らかにしてみせる。 何人の作望であれ打ち砕かいでおこうかより長よわしも今日のみは駒のせで行く親子口輪を並べて急ごうぞその日直ちに忠真は頼長とともに京へ出たこのことが成就せねば氏家は帰るまいぞ忠真は悲壮な決意を左右に漏らした。 とてもすぐには解決を見難いことが状況を即日に分かったからである以来東三条の邸に泊まり十数日も退をしていたそしてしげしげ賭博院へ参考しいくたびか法王にも越し上書も続けた首位はただ「願わくは直ちに立皇の戦時をただ子に下ろしたまえ」という創生に尽きている 法王はほとんど困惑され時には忠実の不意の参考にうろたえるご様子さえ仰がれたためにご不要を唱えて私越を避けられたり当初は五穀小納言の局へ託すであろうと一時逃れをおっしゃったりいたずらに日ばかりすぎてとかく忠実には業が逃えるばかりだったそんなところへ ある日夕顔の三味が東三条へひょっこりご機嫌うかがいにと彼を訪ねてきた。見えたか常胸、ね、と、ただざねはちょうどやり場のないもので腹いっぱいなところだったので頭から言ったものである。都はたぬきむじなの集まりか。近頃けたいなわなにより長を落とし入れしことよ。おことなどもひとつ穴のむじなであろうが。 滅もないと常宗は以後の武蔵と今度の事件を知ってからの自分の口をルルと述べた。 すぐ伺おうと思いましたが、いたずらに詰め寄せても、親方を物々しげに見せるのみで、世間目によろしくありません。ただ、ひそかにかような異変の起こりがどこのなり人の策略にいずるものかを知りたいと思い、それが突き止められたらおわびに参じて、いささかお憂慮の万分の一でもお慰めしたいと心がけていたわけです。ああ、いつもながら賢げに言うの。では、 おことはその作望が誰から出たと知ったか。この度のことたるや、もとより法王のご本意でもなく、なおさら、保障寺殿のお望みでもございません。もうさば、美福門院おひと方のお狭い女心からと思われます。が、のう常宗、ね。と、ただざねは一応の納得は見せながら、なお不満そうに。 ただ道に何の邪心もないとはどうして言えるの彼にやましい点がないならば、なぜ目と鼻の先に来ておる老夫に一片のいたわりにも顔を見せぬであろうわしは疑う。彼も我が子、決して憎むではないが、不にごちぬことではあるぞよ。いえいえ、近頃のご心通は見る目もお痛ましいほどで、 哀れ保障どろには今に闇伏賜ればよいがと、陰ながらお胸の悩みを知るほどの人々は皆お気の毒に存じ上げているほどです。それよ。人にはさも主将げな手をなして、よく同情されるのがあれの昔からの佐賀というもの。頼長とは裏腹なのじゃ。思てもみ、ただ道の奥はしめこのおばではないか。 かつは美服門院とも日頃から親しゅうしておるに違いない。ただこが行く末、主情の置き先たるべき御内役のもとに女御台に入ったことなど、ほかに垂れの口から女院のお耳へなど入ろうか常宗は口をつぐんだ。なるほど。疑えば切りもなく疑えるものと思う。詐儀による誤解とは分かっていても、ただ道の弁護に回ることはいよいよ。 ただを怒らせるに過ぎないそして自分までが儀の対象になる恐れがある。しかずこの上はただ道の心をなだめてなんとかただ道の車を一度この東三条邸へ向けさせるに限る。そして老婦兄弟が親しく会うて話し合うことだ。自分にできて怪我のないことはその仲介役だけだと考えた。 そこで常宗は次の日忠道を訪れた忠道もひがんでいた何よりは老夫の偏愛による冷たさであるまた弟の頼長があちこちで忠道を誹謗していることも聞こえている人の苦中や立場は何も思いやらずただ害と牽制欲にばかり燃えている骨肉たちが骨肉だけになおさら縁をされてたまらない 東三条へ顔出しするのも知ってはいるが相見るのも今は嫌だという感情の殻の中に耐えていたところだった常宗は愚痴の聞き役にされたしかし常識家で恩惨な風もある忠道だけに愚痴の後は涙すら浮かべ常宗の勧めに任せてやがて東三条邸に老婦の忠実を見舞ったその一友はむつまじかった ただ道は平和な気持ちで帰還したそして次の日老婦と誓った通りトバインに都電して法王にえし改めてただ道から服装したどうか老婦ただ実の切なる恋を入れてやってくださいさもないと神は 父には不幸のことなり、射程からは肉身を欺いた冷血な兄だと恨まれます。ひとたび骨肉の総庫を醸すと、固くの思いで夜も眠れません。県営、何かあらんです。ただ道は何も欲しません。ただ、老夫の意が叶えば、終生、ご幸運を肝に銘じて忘れますまい。 忠道は自分の言葉に自分の干渉をつかれてついにくんぜんも覚えずさんぜんと涙の中にひれ伏してしまった。法王は終始お口を閉じておられる。ふと忠道の姿にはお目をそらされた。そしてなおもだし続けわずかにギョを離るるにあたって「いずれ」とおっしゃっただけで立たれてしまった。 次回は。あられ御書。です。新平家物語。第四十四回。講談社。吉川英治。歴史時代文庫より。朗読は。上春彦です。あられ御書。月を越え、日を重ねても、問題は一歩の変化も示してこない。より長の焦燥は。 彼をも愛するる。の目につらく映忠実はその長い貴族生活の体験から案じて「事態は何やら面白くなく切迫しているここで怠ってはならん」と頼長を励まし自身もついに思い切った行動に出た美服門院へ宛てて忠実から直々所感を兼じたのである。 入院はあくまで法王の後ろにあってこの問題には完知しないようなお立場にあったそれが忠実の直接交渉によりここに何らかの一生児をなされなければならないようなはめになった数日の後当初が下った法および美福門院の当初同時にであったしかも内容まで同じなのである文は漢にして明。 是非は摂政の忍たりいつに摂政の処分に任すこれとほとんど同日ごろに忠道の方へは小名言のつぼ局から極秘の文書で法王のご予告があった「忠真親子の恋による忠子立候のことはよろしく洗礼をつまびらかにし慎重に勧光を要すかりそめにも軽々しく宣言あることなからん」。 忠実が美福門院へ成した最後の一作はこうして全く逆効果を招いてしまった疲れた敗北を感じた下から忠実はさすがに73歳の乱れた吐息をついた一度氏へ戻って徳思案を変えよう彼はなお頼長に諦めよとは言わなかった 筆者のおいのうちに病人のようなロークを横たえて氏へと揺られて帰ったするとそれからあまり紐もたたないうちにであるしめ子は正式に摂政忠道の養女に移されなお即日しめ子を13位に寄せられたという沙汰が聞こえた悪佐府頼長はすぐ氏へ来て憤然とそのことを繰り返した甘すぎます 父君はあまりに兄へ甘すぎる。これをもっても兄の腹はわかるではありませんか。兄は口先では夜も寝られぬとか、板挟みの口中を察してくれなどとしおらしげに申しておるが、なんぞ計らん。しめ子を要してただこの立候補を蹴落とそうとしているものです。私たちの競争者です。たばかられていた上にまたもたばかられたのだ。なんたる腹黒さか。 わしにも決意がある。よろしい、断固と戦おうじゃが、より長よ。ぽろぽろと、ただざねは急に涙を垂れ、この手を握って慰めた。うじへ帰ってから、わしはおことのため、かも、岩清水、春日の神々にちゅうやきねんしておるが、近頃たびたび、 チームを見るぞよ。初願は必ず貫ける最後は勝つあまりには悲しまぬがよい事実忠真はそれからもひねもす呪物堂へ引きこもった霧であったさらにケニンを分けて祖先の病をはじめ加茂春が稲荷梅宮大原の吉田熊野石山寺 六角堂松蓮寺醍醐寺などの社寺に祈祷師を立て家財を愚申して忠子の立候を祈った冬12月に入って彼は重ねて貫屋に硯を洗い心血を注ぐ思いを込めて法王並びに美福門院へのぼす書を書いたその文章はさすがに切々と読む人の配布をえぐるような軸に綴られていた もしこの掃除がならなければ、左より長は頓声を誓っています。弱い七巡を越えて、一愛寺を失わんとしているこの老夫の白髪は急に増えています。この上、千下絶望となれば、おそらく一夜の生にも絶えますまい。天面として血類そのもののような文字である。しかも、法王美福門院からの沙汰は依然として、 摂政忠道洗礼を勘がうるもこれを得ず陳もまた裁くところを知らずであった年は終わろうとする十二月の冬日は早いもしこのまま正月に入ったら万事休すである宮中一の院新院の三が式日に苦行社会は遺憾ごとくまもない初春の行事に追われてしまう。 忠真は再び悲壮極まる心を抱いてもう暮れも押し詰まった十二月の末慶子家人増式牛飼いあらべまでをおびただしく召し連れそのまま賭博院へまっすぐに義車をやった牛の足である吐く息も真っ白な朝早くに氏を立ったが三条東の院の御所にたどり着いたのはもう夕方であった。 戦闘の大庭はいてかえった地にばらばらとあられが降ってきて北面の鏡のほかはほかげもない大ートノビサをしぶきのようにたばしる白い細流の音にけぶり立ったそれはまたただざねの心を標人のように研ぎ澄ましたしかし車から降りた彼の影は終日の疲れにさすがにそろうとして見えた にわかに飯継ぎどころや遠侍たちの声声がかける、瞳を上げ、つまを開く、その寒々しい金具のきしみや日向いなどの人影のうちに、彼の姿は先頭の牢を渡って、さらに奥深いところへ消え込んでいった。夜のうちに越を賜りたい。曲げて、ご出ざを願うと失踪され。 ざねは氷室にも似る一伝の勘章に座り込んで当のクロードや整の寺社が何を言ってきてもがんとして帰りみない次の御座の間には食もなく蓮は暗く垂れ夜はふけるばかりである死を決した人のような世気を彼の影に見て与殿の爪人たちは触れるのも恐れたいつまでも法王の失業はなかった いかにおかかがわかる魚子に,にもいらるべき時刻なのだ。とはいえ彼が菅野の床に出している姿を思われては御夢も安らかに結ばれようはずはない。美福門院なる無二のお方があられるにしてもその女院よりはお古い皇后・皇陽院のジップでありいわば法王には外宮にあたる忠実である。

朝廷の一大臣を捨てたもうかこの一老夫に死せよと乗らせたもうかというひざ詰談判であったたといただこ立皇のことは洗礼にかけるところがあるとしても曲げてと強引に迫ってやまないのである法王は彼より先にお疲れを表した根負けもし情にも負け ほとんど事故の支えをお失いいになったらしい「忠道に任せてある今から忠道へ使いを遣わし毎一度忠道の意見を問おう」と藤原智高を召されて家紋の首相を授けられたそしてご自身はその偏所の至るも待たずにわかに夜殿の神立部たちにシャを命ぜられ夜を犯して武田の利休へ身行きされてしまった。 つままり逃げてしまわれたのである。一方死者の友孝は馬を飛ばして殺生家の門を叩き何事が起きたかと驚き顔の只道に会って異彩を話した「法のお胸に伺ってください」「今は御心一つです」 ことここに至っては、ただ道はもう、法王から押し付けられているものを法王の方へお戻しするしか道はなかった。洗礼にこだわるなく、法王がお許しあれば、それまでのことです。なんぞ、ただ道がそれを妨げましょう。即日にも宣言を儀します。友高は彼の答えをもってすぐ、先頭御所へ引っ返した。が、 鳥羽鳳王はすでにそこには負わさない。で、再び馬にむちを打って、あられに老けてゆく白い道を安楽樹院の離宮へ急いだ。ちょうど鳳王の御車が門をきしみいったばかりのところであった。鳳王は使いがもたらした忠た道の宝刀にうなずいて、すぐ御車のうちでおっしゃった。ゆるす。もう 許してやれと摂政に伝えせん方もないそれは実にあっさりとももろいとも言える子供が執着していたものをふと手から離すにも似たようなお声だった三度友隆は馬を飛ばしたお言葉は第一に摂政忠道の門へほうぜられまた左布頼長の館をもわき立たせた この長は東三条邸にはあったがもちろん寝てはいないほかにも眠らないでいた門があるただこのせいか篤大寺金吉の館である狂気した悪作頼長は自身牙で吉報をここへ告げに来たそして金吉を誘い二人そろって戦闘御所へ急いだ忠実はまだ座っていた もう孝か,から喜びは受けていたろうに棒として腰が抜けたように酔いからのところにいたけれどそこへ駆け入るように入ってきた頼長と金吉の姿を見るなり「ああ」と朽ち木のように倒れかけた次には愛ようしてうれしなきに何か口走り合う三人の体が一つになった 夜明けの光がどこからともなく差し込み果てしないその歓喜と煩悩の塊へしらじらと冬の朝が降りていた正月藤原忠子を女吾代から女吾とされたまもなく春3月14日 田田子に立候の果敢は授けられ幼鳥というにはまだあまりにあどけない可憐なつぼみの皇后は明けて御年十二のこの衛邸とひいなのごとく大天の式殿に並ばれて軍心の万世を夢見るようなお顔で受けられた4月には一方の藤原しめ子も女吾となったそして6月再び 姫子をを中宮となすとすいう宣言を見た。忠真の小煩悩は届いた頼長の意地は勝った一人の忠道を除いて親子の得意は頂上と言っていい問題はもうないはずだったところがちびどろな同族のせめぎ合いやまた骨肉の戦いはかえってこれを端緒としたそして 方言の乱の唇を持ちながら、まっしぐらに自己崩壊とセレンとの車の両輪を早めたのであった。次回は土曜五読みです。新平家物語第四十五回。講談社吉川英治歴史時代文庫より。朗読は上春彦です。土曜五読み。 摂政忠道は初期あたりでもしたか食欲も進まず気分も優れない様子だった多くは桂川の別荘に引きこもりこの土曜中は戦闘へもあまり出資の姿を見せないそれに引き換え阿久佐府頼長は成金していた頼長の成金は旗迷惑で戦闘の下官や朝廷の苦行役人たちは さほどでもない公務もわざとことことしげに忙しいふりをしていなければならなかった。彼がさっそうとして長の伝老を通るにあたって、事務の室から暑さにうだっている勝利のあくびなどがうかがわれると、上司は早速呼びつけられた。五変の局による大勢のまなこは少しよう十分に眠っていないようだな。掛け事もよし、女房がよいもよいが。 昼のジムに使うこは夜をよく寝かしておきたまえ夜をよく皮肉で済むときはまだいい方であるより長の機嫌が悪い時でもまた良すぎる場合でも君は慶章を読むかねと来るとちょっといけない簡単には解放されないことになる感度の孤児を引き王道政治の賢者や名神の例を挙げて牧民の要貞を解き 理事七足の抗議にわたるなどうんちくを傾け出して病むことを知らないそんな時の頼長は学問で腹が口く,くてたまらないから一つ腹ごなしのためにと相手を捕まえているように見える捕まったものこそ災難なのだしかしこの程度ではまだ彼の学識方将はなかなか空腹感をきたさないと見えて月に一回 東三条の辞邸に諸博士や学徒を招いて継承を論考し耳新しい大陸の学説や関西を振り回すことが左大臣家の恒例にさえなっていたその恒例の会である時「今10月21日は文鮮王の誕生日にあたっておる今日の会は誠に対抗な日だ」と頼長が挨拶に言った一博士がいぶかって どうして孔子の誕生日が21日とお分かりになりますかと尋ねたところ頼長は待っていたとばかり供養殿とか国領殿とかまた週の暦や家の歴日などを比較して大演説をした挙句、数学的にきちんと結論を出したので皆その白式に呆れたということであるまたもっと後年のことであるが開言の時にこういう逸話も残している まず諸博士が衆議して年号の文字を選び合ったそこで天寿がよかろうとなり寄り長のところへいかがでしょうと測りに行った寄り長はすぐ首を横に振ったいかんなこれは異国の随調にも犠牲られた年号だよ博士たちはさらに額を集めた結果商法はどうでしょうと出直した 昭は「止まる」という意味にも通じる。「義」「法」「意」すべて「止まる」は不吉だ。で次に「王暦という案を出すと何か次の新定を待つような年号じゃないか。面白くない。またぎして「天保は」と伺うと文字を分解してみたまえ。「一」「大」「人」「ただ」「十」となる。持ちうべからずだよ。 諸博士たちも頭を悩まして最後に「九十なら苦情もつくまいと」と恐る恐る頼長の前に案を捧げると頼長はこれにも一文句つけて「久しいの九は「棺の九に通じるが年号には半音は差し支えないとしてあるまあこのあたりかなとやっと九十に決定を見たという。 彼はまた先税の法に詳しく、ままそれが的中したり当たったようにおもねるものがあったりするので、いよいよ満身を募らせる。その頼長が、初中もめげず、税金して、日々政務を突っつきいじるので、この夏は因中大恐慌であった。苦行下官は日照りの田みたいにしおれ返って、一体これはいかなる天変地災か。 こう休みなしに照り続かれてはやりきれん雨乞いでもせぬことにはとこぼしあった。この日照りはまだ続くぞ。なぜならばだ。と下官たちは悪者府の目が届かないところでは無駄口を交わしていた。大きな声では言えぬが、頼長公にはここすこぶるご満悦であろうが、つまり人間の大得意時代へ来ておる。 例のの立候の争いでもさよう近城の皇后は皇の御娘皇は左大臣にしてまた天皇の外周でもおわすわけだ早速国事にいそしみ保湿の実を示さんという覇気満々とはうかがわれるところが要貞の保湿には明らかに摂政というお方があるさあ そこでまたご兄弟仲がまずいらしい。一座の君のお引きこもりはそのためだろうか。言うまでもあるまい。立皇の問題では子煩悩な宇治殿の横車から弟の頼長校に越えられてしまったが、しかし忠道公は殺生関白。なお植生では頼長校の上にあるので、とかくご不和の種になりやすい。 兄は摂政関白弟は左大臣人,人間としてこれ以上何の不平があるのだろうそれはボンゲの考えることで欲望にはきりがない一つを達すればまた上の欲そして相互の祭儀も手伝う仲良く繁栄を二分して共に楽しもうとはしないものさわからぬ真理よのう あのお方たちのように思い上がってみなければわからない。我らには思い上がる理由がないゆえ、ただ不思議な人間の欲望とは考えられるが、お年も七十を超えているたださねこうですら、こともうあ愛や妙理に関わると、凡夫に輪をかけた凡夫の差がお店せになる。はあはあ。ではまた、氏殿が何か動き出されておるのかな知らないのか ををめぐる取り合い沙汰を人の口はうるさいそして無責任でさえあるしかし火のないところに煙は立たないのも真実である近頃しきりに人々が言うところでは宇治の老公忠実は摂政の地位を忠道公から取り上げて弟の頼長公へ譲らせようとしていらっしゃる。 どうもそんないきさつから親子の女中も兄弟う中も以前にも増して面白くないらしい。また噂の根拠として人々の挙げるところは第一に摂政忠道が立候問題の失意に続いて性病に姿を見せないこと第二に宇治の忠真が隠居の身にもかかわらず以後いよいよ足しげく先頭に出入りしていること第三に 法皇にもだいぶ御意向きが変わって近来は頼長忠実の両人への身長が厚くなってきたこと第四にはそろそろ書官の職員に異動が起こり頼長中心の勢力拡充が見られる中んづく源氏武者がしきりに登用され武者どころの兵士系は除外されていることなどなどなど。などなど ここういうい正常ににあるこの7月にはなんと興福寺の大主がまた例の豪祖を唱え春日神木を押し立てて受落するなどのことがあった。せんの大主は管学院にたむろし夜も日も規制をあげていた。これへの応対には先に平の清盛は行き過ぎがあったという理由で六条為吉の一族つまり源氏系の武者が当たった。 そして左大臣頼長が連日指図に当たり忠実も宇治から出てきて伊部に勤めた親子協力であるそのために紛争も事なく片付き興福寺大主は奈良へ引き上げたよくぞと法王には格別両人をねぎらわれた越えて8月の初め右大臣三条実行を新たに太政大臣とし 内大臣古賀政貞を右大臣に徳大寺実義を内大臣にそれぞれ叙任があった実行は老朽で長に出資できる体ではないしかし今のところ太政大臣はそれでいいものらしい自運はは頼長公に幸いしてきた朝見一切は頼長公の手に引きそう 保身や領寒に敏感な苦行たちは早くも彼に媚びを寄せ東三条邸の門前にはにわかに客の社が,が増えてきた次回は「摂政争奪です。新平家物語第46回」講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は上春彦です。摂政争奪 やはりない置きにかけておられるには違いない。立候問題でただ道に煮えいを飲ませたのは誰でもない法王ご自身であった。寝覚めがお悪いはずである。それかあらぬかある時ざねが戦闘へ伺うと法王の方から言い出された。桂の別荘へ病を問うてやったところ。 死者の言葉ではさほど悪い容体とも見えぬというが一体忠道は何が気に入らないで引きこもっているのであろうか忠ねはそれについて内心法王の見景色を伺っていた折であるいや親の口から申すのもいなものですが忠道には 自分の心のままにならぬと身の重責も忘れるようなわがままな性格が若年からあるのです。それというのもシーカの道へあまり心を入れすぎるせいかと折々意見も試みますが性格的にどうも政治には身が入りません。 ややもすると缶を盗み家長風月のみをこととして自局の難も女将のご信念も思わず物うげな風があってまことに困りものです。おお、そうかの以前のただ道はみやびな中にもなかなか政務にも熱心であったが何事も彼の気のままにさせておけばあるいはさようかもしれませんが ひとたびふさぎこむと近来のようにめめしゅうすねてばかりいて。ただざねはここでと思った。今こそ法王へ密葬すべきよいしようと考えたらしい。一度言葉を切り、またおもげに眉を上げてそうした。ただざねもはや老齢。行く末心がかりはその一時だけです。で、 実は先頃から只道に向かい行くかいとなく彼の同意を求めますがなかなか老夫の意見を聞いてくれようとはいたしません。うん。老公それはまたどういう話かの摂政の任を頼長へ譲るがよいと諭しております。なぜなれば。 頼長は近城の外周、実際に主城の不守に当たっている頼長ですから。うん、しかるに、只道は滅多に三代もせず、事務の滞りは申すまでもありません。ために主城ご身辺のことも、頼長には採下もできぬことが往にあります。いわば摂政は空名。 あって害あるのみですからむしろ弟頼長に譲り自身は関白にとどまれと先日来もう十回以上も説得に努めていますが忠道は聞き入れる様子も見せません願わくは一度お召し遊ばして彼ご一言を賜るなれば忠道とてよもこれ以上は拒みえまいかと思われますが。 巧みに法王を動かし立てまつった。問題はここで法凰が晩期を決する最高の御一地と社会万民に及ぼす重大な御責任等をよくわきまえられて「いな」と一言おっしゃればよかったのだ。ことは寸時の御勇気で済んだのである。後の一派万波を呼び狂乱の世を招かずに済んだに違いない。ところが法凰は愚かにも。 の鹿は皆あえて「愚かにも」という文字をここで使っている。筆ここに至ると、院政の兵、神を一人政治の危うさこれをなすかと皇室を相席するあまり腹が立ってしまうのであろう。愚かにもこの時、忠真へうんと承諾しておしまいになった。そこで数日の後、忠道をお召しになり、改めて法王からおしがあった。 それがどういうお言葉であれ、だ道にはすべてわかっている。彼は泣いて法王にお答えした。神は不幸な人間です。家庭・より長の人となりは、陛下もよくご存知でありましょう。しかし、神はまだ人にそれを言ったことはありません。が今、この英紋を被るのは実につらいことです。 頼長は鯰に災学あり、凶慢人を侮る。ために、信は微細ですが、当主の僧を受けてきました。頼長は不平です。老夫の愛を頼んで、真の意見を奪わん者と日夜画策を巡らしていることは、先の立候問題で陛下もよくご自筆ではございませんか。もし頼長が野望を達したら、必ず。 国家を危うくします。国乱、火を見るよりも明らかです。故に神は、老夫の恋も今日まで聞き流していました。たとえ寒風をもっせられても、神は折衝を辞しますまい。断じて、養子の祭りを助け、長病の神たる本分のためには死も覚悟します。不幸のこと言われても、いといませんと。けれど、 今日また陛下の御城に迫られてはもう真の運命も極まれりと申すしかありません。面々と上理を述べ、簡易の袖を涙に濡らして忠道は訴えた。法王は忠道の嘆きがあまりに深いので、ついそれ以上何もおっしゃれなくなってしまった。で、 無なしくありのままを翌日タダザネへ通じて置かれた。次回は苦い菊酒です。新兵家物語第四十七回。講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は上春彦です。苦い菊酒。 法王の側近近には近頃より長派が増えている忠道が法王の御前で訴えた言葉はすぐ筒抜けに宇治の忠真へ聞こえていたわざわざ告げに来たのは夕顔の三味常宗である常宗は話しているうちに忠真の顔色が変じてきたので「これは聞かせすぎたかな」と余談へ持っていこうとしたが忠真の気色は戻らなかった。 つねむね、それは世間話ではあるまいのと、にらむようなまなざしで念をしたな。なんで無責任なうわさなどを物々しいお耳に入れましょうと、つねむねが証拠立てるのを聞きすましてから、ただざねは何か意を決したらしく、もはや、勘人の王は切れたとつぶやいた。このときのただざねは、 昼や宇治を発して郷にいると、その頃の人の日記には書かれている。真夜中とは思われるが、しかし夜に入って発したのかもしれない。とすれば、この老夫もなかなか気身近な人だったと見える。郷に入って東三条邸にいるやいな、彼は源のためよしを呼んで、お琴の兵を招集して、この辺りを護衛せと言いつけた。ためよしにとっては普代恩子の家である。 ただちに六条から礼を発し、東三条の邸をめぐる辻辻まで手勢の源氏武者で都へ旗へに守り固めた。忠実は一門の家人、武者腹にまで宣言して、自己の行動をこう理由づけた。忠道の不幸は年久しいものがある。老夫はこれを忍んで長い間彼のもとに屈従してきた。近くはまた。 国家百年のため、摂政をより長に譲るべしと膝を曲げてこの彼に凍うこと十回にも及んだ。しかるに不存なる彼は、ただに許諾しないばかりか。方々の御前において、不言をみだりにし、はなはだ不純な言をなしたという。弱い七陣の老夫もここに至ってはもはや我慢がならない。次魂、不死の義を断つことをここで明らかにしておく。 親子義舌の宣言である。よくもそこまで腹を立てられた者よと人々は驚いたが、ただざねの立腹はそんな程度ではまだ済まない。それ、摂政の位は朝廷の授けるところで私にこれを取り上げるわけにゆかん。しかし、氏の長者はもともと世がただ道へ与えたものであるから、直線には及ばない。 れの与えたもののあたたえもを、またこれをまこる。何の負荷かあろう。彼は再びこう要言した。そして自ら源氏武者を率いて漢学院のうちにある長者の漢荘へ行き当主の長者たる者が代々伝了してゆく長者の院や手記台盤文書などの一切をとってこれをより長へ授けてしまった。 官学院のうちには学者や図書寮ばかりでなく士族館のくじ裁判所があるしまた謝辞や荘園のまん所もあって藤原罰の一成長を成していた氏の長者とはつまり前藤原氏の総計画をいうのであるその指令は漢学院まん所下し文みとなりまた長者選と言われてあだかも政府通帳のような異例を持つ。 宇治の長者を継いだ頼長の家の門へは祝賀の客が引きも切らなかった以来十数日の間東三条付近の辻は月経雲隔の馬車でオルガごとき混雑が続いたという法王からも三義等の宣長を使いに立てられ老工の段はよし忠道の不幸は言うに足らずと賞を賜って彼の長者継承を祝福された 頼長の方からも法王に書をのぼせて「この度のことは狂気こもごもです。自ら善悪も返しません」と珍しく慎みのある文威と反省を悲劇した。再び法王の御書が彼に言う「稲戸よ不幸はただ道である。幸は老夫に従うのみ相当飛び親をケースは長者の示さねばならぬ藩ではないか。 よかった。まずよかったの。どこまでも小煩悩な忠実は、この一成功にほっと一息つくと、その北北顔の機嫌に任せて、また頼長をこう喜ばせた。おそらく忠道は、うちの長者を失うでぼうぜんと塞ぎ込んでしまうことであろう。彼の取る道はちっきょしかない。見よ、やがて摂政も辞めざるを得なくなろう。 より長よおもとの殺生はもう決まったようなものじゃぞ一方只見師の方はといえば五条拷門工事の館も桂川の別荘もめったにおとなう車もなく主の出入りすらめったに見ることがなかった9月9日は朝陽の宴 宮中の四神殿で軍神に菊花の酒を賜うのは毎年の例である。御節への一つではありこの日ばかりは天皇法皇上皇三皇宮慶および天上人として病中でもない限りは参列を欠かすものはない。忠道も遺憾厳かに摂政関白の一の座に座って自虐としていた。 よもや顔は見せまいと思っていた頼長は、ちらと兄の姿と水のようなその横顔を見、ぎくと顔色を騒がせったが、触らぬ体で摂政の地座に着いた。座に着くには神座へ一遊するのが赤字礼である。頼長はそれをしなかった。あたりの目は両者の感を意識して眺めていたので、はっと誰もが息を潜めた。どうなることかと白け渡って。 すると、忠道はにんまりと頼長の横顔を見合った、そして静かに言ったのである。サフ府の、お互いは凡夫と凡夫です。史上の乱れは是非もない。けれど宮廷の礼は乱さぬことにしようではないか。すると頼長は途端に目に角を立てた。何、凡夫とはれを指して言われるか。 人を凡夫というのが宮廷の礼とでもおっしゃるのかさして感情を用いない時でも人一倍声高な頼長である。すわとばかり口の乾くような空気が列座の顔に流れた。忠道はなお微笑を持ちこらえていたがその唇が青柿の肉みたいに色を失ったのは隠しようもない。ここを朝廷と知り人の比例を責めるならば。 まず自身の火を思いたもうがよい未摂生の退任にありながら病を構えて山頂を怠り天使の保湿として夏中また最津頃の西武の畳にも何をなされていたか天井は彼の信頼の木にゆすぐられたそしてただ道はなお瞳をうつろにすましてじっと自分の顔を見据えているし 修上、法、王、天井とすべて希望を消しているばかりなので、より長はどうしてもなお後の怒号を続け、自身の怒号の収まりをつけなければならないような気になった。それさえあるに、老夫のお怒りを募らせ、ついに宇治の長者をすら身に保ち得ないあなたではないか。恥を知るなら、かかるせちにだけ謝然とお望みになられたものではあるまい。公願無知 このりながすすら恥ずかしい気がする。えにもしわざとらしゅう礼などいたしたらかえってあなたをはずかしめることになろうかと思うての行為であったり比例とは意外まこと意外な思いよ。へへ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 へっへへ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 へにへへへへなへへ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  しかし人々の頭にはその日の深刻な光景がことにただ道の泣きもしたいような一瞬の顔つきが次の日まで拭いきれなかった人々のひそかな同情はただ道の方にあったけれど現実としては日に増して法王の御みは頼長へ厚く自然人心の傾くところも頼長へ帰した にあっては天使の外衆同族中では宇治の長者しかも戦闘第一の牽勢を握り今や彼は彼と宇治の老夫が望んでいた通りな位置と名門を勝ち取ったそれに反して忠道はいよいよ失意ばかり重ねていったその年の冬この元真が元服するので諸国の治療へ式典の城や大京の費用を貸しておいた ところが突然宇治の長者の資格を失ったので当てにしていた荘園の税物は来なくなってしまったためにこの元曽根の原服も晴れての疲労などはお流れとなるし世間へはいい恥をかいたような始末となったそんなこんなでいよいよ気を腐らせた彼はそこまで固執していた摂政の地位も持ちきれない形となってついに 摂政返上を申し入れ。自らただの関白になり下がった。次回は。幼貞ご一世そして。女の国です。新平家物語第四十八回。講談社吉川英治歴史時代文庫より。朗読は上春彦です。 「羊蹄御一世」「勝三山は暗く陰雲くし」「長尺林にかしし落日の前」「貫禄は身に余り世を照らすといえども元官を将に受けて剣を争わず」「失意の日」と「関白忠道」が「 桂川の門を閉じて思いを試作にやっていたその頃の彼の一死と伝えられている「任平元年この江天皇は御年十三になられた」「どう遊ばしたのか羊蹄は去年頃からお目が悪くいつも鬱陶しそうにもみをまぶたに当てておいでになる」 忠道は僧の貴家人で眼科の上手といわれる医者を見出したのでその名舎をうかがわせ自分も折々お慰めに参大していた羊蹄のお姿を仰ぐたびに彼は宮中深く日の目にも滅多にお当たりにならない万丈の君子孫の御いというものが何とも痛々しくお気の毒な宿命に思われてならなかった。 皇后に絶世の華麗忠子を栄たまい中宮に姫子がはべり参らせても何しろ十三の少年でおわすことには百花の剣も何かせんである事実天皇ご自身にしても童心の本然な欲求から言えば冬の日は雪と戯れ春なれば花に口笛を吹き夏は太陽の子水の子となって河童をまね 秋は高き山にも登って声いっぱい生命を呼吸させてみたいうずきをお持ちになっているに違いないただ道にもそれは拝察できるけれど天皇を犠牲としてかくもむなしい形だけのものにつくり上げてきたものは誰であるか。 そして自分もまたこのかれんにして尊敬な偶像をめぐって自己の映画と牽制欲に昨日まで骨肉たちと争っていた浅ましい下手人の一人であることを彼が自覚したかどうかは疑問である。ただ人間の平凡な情として時には「はあ天下るもまたお気の毒な」と。 失意の身に引かれてふと哀れを覚えた程度かもわからないしかし妖蹄は忠道をおたいになられ何かにつけよく忠道を召されたところがこの正月図らずもその幼稚なご感情が一事件を醸した元旦の彫金の御式になぜか天皇の隣行がなかった彫金とは 天使が上皇皇太后の御本を親しくお尋ねになることであるその日天皇は唐の苦労働をして法皇のもとへこう伝えられた「秦は頼長を見ることを欲しませんそのため元朝の式には望みませんでした明日は朝勤しますけれどもしまた頼長が参考するなら明朝の禁令も廃したいと思います」。 いかにも童貞らしい率直なお言葉である。が、法王は怒られた。これは、関白忠道の思想に違いない。直ちに、小宇治の忠実へ使わされて、大事あり、来たれと召された。やがて忠実は思考したが、法王の怒りはいつになく激しかった。今年は元日から異例があった。忌むべき不吉を見た。 実に楽しくない。どう遊ばしましたか。主情が彫金あらせられぬ。忠道は天皇に不幸を教えておる。と語られて、今にして賃は食いる。いっそ去年、忠道の折衝返上の時、なぜ彼の内乱をも停止しなかったかを。老後はい。忠真は言えなく震えた。今日以後。 左大臣に内乱を伏しおよそ九中の雑事は全てこれをまず左大臣に問わせ奉行すべきものは右大臣正さだとし戦時を唱えて執り行いと言い渡されたしかしこの戦乱にはさすがご自身でも後日の紛糾に万一のご懸念があったものか大納言君のりを召し呼ばれて特にこうお断りになった「左大臣内乱のことは」 決して宇治の入道の恋によって決めたのではない。陳の心から出たものである。関白忠道天皇に押し得るに不幸をもってす。陳が彼を憎む理由である。戦時右の通りと太政大臣へ直ちに告げい。君のりは目を拝して下がった。太政大臣実行は老朽の人で、式日、平日ともに三代はない。 いわば空席なのである。実験は左大臣の手にあった。だから左大臣頼長は自分の局から自分宛ての内乱任命の戦時を発したわけだ。右の手で書いた事令を左の手で受け取ったようなものである。 法皇には春早々の不吉と逆鱗を立てられたが、頼長にとればこれは思いがけない初春の吉髄の鳥が冠の上に止まって鳴いたようなものであった。戦時の発せられるや、中外皆大いに驚いたとある。またぞろどんな肘があったのかと、いやが上にも朝廷と戦闘、そして忠道や頼長などの動きに人々の心は過敏になった。 けれど時の人悪左ヶ頼長の生運も割合に短かった無理に勝ち取った人為の権力名声のもろさであるまた時の人々に評させればそれは肉親を犠牲としてもぎ取った報いの当然とも後では言う何しても童貞の彫金決令のあった任平元年1月からわずか5年の92年 正しくは四年半目の七月二十三日に彼の前世は終止符を打たれたその九十二年の春の頃からこの絵天皇にはずっとご付与であったが同年七月二十三日清涼殿の久しの間でついに崩御荒らせられた放散なおまだ恩十七ご以外は八月一日 船岡山の西野で火葬し鳥羽の里安楽寺院の南の寮に埋葬されたしかし頼長はまだ夢にも気づかずにいたこの体操が彼自身にとっても彼の権力や凶慢の冠を同時に弔うものであったということを「女の国」 天下両安の中に先帝近衛の,の薄明なご生涯にこの秋の裏悲しさをいとどあぶる人々は多かったが分けて父君の鳥羽法王と母なる美福門銀の女嘆きは言うも愚かである八条烏丸の女院は女房たちばかり多いので宝御と聞こえ渡ると 蓮深く垂れ込めた「つぼねつぼねで」であまたの女房や目わらべまでが取り乱して泣き悲しみその声が霧の花の咲く追字越しに外まで漏れ聞こえたというほどだった女房たちは涙と涙の底で在りし日の淡麗なる童貞の生いじらしかったことをいつまでも語りようて尽きないのである 常にどこかお寂しげな見目のかえって深く静かな麗しさ下々のものへの思いやりのお優しさとりわけ人を懐かしまれて人恋しげなおさ賀は今思えばそれも若地に遊ばす天命を既にお持ちになっていたためかもしれないそれにしても三歳にして九五の尊に立たれ 在位十四年の間どれほど同心らしいお楽しみを持たれたろうか昼間も見やかしを用いるような代理の奥から一歩もいでたまわず弔道に失業されても軍神百貫を前に身ろぎもできぬ方位奉還にじっと耐えておわさねばならなかった春は来ても競馬に銀弁を打って都の町をお歩きになるではなし 秋の月といっても大空の限りを仰がれたご記憶もおそらくなかったに違いない。童貞も人の子で終わせば時には母恋し父懐かしと会いたくおぼしめすこともあられたろうに盆家の子のようには母の膝や父の肩に思いのまま戯れ得る機会もない。たとえ檻に触れ 八条の女院や賭場院をおとなわせたもうてもそれは相見てまた相分かれる儀式の日の一時にすぎないのである。はあ人の子よ人の子と生まれるならばたとえ雨もるしずのあばら屋には生まれても天使には生まれつくな。目の当たりに帝位の何たるかを見てきた彼女たちは口にこそ出さないが皆そう思った。 それだけになお人ののの子とししての選定の生涯を痛ましがった女房たちさえこれほどなので美福門院の悲惨はなお言うまでもない。縁なる溶岩も一夜のうちにやつれを見せふと剪定のおかたみなどに触れては果てしなく泣き乱れてかしずく女房たちも慰めるべき立場を忘れてともども袖を濡らし合うばかりだった。 小権藤原新勢の妻の紀伊の坪も女院のそばちこを使えまつる女房の一人であったが剪定体操のことが終わってからまだ幾日も経たないある夜容易ならないことを女院のお耳へそっと囁いた造子の目の千草が空恐ろしいことを聞いてまいりました千草の親は 権現の別当上明に仕える山侍でございますがその者が申しますには先帝のお隠れは全く天寿ではない誰か御弱いを縮めまいらせんと呪訴したものがある去年頃より 悪源者が折々愛宕んの奥の院になる太郎坊天狗の御堂に群れ段に呪いの火を連ね一斉に呪教を唱えて世が知らぬと書き消えるように去ったことが幾度かあった呪文に先定の女を唱えるのも聞いた夢人には告げなと千草の親は内輪な泣いたということでございます。

朗読はジョーハルヒコです熊野美福門院の立場とお気持ちは愛知近衛邸とのお別れにあわぬ前から金ね,ね非常に複雑であった須徳上皇との女方がいは須徳の第一王子の重人を退けて我が子の近衛を立てられたことからまったく盆華社会でいう ママ子・ママ母の世にありがちな冷たいものになっているそれも一つまた近衛邸の皇后を選ぶ際に利面から法王をおときになってサフやウジの入道のたくらみを覆ししめ子を摂政を忠道の子として立候を急がれたのに再びウジの入道と頼長親子の粘りにその望みを打ち砕かれた。 あの口惜しさも根深く胸に秘められている。従ってそれからというものは、左不憎しとする女院の憎しみはどうしても仏にならない。法王のお口の端からふと頼長の名が出てもすぐお顔色が変わるほどだった。反面忠道には同情されて、彼の悠虚する桂川の家へ、折には慰めの歌をおやりになったり、 たただ道からの遣いも折々あった彼の頼りやまた宮中情勢にひどく敏感なキーの局だの多くの女房たちから聞くところによって女院は離れてはいても愛知近衛邸の御身については四十心を使っていた「軽いおかぜということ一つでも聞き逃しにはしていない」。 と侮って頼長がこう申されたのああ言ったのことごとにつらくおさしず申し上げるなどという内報がここからすま丸八条の追字の内へは朝夕に伝わってくる。ことにこの予定が御目を患ってからは女院のお心やりも針のように鋭くなり悲しむにつけ喜ぶにつけ感じやすくなっておられた。 女ばかりの国のこういう環境に「齋ぎ」が育たなければ不思議である。一心に人を齋ぎし一年に人を憎悪する年少が女性の弱点を捉えやすい一魅惑であるばかりでなく当時の社会もそれを火祭りのような炎とするに都合の良い助演者や道具立てを持っていた。僧侶修験者御用寺。 巫女祈祷数限りもなくそれはある。ボンゲの家々から宮中の先頭にまで形こそ変われ生活のうちにまで入っている。人生の無常。 人間欲望の儚さなど仏教の定観に信心の手を合わせながらもどこか生活に空虚の多い貴族たちとりわけ女院や女房たちの住居にはそれらの異形なる職業の男女迷信の助演者が必ずと言っていいほど出入りしていた。 キーのつぼねのささやきにあらわな動揺を見せられた女院はむしろ自身のお胸にあったものを他から呼び起こされたように息を詰めてうなずいたそしてすぐ弾み返すようにおっしゃったキーいつものカンナギのやすらを招いてたも今熊野のカンナギよ。 巫女卸とか神卸などということがその頃真面目に信じられていた熊野巫女は分けて新たかであると言われその霊媒術に恐れを抱いていたほどだったこれはその年の冬のことになるがこういう話さえある冬鳥羽法王には紀州熊野へ御参詣あって本宮の小聖殿に横盛りされたすると誰か知れぬが 四連の下から白い手を出して、その手を何度も何度も手の甲、手のひらとひっくり返して見せるものがある。あやしといぶかられたが、蓮の影には人もいない、白い手もかき消えた。あくる日、熊野一の巫女を招かれ、熊野権現のかみ下がりを買うた。なかなか降りない、どうしても乗り移らない。古老の山 妙天を独自して規制の声那智三山に振るうとある。巫女も五体を地に学ばせ、簡単を吐くばかり身悶えていたが、やっと権限が下りたらしく、法王に対してこう告げたという。君知りたまわずや、天下は今、ま、手の裏を返すがごとく、天変すべしとの予べの告げなるを。 将運すでに尽き耕うて君の崩御も近からん情号限りありすべて及ばずただ御将のため菩提の御務めあるべきなりこの話はおそらく作為かもしれないすでにただならぬ世ではあった世相が作り出した流説ではあろうけれど当時の諸本や 苦行日記にさえ見え見ている思うに法王が熊野で死期を予言された話は偽説でもそれをまことしやかに受け取った社会であったことには間違いない。 巫子の行われたことを言うために話が横へそれたが美福門院がこの衛定の死を何人かの呪詛によるものであるとした時もその巫子という職業の怪しい女を招かれて先帝の神下がりをこうたといわれている白河院が熊野三山から都へ祥ぜられた今熊野の社に やすらという熊のカンナギがいい、何かにつけて日頃から女院に出入りしていた。やすらは長いこと祈りを込め、やがて髪振り乱してうちわなないたかと思うと、女院がおんめをすます前で、まざまざと髪がかりを表し、先帝近衛の礼になって告げた。「んは人のために呪わる。呪う者は釘を。 山の天狗の像に打ち込みたり、ちんその時より目明らかならず、ためにそらくす、悲しいかなと。言い終わるとやすらはばたっといっとき気を失って倒れた。が気も失わず、わっ 恩子への限り泣き伏したまま生々しい生きのもだえを五つ絹の袖深く数えて今にも引きつけそうに眉打内塞いでむせび続けるのは女陰であった。木のつぼね土佐のつぼねその他の女房たちも皆驚いて水よ薬よと騒ぎ出し重い病人を移すように大勢の手で夜の殿へそっと買い抱き参らせた。 それから間もない後巫女のやらは女院の西の門から出てきたケロリとした顔つきである秋の日が暮れ町は夕焼けしていた風呂敷包みのようなものを胸に抱えている帰りがけにキイのつぼねからいただいたお礼物だの御台番どこ所のごちそうのお下がりなどと一緒にお祈りの細具や巫女装束が包まれていた 彼女は門を出るとすぐ楽しそうに包み物の中を覗いた。そして、カモの焼肉みたいな匂いのするものを一つ口の中へ入れた。口をもぐもぐさせながら歩いてゆく。シッシッッショッ彼女は後ろからついてくる犬に気がついて小石を放りつけた。二度目の小石は道端を押してくる手車の輪に当たった。車を押していた若い労働者は、 彼女と仲のよい近所の男らしく「安らさん今帰るか」と言った彼女ははにかみながらしばらくむつまじそうに立ち話をし始めたそして男にも包みの中の食べ物を分けてやったそのお礼にであろう彼女は男の手押し車に乗せられて今熊野の社の森へ帰っていった次回は「釘」です 新平家物語第50回講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読はジョー春彦です釘二年前の任平三年の正月頃清盛の父行武教平忠盛は 日頃持病とてもなかったのに年の暮れからふと風邪気味で寝ついたまま正月15日年58を一後として亡くなった心の大きな支柱を抜かれて気落ちのしたまま以来寂しい清盛であったたもり死去前後のことは後にやがてまた記すとして とにかくここ両三年間の彼については特に彼らしい動きもない。と確実に言えるのは左布頼長の派遣時代がこの期間に挟まっているからであるこの頼長も宇治の忠実も隠れなき現事武者の被護者であるのみならず例の信用事件の際には清盛の死罪をすら公然と主張した頼長なのだ。 その長が時を得た元に彼や彼の一族の進展はありえない。何が起こってもここ晴れがましい出馬といえば霊は源のをしに下った。 ための末子の為朝という乱暴者が都を追われて鎮西の一族のもとに養われていたが年頃となるに従い荒野を得た猛獣のように私軍を切り従えて艦の太宰府ですら手を焼くような猛威を振るうと聞こえて父の為吉は一時官位を召し上げられたが父の難を聞いたとたもが即日都へ登って自首するとたちまちよしは許された。 しかも会議はいつの間にか先の六条方眼をはるかに超えて今では左衛門の城である。また長男の下野神義朝は今年8月院前を被って藩と源の寄り方を信濃に打ち武名は都にまで聞こえ時至れりとする東国の源氏系の諸島にとり大きな騎士となりつつある。 それもこれも皆頼長の自制なればこそだ。頼長の源氏びいきを、頼長の引き立てよと石の下の雑草に似た兵士は言う。何の日がかければ月が出る月が沈めば日が出る明日の日が出ないわけでもあるまい清盛は耐えて不平顔を見せたことがない。 どこか石稜の影があるのは父を失った心がなお癒えていないためである菅目の人の存在は彼には大きな屋根であった妻を持ちたくさんな子を産ませ父の残した下の弟どもから一族までを抱えて初めて何か人生に知ることが多かった 今や屋根のない一族の僧侶の見え風当たりはいちいちじかにぶつかってくる「秋殿昭和の局の北久志の間に新蔵様がお待ちです何かお急ぎとのことで新蔵入道の下官がこう清盛へ伝えてきた日清盛は先頭の一室ではらずも妙な使命を藤原新蔵の口から極秘に命ぜられた」。 ことは重大だ急がれもするがサフやためよしに近しい者へけどられてははなはだまずい。黄そがれを待って人数もちりぢりにそっと紛れ立つようにというくれぐれの注意である。お気遣いに及びません。しかと心得ていたしましょう。清盛は答えた。 彼はこの人に一音の儀を感じそれを徳としてこの人物をよく見ているあのアクサフのマ慢も神勢入道には一目置いている風がある学識において頼長よりも一実の長があるばかりでなく人間の厚みや資料の深さでも頼長はこの人の敵手ではないアクサフと呼ばれるほど頼長の悪は他愛がなく どこまでも名門の血の生ぬるさを持つ凶慢でありえこじであってそこがはかれるが神臓入道となるとその腹の底は古い道をのぞくようでちょっと見当がつきかねるというよりはのぞきもさせない人の悪さがある頼もしいそれなればこそ 彼がやっても難しい湘南言の局長をとってここに新税ありという顔もせず黙って何年でも勤めていられる腹黒といえば腹黒かもしれぬがこのごれにしろ決して人はよい方ではないのだからな新税の妻のキ偉の局と彼の妻の時子ともいつの間にか親しい仲である。 清盛は官位も学識も自分よりはるかに高いこの知器を得ていることをここ数年の不遇と赤猟のうちにも一つの医者とし力としていたその夜落外の佐賀の里から西北の山へ向かって一軍四五十名の武者の影が足を速めてよじ登っていくのが見られた。 いずこの武者とも知れなかったが、やがてのこと、アタゴゴの一端に人数をまとめて何やら示し合わせていた。そしてほどなく、天台四房、新言二房など、そこらの書道を見過ごして、まっすぐにアタゴゴの別途、城名の指定へ向かい、門を叩いて呼ばわった。これは、鳥羽院の武者どころ、秋の神平の清盛が手勢なれ。当山奥の院。 太郎坊天狗の溝に自負を打って先帝の恩弱いを縮め参らせたりと訴人に及んだものがあるすなわち法王の御名を報じ清盛虚実を改めにこれへ参ったりすぐ奥の院へ穴召されを惑うて駅なき異議を立て異直の大罪を被られだ一時矢の内は騒然となっていたがやがて情名が出てきて清盛へ行った。 直とあれば戦事を報じやろう。願わくは灰を得たい。おう、下座に負わせ。上明が地に座ったのを見て清盛は戦事を示した。まさしゅうと上明はうなずいて、いなやはありません。直ちにお扉をお開けしよう。いざ起こしよう。と、三荘、山侍などに松明を持たせ、自身先に立って奥の院へ行った。 昼さえ暗い多すぎの密林に文武天皇の大宝年中縁の昇格が据えたと成す太郎坊天狗の一堂がある。上明の影が御扉の前に立つ。鍵の音が異様に響く。火口が銅の内に満ちた。ゆらゆら赤く不気味にそれは揺れる。清盛は目の前に怪異な天狗の像を見出した。天狗の両岸には。 釘が打ち込んであったはあ釘がそれは彼だけの声ではない。情名とドヤドヤともにどやどやとこみいったすべてのものの驚きだった。清盛としては、神臓入道から確かめよと言われた言葉の事実を見ただけである。意外とはしなかったがいい気持ちではない。やはり呪詛は聞くものかと恐ろしさにごたいがこわばった。 夢あなずるべきではないと、若年からの自分の不信心を戒めるような気がにわかに背筋を這い回った。よし見届けだ隠の通りお答えするまで少し慌て気味に清盛は外へ出た。そして、堂の扉に封印を命じた。連れてきた武者の大部分をそこの守りに残し、彼は夜通しで院の御所へ立ち返った。すぐ神勢に復命した。 そのぜいはかつてこの人が他人に見せたこともないほどな大きな目をカッと清盛に見せて「そうか果たして!」とうなずいた。法王はこの報告を野前から待ちわびておられた。言うまでもなく武者を走ってそれを正された法王のお跡には美服門院のひたむきなお訴えがある。その女心にも勝って法王のお痛みは深かった。 この秋は魚連もあげたまわず、一度でも竜眼のほころびを仰ぎ見た自信はない。頼長と、ただざれとの呪祖によるものです。いにしえの我が蝶にも、一応の悪心にも、敬意を伺うなどのことは、ままありました。思い上がったあの親子のこと、何を考えているかわかりはしません。美福門院のお口からはかれたものこそ、頼長呪祖の釘だった。 王は度された。しかも今新生入道の服装によれば「あたおさん天狗像の両岸に呪祖の釘が打ち込まれあること秋の髪が見届けて戻りました」「しかと相違なきよしです」とあった「ほうはもう全く劣化となって余すなき感情のお人となり肉むべし頼長長長になれたる族よ」と幾度もお口を震わせて罵られた。 急速な戦議が進められていく一方、次の日にはもう呪祖の目撃者という層を一人と山侍一名が名乗り出た。証言によって頼長の指図による一軍の主言者の仕業とは決まったが、山から山を歩く主言者のことである。その者たちの実態と行方は雲のごとくつかみようもない。時すでに弔儀は戦争の急に迫られていた。 どの御子を挙げて時代の天皇に選び立てまつるか空位の長きにわたるのは許されないこの時にあたって頼長は突然法王から遠ざけられ父の忠真も三代を止められてしまった金貨一丁というも愚かあまりな急変である呆然顔を見合わせるばかりであった失脚の親子は一体どうしたことか 初めは何かの誤解であろうと高をくくっていたほどだった。法王のお怒りもすぐ静まるものと信じていた。ところが事の真相が知れたので、いよいよ下世ぬ。我ら親子はあたごに天狗の像があることすら今初めて耳にしたほどだ。如間でなくば何者かの残言に違いない。 神に蒼天地に白日玉体を呪うだとて何の益があろうそれほどバカな我らではない直ちに身の潔白を書をもって上奏した上書は昭和権の局を経て返されてきた理由なきお扱いと親子は狂気じみるほど高いを思った二つの筆者を連ねてすぐ先導の三大門へ押しかけた しかし三代は拒まれ、増敷や下官を相手にただ喧騒を繰り返すに過ぎなかった。是非なく折れて出て伝送を買うたが、その伝送も聞かれない。祥然と、親子の車はむなしく門を戻るしかなかった。それを、牢の間の格子から冷ややかに見送っていたものがある。もしその人間の誰なるかをより長が知ったなら、 より長も忠真もはっと自分たちの甘さを悟ったに違いない常に薄暗い古井戸のような政務をとる一局のうちに何年でも黙々と一な納言に甘んじているかのごとく背をかがめていた男が「性的とはさすがの親子も気づかずにいたのであっただが その男の妻が美福門院に貸し付くキーのつもねであることを早くから考慮していたならば小和言神勢なる人間には頼長として特に警戒をしておくべきであったのだそこに気がつかなかったのは彼ら親子の一代のぬかりであったしかしもう遅い敵手の神勢の顔は笑っている どうだ愛宕天狗いや親子天狗痛いだろう右の目の釘左の目の釘だがなお知るまい「神聖の打った釘」とはここでは声も出さぬ彼の目標もやがて我が家では妻のキイのつぼねと声を発して笑い合ったことだろう。 そして今日の小気味よさを話題にして「そなたもでかした」と助演者の妻の手柄を褒めそやしたに違いない。次回回。は柳の水です。新平家物語第51回講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は上春彦です。 柳の水ここおよそ14年ほどの間世人の記憶から全く忘れられているお人があった親陰・須徳上皇の存在であるお心にもないご退位を強いられて三条西の当院の柳の水の御所にひそとよ捨て人のようなご生活に入って以来いつとはなく天井も世間も たえてこの君については自局と結び合わせて考えてみたこともない。新員ご自身も務めてそれは避けてこられたのであろう。退位の後許された自社は随身9人、院の司、召し継ぎ、増式などごく少数のものに限られていた。にもかかわらず、 強いて出入りを飾り、牽制の信を近づけなどしたら、それは直ちに父法王や異母公、美福門人の疑いを買うに違いなかった。それでなくてさえ、ご退位の後もなお数年間はややもすれば、親因の御不平は一方でないらしいとか、御帝発もなく終わすのは、時あらばまた御福井をとひそかなお望みがあるに違いない。元来まいな君。 栄涼のほどは計はりがたしなどとあらぬ憶測を言い立てて戦闘や女院へこびてゆく者が多いことを人心の危うさをよく理性を失わない森院は静かにここのうちから見ておられた。とうて駅がなければいつかおとなう人もなくなってくる。森院もまた政治向きのことにはもちろん式字や式のごゆうにすら。 めっったたに門を開くことはなかったそして町中の真空地帯のようにうっそうと大きな影を成している森のうちに森院は23歳で退位以来今年37歳までのお若い月日を全く辛抱強いご生活にじっと耐えておいでになったそれにしてもまだ37の君である何としても肉体がお若い 朝夕の呪物堂のお勤めとか昼の読書や和歌などにも日を消しかねてうつ然と日を仰ぎたいお気持ちにかられもするに違いない時には不意に勤重もお連れにならずただお一人で庭を歩きそして柳の水へ立ち寄って「喉が渇いた」「こどねり水をくんでたも、と そこの水盛りにじきじき追いつけになることなどもよくあったここの庭にある聖戦は平安の都が開かれる以前からの古い名水だと言われている井のほとりにはいつのころからか大きな柳が植えられていたそしてくごや飲料にも用いられているので傍らには水を守る舎りの小屋があった。 陛下でいいらっしゃいますか。お声にそれと知って水盤の小どねりはじきじきのお求めにうろたえながらも幾たびか前にも同じことがあったので「はいただいまただいま参らせますと新しい素焼きの器に柳の水をいっぱいにたたえいそいそとひざまずいて差し上げるのであった「あ,あおいしい」「いつ飲んでもここの水は甘露のようだ」 死因はおきがるく器を返して片への石へおこしをかけた。ことねりは慌てて小屋の内からすむしろを持ってきて、お冷えになるといけません。無双はございますが、と石の上へ進めた。ここは涼しくもあるな、柳の陰で。はい、夏は御隠のうちでも私が一番涼しいところに寝起きしております。お前は。 幸せそうだね。ええ、本当に幸せでございます。陛下のおかげで。いつから院に仕えているのか。もう14年、水盛りをいたしております。14年ええ。陛下が代理からお移り遊ばすときに、私も代理を辞して、ご一緒にこちらへお供してまいりました。以前、代理では何を務めていたのかね。父は、 ご世知どころの学人でした。私も霊人の家に生まれましたので、幼少から笛七力などを父から教えられ、十歳の時、内教書の舞わらべになって、十四の初春、陛下が南年に上乱の折、り、人楽の学手に選ばれたこともございました。けれど、それが一代の思い出となってしまい、陛下にはその年の末、5体遊ばされました。では、 お前もお前の父も由緒あるものではないか。霊人の家は限られていて都には大野豊原安倍山野井の四家しかないがされば父はその安倍の弟子家で六位の学人安倍の取彦と申しました。お前はは私はと恐怖して彼はさらに身を平たくした私は朝鳥と申します。 死因にはそれまでただ何気なく話し相手にしておられたに過ぎなかったがふと朝鳥の背に恩命を凝らして「なぜ家計の職も捨て父のそばも離れてつまらない院の水盛りなどをしているのか」とご不審そうにお聞きになった朝鳥は「いえ」と首を振ったそしてこうお答えした「水は命のもとと聞きます」 陛下もお上がりになるこの水を守るお役は決してつまらない務めとは思いません父は陛下がまだ親王でおわした頃から雅楽のお手ほどきにうかごうたりまた皇太后の大験門員様からも大変お目をかけていただいたものでございましたそして私が元服の時も 家は貧しゅうございましたが、親王の古いお肌着を祝いにいただいたので、何はなくも一門の人々に面目を施し、私はもったいないので、それを肌着とはせず、元服式のハレ衣装とし、肩着のに着て、わらべから一個の小じゃになりました。忘れかねる生涯の思い出でございます。そう、そんなことがあったかのう。 もちろん陛下には微心へのささいなお心遣いなどとうにお忘れのはずでございましょう。けれど父は忘れません。やがて陛下がご退義の日私へ言いました。朝鳥よ、主と仕え参らせた君があえなや余儀なく未いを譲りたもうてわびしき上皇とはおなり遊ばすぞ。 わしが御せちどころを辞して院の使え人に移るわけにゆかぬがそちはまだ内教所の生徒たればそこを出るも差し支えない哀れご不遇な主の君のご一生をなれこそ父に代わって見立てますれよ過食を継ぐ子はほかにもある形見には父の笛一貫をあたうるぞそう申されて 私はいいとしてその日から誤飲の水盛りになりました。「死因は朝鳥の語る途中から目を塞いで聞いておられた。長母公祖の例に礼拝をなされる時のあの謙虚と反省の恩まぶたであった」が。がすぐお顔を上げて「ではその笛を今も持っておるか」とほほ笑まれた。ええ。 昔いただいたは肌着の切れを笛袋にして父の形見の笛を入れ大事に身に持っておりまする形見というが父の取彦はまだ健やかなのであろうがいえ形見はまことの形見となりましたその父はもう世にはおりません私の水盛りもこの柳の水の枯れぬ限りは父の遺言となりましたああ そう。死因は何か無然としたご長で、それと一緒に身を起こされた。御母体験文院の死にお会いになってから、我と言わず人と言わず、形あるものの儚さを感じることが強かった。そのうち、月のいい世にでも、ぜひお前の笛を一度聞こうよ。ああ。 涼やかになった朝鳥また立ち寄るぞ。真員はなおそのを称揚して内殿の深くへ歩み去られた。朝鳥はこの間のお姿をいつまでも魅惑っていた。近づき得ないお人にふと柳と風のようにお会いできて自然のままな時を過ごしていたのがその自然さがすがすがしい優越であった。 そして別れ際におっしゃった月のいい世のもう一度の漁見をひそかな楽しみとして朝鳥は夏中処女のように夜ごとの月の育ちを眺めていた三条柳の水の森林の御紋にこのごろはまま町の者が「おや珍しい!」と目を見張ることがあった。 久しくじゃくらとラバの積もるに任せていた門にぼやひそかにおとなう騎人の腰だの朝からきしみいるぎっしゃなどが急にしげしげと見られだしたことである思い合わせると理由がないではない夏深まってにわかに近衛天皇のご不よがおもらせたもうばかりと聞こえ世間の顔が憂いに沈んできた頃からの現象なのだ 道場でも世間でも噂としては次の天使たるお方はこの度は必ず五六条の宮で終わそうなどともう言っている五六条の宮とは親陰の第一王子重仁親王をいうのであるかつて親陰がまだ二十三のお若さをもって須徳天皇たる御蔵を退かれたわけは 鳥羽の長期美福門院のお腹に生まれた成人親王があって、この御子をこそと美福が密かに鳥羽法王を動かし立てまつったものであるという事実を今ではたれとて知らぬものはない。正しい皇太子があったのであるから、順から言えば帝統はすでにその時当然重人に継がるべきであった。ところが、 戸場法王の父なる名とご慰霊の前にご自身の一生が封ぜられるとともに皇太子重人もまたただの親王とされて古六条の院へ下げられたまま今日に至っているこのことの痛恨は重人の成人を見られるごとに深まるとも拭いようもないたとえこの身に対してはいかなるお憎しみもあれ 茂ののとは常々事に触れると近所にもふと漏らされるお口裏であった。で今この絵邸の崩御にあたって彼の胸にもすぐ考えられた。口頭の順と従来の経緯に顧みても五六条の宮こそその人ならんとは一人親陰の親心たるばかりでなく宗を一致しているところだった。 死因の門をなうにわかなシャガは、皆これ、この風向きに寄り集う風化なる月経、雲格であった。ボンゲの社会には、意地だの、連地などという心の枷があるが、この人々にはそれが見られない。容疑は優雅にして勘、言は美にして景況、しかも、昨日は昨日の風、今日は今日の風、少しも事故に返りみて恥じるなどという習慣はない。 浅ましき人心ではあると、死因も近頃しきりに珍しい人間の顔を見られるごとにそうおぼしめすことではあったが、やはりお心は急ににぎわいだしたご様子だった。もとより高原霊食のとは競って死因のお心を怪しく高ぶらせ奉って帰るものばかりである。中に悪さ府の頼長もあった。 昨日まではときめく左大臣として、親印を唱うことなどはまれにもなかった彼であるのに、ここ二度も三度も、一度は宇治の忠実まで同伴で施行している。愛宕天狗の両岸に釘を打ち、先底を呪詛し、て祀った者という落院を押されたこの親子。そして 戸場美福から一丁にして遠ざけられ、今は法王側によって昨日の憲鋭を取り戻すことには見限りをつけてしまったらしい頼長と宇治の忠実、ね。二人は天として親印の恩前で長々と事故の冤罪を釈明したり、また親印にとっては明らかにお心よからぬ美福門院の噂などにも遠極に触れていた。そしてその挙句。近く 宮に御吉隅を見るのは明らかです。御不遇の久しい御門にも、かくて天日は少々足りです。信羅も初めて正しき日を仰ぐ思いがすることでしょう。と、もう五六条の宮に行為は決定されたもののように、信印を喜ばせたてまつった。左大臣頼長や宇治の入道までが言うのである。信印もいつかそのお気持ちになったのは無理ではない。 十数年来、初めて秋の大空を今年は見るであろうようなご期待であった。人知れぬお心のときめきに、朝夕の見景色もお麗しく見られた。けれど、かかる大きな待望に紛れて、この夏、柳の水の水盛りへお役しになった月のよい人よのことなどはいつともなしにお忘れになっていた。このために しょんぼりとわびしげなのはあの子どねりの姿だった。園の片隅の小屋で四六時中柳と水を見ている水森の麻鳥だった。はてのうと彼は考え込んだ。しきりと御車やお越しが出入りするがこれはよいことだろうか悪いことだろうか。もとより麻鳥は陛下があのまま約束を忘れておしまいになっても。 お恨みとは思いいもしないけれど長年くみ慣れている柳の水がこの秋はささにごりを帯びていたもしや大きな,ないでもある前触れではなかろうかそれとも何かの矜持を暗示しているのではなかろうか朝鳥はただただ死因のお身の上のみを暗示るのだった彼にとっては陛下は恋の星であった 高い雲間に仰ぐのでもよいし遠いこの間隠れでもよいただ触りなくお健やかにそして常に自分らの敬愛の対象としてつつがなく負わせば彼は楽しいのである一日の自分の満足でもあり大きな張り合いなのでもあった次回はいばらです。新平家物語 五十二回講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は上春彦です茨五白河天皇が戦争された10月即位式も続いて執り行われた四宮とは人々の予想は全く外れたのである。 徳場の第四王子正人親王が当局されようとは誰にも意外だったらしいそれまでは万人ともに今度は五六条の宮こそと思っていたのだが途端に五六条の宮の名は書き消えてしまった人口77代の大きみとしてひとたび御一陣が定まる以上もう他に余陣の名など口にすべき余地はないしかし 疑問を抱くののは人々の勝手である当然な人情として「どうしてだろう?」と人々は旧妃の戦いきさつを知りたがったそして決定までには備覆門院のご希望が大きく作用していたことを知って「やはりそうであったか」と特心のついたようなまたつかないような顔をしたしかしやがて大極殿の正義にはこぞって身を万全を唱え 右近の立花左近の桜ああ、危ういかな人間の増加と誰か一人でも軍心の中で憂えたものはなかっただろうか多くは皆自分の遺憾や参列の栄に自分を祝している万世でしかなかったようだあまりなる微服の押し討ち皮肉なる法王のお心 どうして重人を置いて四ノ宮正人を立てられなど遊ばしたろうかさまでにこの身を疎ませたもおもろかと死因はもんもんと夜もよくお休みになれなかった今度の後白河は死因にとって実の弟気味にあたるのである 母は共に今は亡き体験門院であり、後白河は親友よりも八つも年下の弟として生まれている。従って父法王の木崎として美福門院が長をもっぱらにし、美福の巫女・近衛が天皇たる間は世に言うママコ並みに親友も正人もあって亡きように年月を送ってきた兄弟だった。知る人も少ない弟だったのに、その弟が。 と真因は煮えるような真意をどうしてもなだめきれない。我が子、まさしく一度は前天皇の皇太子であった重人をなぜ無視しなければならないのか。その自然な順を差し置いて、あえて弟の正人を押した美福門院の腹黒さよ。女の収益意地悪さよ。と。 相手の心の棘にのべつ心を刺されて負わす真因であった。けれどまた、いなと思い直して、人がなすと思えば腹も立つが、すべては転移というものであろう。もし人のなす結果ならば、それはこの身に徳がないからである。 多くの時間を年下や度胸などに過ごしてひたすらこの悩みから逃れようとも試みられた。けれどなんとまた白々しい人の裏腹。昨日まではコびや還元を乗せて群れ寄ってきたシャガの客も今日はここの門を振り向きもしない。まれに例の頼長が来て「世上の声などすべて軽薄なものです。お気になさいますな。 時あって再びなんぞといえば招かずともまた運休してきましょう時ですただ時ですとお慰めするくらいなものだったいや頼長の言はむしろしばしば真因を刺激し奉るような暗示を含んでいた自身の逆境を真因のご不平に託し真因のお心の火へ油を注ぐような作用をなした 時です、時ですと彼が口癖のように言っていたその時が不幸にもそれから一年も経たないうちに巡ってきた。翌年の方言元年、去年、先帝この絵の宝魚も夏七月であったが、またしても今年七月二日、鳥羽法王がお隠れになった。法王の宝魚こそは天下の変であった。ご在世中 朝廷では幾度も天皇の大儀新廷の当局と歴史へ慌ただしい推移を見たが晩期はすべて戦闘で決せられ鳥羽院政の実験は27年の久しい間変わることもなく来たのであるまだ法王の藻が発せられないその日の寸前のこと。 時なるかな戦闘の中軸も今はうせたまうらしいと街にも聞こえ渡った日である。法王ご鬼徳との方にその御用情殿、鳥羽の安楽寺院へと駆けつけていく腰馬、牛車などの数は引きも切らない。その中をこれはまた慌ただしげに牛飼いのわらべ、ねに随身までまなじりを上げて急いでいく一両の義車があった。 ックの悲痛な恩顔が揺れ騒ぐ魚連のうちに仰がれた。崇勤にはつい昨夜までこの急変をご存じなく、今朝、鳥羽の田中殿の隣からの早馬で初めて、沢にわかりと驚かれたものだった。さすがに御親子の女王、すぐ御車を命ぜられ、田中殿でご所属外えもなさらず、そのまま安楽寺院へ向かわれた。門の内外はぎっしゃでいっぱいだった。 広前にも隙間ないほど友町の腰や義者が置かれている。しかも、利休の奥深くまで市松の悲しいしじまが墨のように吐いていて、森林の御車をお迎えに出る者も,もない。たれぞあらぬや森林の渡らせた者に随心の者は声をそろえて車寄せやあたりの親しへ呼ばわった。そのまにもう森林は待ちきれないお気持ちにせかれて、御みずからレンを上げて、おろせ おろせと激しいお声を何度も牛飼いの者のせい浴びせておられた。すでに門を入るとき、近藤三頭などの祈との鐘がはたと止み、そこらにいた初家の従者や侍たちも等しくある一瞬を感じて、おあごへいがんとびる、ご臨従さと、一斉にちえふしてしまったり、また御堂のあたりへわらわら集まって合唱し合っているのを見ておられた。 さてはこの世の音域を引き取らせたもう今かあれご生前に一目なりとはと真因のお胸は岩を噛むしぶきのようになり騒いだごうと言わず体中の指の先までがわなき痛み悲しみそして毛穴のすべてまでが何かを一言でも叫びたがって肌に泡粒をよだてていた この血の中で死因が必死にあがき求めておられたのはもう法王ではないただの父である自分も上皇ではないただの子である父が死ぬ子が駆けつけてきたのだすぐ目と鼻の先の同じ都の中に何十年もいながら親しく父とも呼べずこともおっしゃってもらえなかった親子。 たくさんな誤解もある、疎まれもした子であるが、お恨みもある。おそらくは父なるあなたも、この悔いの子を一目見てくだすったら、人間としての一筋の女涙を垂れていただけるに違いない。お会いしたい、どうしてもご意識のあるうちに、子よ、父よと心の中だけのことでよい。 一筋の涙が二個の愚かな肉塊を一つに還元してくれるにそういない。それを抱いてなお生き残って人間の業を続けてゆく玩具なるこのせめてもの生きがいとしましょう。人間が動物ではない、いや動物になってはならない守りとしたい。門下の子なら何をかこんなもだえをもとう。お父さん と叫べばよい、抱きつけばよい。どうしてそれができないのか。おろせたように何お騒まどいさわぐぞ。かしこいつけよう、早く。親人は再び失ったされた。すさまじい見こいに随心やう司いはいよいようろたえてにわかに車を回し無理に押し通って車寄せの大岬へ近づこうとしたためそこに据えてあった腰の一つが車の輪に触れてバリバリと壊れかけた。 アナローゼキと、武者どころのチカノリ、また、ノリイ家のこの源の影湯など、四五名がかけてきて、やにわに御車の長いを左右から押さえた。諏訪と新院型の随身も息巻いて、ブレスだまだこはないかこれは上皇の御車なのを何は阻むぞと叱り飛ばした。すると、チカノリや影湯たちは帰っていたけたかを増して、おうよ 新院の参入と見立てまつればこそこうはつかまつるなれ。無限に入りたまわんとて、やはここを通しまいらすべき。戻られん戻られん何を、下郎どものくらせ」と、新院は思わず、御車の端まで身を乗り出して、賃にとっては、かりそめにも父なる法王の恩いまわに急ぎまかるに、あないもあらず、かえって武者腹を持って阻むとは心へね。 祖母なんじらは誰の命によってかかかる舞台を働くぞ!」。「大瀬には将来のこれは右将弁これ方教が御大事を報じての仰せつけにて騒楼たとえ上皇たりといえ武者には武者の務めの騒楼ここ一歩たりとお通しはさせにんのんじらのかかずらうことか!」。と親因は身を震わせて見車から降りかけた。 武者たちは力を合わせて車を押し返し、随身たちは武者たちを突きのけ突き飛ばして揉み合った。そのはずみに、真意がお手をかけていた魚連が切れて、あなと叫ぶ間に長江の外へまろびを散られた。そしてバラバラになった魚連の竹の端が武者近乗りのまぶたを破って血を出した。どうして謝り伝えられたか、その時法王の五輪中の間近くにまで、 が武者をお打ち遊ばした。阻めたものを怒り合ってご狂気のように押し通ってまいられると口々に「親縁ご狼跡」というふうに恐怖的な声が伝わってきた。五秒間には美福門院の泣き腐したを黒髪と物葉が玉体を覆った熱い真っ白な絹のそばにちらと覗かれた。次の間。 また次の間、さらに牢を隔てたゆかゆかにも、やらいあるいは数日来、詰め参らせて声もない諸教の姿がいっぱいだった。関白忠道内大臣真義、上門の神金義、唐の中将君近源の中将諸中、そのほかなだたる苦行で見えないのはないほどである。名南言神勢のそばにいた右将弁これ方が、ついとたって長牢を急ぎ足に走ってきた。 すれ違った院の女房丹波のつもねが「はっ早く行ってあげてください大変です」とおろおろ声で告げたこれ方はなお大股になったすると横から明かりがさしている広床の柱境まで来るとはたと新陰のお姿と行き合った新陰のお顔は面のように青白くまなこはきっとあらぬものを見ておられるように眉間へ寄っていた魚衣のたもとはほころびおぐしは瞳を遮っている ご体眼は叶いません。これ方は両手を広げた。胸幅で押し戻すように、真偽のお体を阻めて、お見苦しいではございませぬか。ひそやかにお帰りなされませぬ。と重ねていった。お耳には入らない。真偽は彼の腕を払いのけた。どけひ目だにお会い申し立てますなれば <laughs> いけません。ご体眼は叶わると申し上げているのがお分かりになりませんか。ふっ、わからぬ。 これから、なぜ父の君の恩にまわり子がまかるのが悪いか。邪魔だ手出すわ、決まらえよ。抜け、抜けよれ。ご異界ですぞ。これ方は取り乱したお人を圧迫するような大声で二度も怒鳴った。ご異界です。いかに仰せられてもご対岸はなりません。神運は声を上げてお泣きになった。 それでもとなおこれ方の腕に泣き狂われるのをこれ方は冷ややかに武者を呼び立てて彼らの万力に任せたそして赤子のようなお越をし続けながら元の車の破れた魚連のうちへ無理やりに押し上げられる真偽のお姿を見届けてから彼は奥の方へ姿を隠したその時利休に隣する近藤、御田堂、三頭 神銀などの伽藍の将軍は一度に公園をむせびあげた裏悲しい盆栄が,りりが黙とうのうちに鳥羽法王のご他界は書店の仏菩薩と地上の人々へ告げられたのであった次回は「二つの門」です「新平家物語」 第53回講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は「です二つの門」言い忘れたが「法王の崩御を先に7月2日」と書いたのは生死の年表によるのであるところが 紀伊軍武田村安楽寺院の御捧に葬るという年表記事もまた同日のことになっている百連勝その他の師匠も同様だが少しおかしい亡くなった日にすぐ死者を埋葬するなどは当時の小市民の間にもない習慣である皇室の体操しかも 仏教の気へ深く日本第一の横断家鳥羽法皇の死がそう簡略に行われるわけはない。思うに実際の崩御はそれよりずっと早かったかあるいは前後の事情から「もうだけを発しご以外はとりあえず安楽寺院の塔をさ捧に儀して仮に納めておいたものかどっちかであろうと考えられると疑うわけは。 誰が言い出すともなく、崩御の塔や、短い夏の夜もまだ明けきらないうちに、深淵に五五本の動きが見えるという声が、通夜の人々の耳から耳へ遠波のように伝わってきたのである。まことかまさかいや、ありえないことだ。なんの、兆しはすでに前々からあったことだ。 つやこもりの本堂、中堂、奥の院までも騒然とこれに物心を消し飛ばされてしまった。苦行百貫の顔はご意外を据えてある檀の間の銀色よりも白け渡って見える。夏なお寒い夜風は火という日部屋という部屋を吹き通って人々の背筋へ言い知れぬ恐怖をはわせた。武者どころからの中心としても、 昼から田中殿を閉じ込めておわす死因には、夜の猪国頃から何事やらんご密談のようにうかがわれます。とあり、また別な情報では、楽中は昼から兵具を積んだ馬、車などがつじつじを行き交い、柳の水の御門にはどこの武者ともわからぬ人数が立てこもって、馬の稲きもすさまじゅう聞こえました。 また町ではただことならぬ前触れとみ、女子どもを北山や東山に避難させ、家財をよそへ移すものすら見えましたが、夜半過ぎては王子工事も死の都のごとく、人影一つ見えもしません。という。通夜の百貫はいよいよ身の毛をよだてあって、すわや、よいにはまだここにおられた頼長公が、いつの間にかお姿の見えぬのもそれではないか。 大福宣長京も消えうせられた家広京も見える成政京もその他夕顔の三味もいない垂れと垂れも見えないなどと数え立ててみると常々宇治の忠実や悪作を取り巻いていた一連の顔ぶれとまた特に真偽とは縁の深いものとかいつも何か不平そうなものなどがことごとく席から影を消している。 もはや疑う余地もない、真偽のごム本とは極まったり、すわ、こうしていてよいものか通夜の苦行たちは嵐の中核に置かれたような不気味な静寂に取り憑かれた。それは天平でもなく、力立つつむじでもない、人の心が人の心をそよぎ立てる、まみの息吹みたいなものだった。 棺の中に横たわっている一個の冷たい人体以外は全てその作用から免れえないものであった安楽寺院も落外鳥羽の里だし田中殿も同じ里の離宮の一部である目と鼻の先の大きな屋根と屋根の下にかくて無言の敵視と猜疑が結ばれ出した不安に満ちた一日一日であった 胎児のままの門と門とが動揺を隠した動揺が夜となく昼となく反応し合った。法王の七日記までは新帝後白河も美福門院もまた関白忠道以下の重臣もここを出ることはできなかったというよりも危険だとされていた。昼もだが夜に入ると。 お互いの門から無遠慮な方面どもが放たれてあらゆる感激や偽装を凝らし相互の内部へ入り込もうと試みる。 一度などは、美福門院の御弁殿にあてられている一棟のすぐ裏ついの際にある大きな藩の木の小に、耳付のようにかがまっているくせ者があると女房たちがおののき騒いだことから、それとばかり表の武者たちが駆けつけて巨木の下を取り囲み、七針の弓をそろえて居落としてみたところが、それは、 近藤の若僧が酔いごとに女房たちのお湯殿のぞきをやっていたものと分かって腹立たしくもありおかしくもありその夜からは藩の木にまで見張りの武者をつけるようなありさまであったこれでは手薄ですご守護すら心もとない何とかしなければなりますない小名言親勢はただ道へ権限したこんな折こそ 日頃急院が養い置かれた武家どもへ急ぎ臨時を使わされてもっと頼みがいある軍勢をお召しになるべきではありませぬかうんそうもせねばなるまいか。ただ道は簡博として ことには親印を要して謀反をたくむといわれているものが弟の頼長である責任からも誰より先に心を砕いて見せねばならぬところだが施すすべもないように呆然と終日行儀を崩さずにいるだけだった。信勢殿武家ではたれとたれへ命を下したらよいかの。 いやその人選なれば法王ご奉御の前にすでにしたため置かれたご遺憾があるのです。そのような婚姻のご遺言があるとはまだ承知せぬが確かにありまする。いつ誰がそれをご生前に左大将君のりと当の最将光頼の領挙に預けられ奉御の後は右小弁これ方が固くお持ちしております。 実は7日の漁期に女院にお目にかけるはずでしたが、武家の臨時を仰ぐにはぜひご異常によらねばなりません。ご一緒に漁券あってはいかがでしょう。もとより自分は差し支えないが、これ方との打ち合わせ、なお女院のおぼし召しもお伺いしておきましょう。こうして、 美福門院と法王のご衣装を中心に代理型の首脳たちが義を練ったのが法御後5日目の日であった誰がくむともなくまた決意したのでもなく美福門院を囲む集合はそのまま極めて自然に軍儀の形になってしまった法王はご自身の没後平乱は必然と考えておられたものか 奉鶴に先立って万一の時には元平の彰子十人を召し後白河天皇を守護し美福門院に災い荒しむるなと十師の名を書き残して置かれたのであるそれによると源氏の義朝義康頼政を筆頭に兵士では信兼これしげ助常などの名が見えるしかし当然あるべきで落ちている者が一人あったなぜ 秋の神清盛の名がこれに漏れておるのでしょうか。親世は腑に落ちない顔をした。そして女院のご返事にそれを求めるような目を向けた。清盛の父・忠盛は以前死因の一宮へよく志向していたことがあります。今の忠盛のご家、清盛の義理の母は元一宮の目のとであった有子という夫人でしょう。 亡き法皇様はそのような細かいこともお忘れなく、いつまでもお心の奥に持っておられるおさがでした。美福門院はそう説明されたが、かねて清盛のことについては、神勢の妻の喜伊のつもねから内々の推薦を受けておられたらしく、すぐ次のように言い出した。まこと法皇様がこれをお書き遊ばすときは、私はおそばにおりましたし、また前もってご相談にも預かりました。 古典のおねとしては清盛は兵士の大賊でもあり頼もしいものなれど義母の在り子は一宮へ心を寄せまいものではないゆえわざと省いてはおくしかし清盛に二心だになくば飯呼ぶもよい断る時の計らいにせよと仰せ遊ばしたのを今思い起こされまする新勢は女院のお言葉を受け取って結論をつけた。 清盛に双心は見えません。祇園の信用事件から、サフからはひどく嫌われて、一時、故院の御長宮も薄らいだのは事実ですが、それは皆、他人の残によることです。今、大事を前にして清盛ほどな賞を強いて除外するなどはもってのほかな不利でしょう。一座の君にはどうお考えになられますか もとより自分は初めから秋の神を除外もせぬし嫌ってもおらぬでは加えますか清盛もよろしいでしょう十章の名にさらに一名を加えここに臨時を受けて代理方に召される武将は十一名と決定したもとより十一名はそれぞれ多くの家人老頭を抱えている一族の長である したがって地方の両国の武士だの士族や遠類の党はすべてその十一代表の手から招集させ朝廷直接には礼を出さない翌々7日目すなわち7月8日にはもう召された軍票が続々と安楽寺院の仮御所につき下門内門にあふれ返った到着場を見るとまず下野神、源義朝陸奥新宝義吉康 雁雁末真などをはじめ平のこ進路を新けつね平良雁雁実義などの名が見えたおのおの手勢家の子を引き連れ旗場分けしてお互い気の荒い武者同士の仲間争いをまず戒めあったその中に老頭を200機ほど連れて人々よりやや遅くここに着いた若い大将がある 記録所の筆跡に向かって着党の名乗りをするのを聞けばこれは秋の神清盛の次男秋の方眼元盛と申し少年17歳です父清盛は片付けなき臨時を報じて治療の武士どもや救援ある国々の者どもへも劇を送って大勢を取りまとめなお後より参人いたしますなれどとりあえず私のみ急ぎはせ参じましたと いかにも涼やかなまた初々しい言い方であった。姿を見るに、愛と白地を着に返した鎧を着、黒羽の矢を追い、漆の弓を持ち、折裂星に兜はかぶらず背にかけていた。おお、あの清盛が子にももうこんなよい息子があったのか。と人々は皆元盛に見とれた。 その父またその祖父忠盛の面影までは誰にも思い出されていた同時にとかく迂かに過ぎている自分自身の歳月にも振り返らずにいられなかった次回は「女法案夜」です「新平家物語第54回」講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は「 ジョーハルヒコです女房暗屋法王の御通夜に自しながらこそこそ悪暴をささやき合い悲しみに濡れながら目は互いに人の腹ばかり遮疑し合っている戦争の度胸近藤の荘厳も嘘の厳格化に役立っているだけのものだあんな空涙の海みたいな中に長くいたたまれたものではない 頼長は腹の中で公然とつぶやいた「やむなきことが起こって急に宇治へ参らねばならぬので」と安楽寺院における御棺の殿いを二日目に駐座して出てきた時の彼が車のうちでの捨て言葉であった彼の車は夜の闇に紛れてすぐ近くの田中殿の門へ隠れたそしてひそかに深偽に拝越し 御親子のお別れすら許されぬなどという例は和漢の長を通じてもないことです。どんなにご無念であったでしょう。今や代理は神帝を養し立てまつって女院や姉心らの巣窟と貸し去りました。人口数十代の御を通じ、今ほど朝廷を下道の長領に任せた時代はありますまいとまなじりを上げていた。 木田に、親友は炎のようなご無念を漁連に隠して、なお、悶々たる見景色の夜であった。父法王の見まかり玉を急に駆けつけながら、これ方の毒舌や武者の暴力に阻まれて、父君との死に目にもお会いになれず、三たるお姿を乗せて、むなしく車を返した日の口惜しさは、無念さは、いかにご自身、なだめようにもなだめきれないご様子である。 今、頼長のひと言がお耳を打つと、真因はきっと何かにつかれたような恩まな子になって、サフ、サフ、こう一人がんの頼みぞと、落雷された。そして、心中のものを一気に吐くかのようなごきでおっしゃった。昔を今に思うても。 天智人名花山三条などの書定とて皆その質をもって定位に挙げられ順を超えてそう踏まれている。時の母校の愛憎や関心の意志などで左右さるべきものではない。陳は身に得はないが正しく先行鳥羽の大使に生まれひとたびは定位を片付け直し上皇の尊亡に連なるもの。 去年、この絵邸の宝御の後は、当然、陳の一宮こそ天使たるべきはずであった。それを、分にもあらぬ、分にもあらぬ、四宮に越えられて、不死ともに生きつつよから葬られることの無念さよ。それも、賭場のおわしばすうちは是非もなけれ、すでに十日を見た後は、我が身が再び定位につくも、世人の心に背くことはあるまいと思うが。 こうどう思うか頼長は名目した深刻な表をして真摯するばかりであったしかしそれへのお答えはとうに彼の胸には用意されてあるはずだ世辞の機微も人間の心の底深い泥溝などものぞいたことのない相手の人であるその条項をストックをしてついにこう言わせたのは り長なのだ言葉は真因の口から出たが、頼長の野望を頼長に代わって仰せ出されたようなものである。時でしょうと頼長は交換してやがて言った。陛下がそうご決心遊ばした者こそ天の時が来ているものと思われます。天のあたうるを取らざればかえって災いを受くという最速位の例は 最名・聖徳の二丁にも洗礼のあること、ご有料には及びません。頼長は最略に自負満々であった。軍事についても彼は陸党や三略をそらんじているし、実兵力には源氏の棟梁源の為し一族を握っているという自信もある。こうして真印を要してま奉った頼長の謀略は、この世から また翌一日にわたって蜜ぎされたのであった。かねてより長から誘われていた下心ある九行たちも、安楽寺院の方を抜けて野中や未明にここへ移ってきた。牛車や腰はすべて奥深く隠し、門には見張りを立たせ、方面を使って情報を集めるなど、すでに前衛戦に入った形である。しかし、 ここでは諸国の軍票を糾合するにも他の手配にも不便なので頼長はいったん宇治へ去った。古法王の7日の恩旗には田中殿は固く門を閉じた霧であった安楽寺院の方はその日金に明け金に暮れひねもす万部の度胸と怪しき軍馬の喧騒とが聞こえた。 深く見れば不思議な人間の所業と感情の使い分けというしかない。しかし、何の矛盾でもないようにそれは執り行われた。たとえおぼしめしはいかがあろうと、今日のご物寺にはぜひにもご参拝しなくてはかなわぬもの、と、真因に対する誹望がまたしても黄昏れとともに人々の口葉に上っていた。 この日の空気に左京大夫宣長はいよいよこれは大事到来と気がついたそこで兄の特大寺内大臣実義の館をおとない「どうも真因のごム本は真実らしゅうございます大変なことになったものです困りましたどうしたものでしょう」と相談した実は実義もナイフの数機におるので早くも雲行きは知っていた しかも、自分の無力では処置の施しようもないことも分かっていたので、病気を構えて自邸に寝込んでいたのである。が、いくら弟でも宣長の真剣な顔つきに対してそうも言えなかった。わしが病でなければ真因にお目通りしてご意見を申し上げたいところだが、ままならぬ身がもどかしいよ。弱ったものだ。 兄君のお言葉として私から申し上げてみましょうか。そうだの。おそらくお持ちあるまいが、しかし、安女としているわけにもゆくまい。陛下となれば、我らが身にも降りかかる火の子。ご感想には何と申し上げたらよいでしょう。ご出家をお勧めしたがよい。 ご出家遊ばすのが森林の御身にとっても安全な道だし、我ら臣下も皆ほっとする。宣長はすぐ田中殿に引っ返して、森林に唱いし、見景色をうかがっていたが、どうしても言い出すことができない。ところがその夜、7月9日の真夜中、にわかにみゆきぶれが出た。お行き先は白河の五木宮ということである。宣長は驚いた。 思い切って魚座の間に閉伏し、表を犯して乾燥した。まだ広報法のご中印も過ぎぬ間に、ここを離れて言えなくご気楽遊ばしては、世情の聞こえもいかがでしょう。さだきだに、真偽には天下を図らんとする御心ありと、流折憶測など、ふん,んたる折も折ですのに。 彼が万国の思いを言いもあえないうちに、真意は刃物のひらめきにも似る冷たい微笑を片方に見せられて、強くそのお顔を横に振った。稲豊宣ら白川へ移るのは、女房兵衛の助よりひそかな知らせがあって、んの身に不慮の難があろうとのことゆえ、難を逃れんためにここを去るのだ。おことは、 のみに何が起こっても大事ないというか宣長は重ねて言葉も出なかったのみならず彼も御車に愚部を命ぜられてしまった夜も更けてからのことなので伝理の物音も妙に慌ただしいしかも一人の舟に随心も余さずすべてが引き上げの様子であった 天津さえ門の内とにはいつの間にか物々しげに身をよろった武者勢が黒々と群がり立っているそしてやがて田中殿を後に深夜の道へ怪しくきしみ出て行く御苦労を仰ぐと武者原は一斉に前後を囲んで歩みをそろえた御友の人を誰々かと見れば左京大夫宣長をはじめとし馬紺の神実清山城善治頼助 西門の大夫平の家広その子光弘などでありあいにく空に星一つ見えないばかりか松明も禁じることにしたので大きく揺れる車差しと大勢の太刀や物の具の響き合う音のみが耳につくだけでわずか鳥羽の里から都白川までの道なのに御車の内も外の者も女峰安夜をさまようような思いであった。 次回は。方言。地獄序曲。です。新平家物語。第五十五回。講談社吉川英治歴史時代文庫より。朗読は。城治彦です。方言。地獄序曲。真意がおすの間に。

踏み荒らす程度はまだ忍ぶとしても、忍びがたいのは、物珍しげに土足で内田の牢を歩いたり、大善良の者のを脅して食料を出させたり、甚だしきに至っては女房たちの住む奥まったところで折々悲鳴などが漏れることであった。まだしもそれは彼として目を塞いでいても。 朝鳥が我慢のならないことは、この柳の水のそばへ来て、坂東なまりの兵士どもが、ガヤガヤワイワイ、ヤバみたいな裸体を表して、鶴瓶から水を飲む、顔の汗を洗う、行水を使う。はては付近で立ちしょうべんするやからさえあるのだ。こわらしい人たちではある。けれど、ついに言わずにいられなかった。もし、お願いですから。 ここの水を使うのだけはやめてください何？なんだと兵士たちは彼をかがしほどにも見ていなかったこれは柳の水と申して都一の名水です上皇様の久保の水でもありますあちらにも別に井戸があり流れもあるでしょうどうぞご遠慮くださいましなんだてめやどういう方向にんかい柳の水の水森でございます 水森、れ水番か、はい水の正常を守るだけが私の役目です私の命をもっても守らねばなりませんのでうっうっうっ兵士たちは笑いこけた非常な滑稽に感じたらしい かれらの郷土坂道地方の山やりは水はありあまって時に洪水をなしたり畑や家を流したり困りものとすら思っているいくらきれいと言え冷たいと言えその水に万人をつけておくやつの気が知れないまたまじまじと年がら年中たっている人間の了見もわからないふざけるないくら都でも雨が降れば水はたまるだろう 上皇がお使いになるとしても八大竜王じゃあるまいし飲むたびに井戸を空っぽにするわけではあるまい恐れ多いことをおっしゃる人たちではある一体皆様は何でこの御所へそのような狼藉をしに入ってきたのですか狼藉だってやいいつ俺たちが狼藉したかここを守るために詰めたのは左大臣家のご命令なのだぞ左大臣家に聞いてこい あの夜長すか昼長公かそんなことまで知ったことじゃないそのうちに合戦となればどうせ御所も柳の水もあったものがてめえなども今のうちに国葬でもかき回して少しでも腹を膨らませておいたがいいぞ到底真面目に話し合える人々ではないこれ以上ものを言えば次には腕力と決まっている 朝鳥は彼らの手に手に持っているさまざまな穂先の矛長江の刀など刃物の光を見てすら肝が縮んでしまうなすがままに見ているしかない見ていると彼らはまたしばしば不思議な行動をしているここの大きな樹木という樹木へ真白のように登り小手をかざしたり身を隠しなどしながら野別高松殿の方を還望している様子なのだ そしては何か発見するとたちまち二三騎が裏門からどこへ何を報告に行くのか鞭を打って駆け出して行く。この水の枯れる日はわしの命も枯れる日だ。この水を守るだけを生きがいとしていたのにもしかせんにでもなったら。朝鳥はそこの柳にもたれて考え込んだ。 死因のお身が気遣われてならないものの下船な身分ではどうこの真心をささげようすべもない涙になるばかりであったその方を名でいたわるごとくその耳へ何かをささやくもののように夏柳の緑の糸がそよ風に連れて彼の顔へ寄っては離れ寄っては離れた新帝後白河は 姉公寺西の党院の里代理に移って喪に服しておられた柳の水の御所の大木に登って小手をかざすとここのうちは丸見えなのである主語を承っている下野守義友の部下は気がついて義友にこれを告げたので義友はいやそちらの手をしておれ目に物見せてやると 柳の水の御所の出入りを見張らせておき、相手方の武者2人を召し取った。彼らの自白によって、死因の留守の御所に立てこもった軍兵は、サフ頼長が東国の治療から早くに招集しているものと分かった。それとなお、 よりなは自邸の東三条邸に相模のあじゃり松村という僧を生じて代理を受訴する秘法を行わせているという事実もそのものの口から割れた義友はすぐ手勢を引き連れて東三条邸を取り巻いた受断の現場で一人の階層を捕捕しまた証拠となる書状なども収めて引き上げた この騒動はまちまちに伝わり当然田中殿にもその日に聞こえたであろう真印が真夜中に田中殿を出て白川の五木の宮へ渡御されたその日の出来事だったのである真印ゴム本の噂はこうして確証づけられたもはや日時を貸しておくべきではない美福門院も翌10日の朝安楽寺院から八条烏丸へ移った その他、苦行百貫も雲の移行するように楽内へ帰った。湘南温親税はその日、高松殿の南帝に軍勢を集めて、御事の利を伝え、その後でこう指令した。義朝と義康とは代理にあって主将を守護し奉ること。その他の少子・ケビー氏らは、新意へ加のために諸国から馳せぼる敵を、関所関所にて防ぎ止めよ。 代理型へ味方あるは入れ、親鸣よりながらに応じてくるものは打ってとれ。この日、この町名こそ、それまでは公都の自衛でしかなかった武士の休戦をして、敵へ向かっては敵を選ばず踊りかかれと、あえて無制限な血の荒野へ話したものであった。 東北の未開度や再開の乱俗は別として、親しいこと、武力の恐怖を知らなかった奈良平安以来の文化社会に決別を告げた日でもあった。わーっと本能性を帯びた武者声がそれに応えた。書道への旗分けには、粟田口へは沖の方眼・惚重、淀川寺へは周を末ざね大江山口へは新道方眼、ね・助ね 久米寺には平方眼実利そして清盛の次男秋の方眼元盛は「氏寺へ急ぎ迎えよ」と命ぜられたどうしたのか父清盛はこの日もまだ代理に姿を見せていない元盛はそれが気にかかっていた手勢二百余機を連れ六原の我が家を横に見て氏寺へはせ下っていく彼であった 兄の重盛より年は一つ下の高眼十七言うまでもなく初陣であった次回は「赤旗のもと」です「新平家物語」第56回講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は上春彦です。赤旗の元 バスへの六原も近頃ははどころでななくなっている清盛がここに不審して時子と新家庭を持った年に長男重盛は生まれたその重盛がもう18であるその頃は往来も稀で鳥辺の栄行く葬式家清水寺の僧ぐらいしか通らなかったものだが五条大橋がかかって景観は一変した。 道は広くなり並木を残して足や池は埋められてゆき長い追字と平門を持った館や庄屋敷も目立って多くなっていたそれらの門は皆清盛を中心に文化的に派生した兵士の家々でないものはない。 の死後は兵士の族長としてまたようやく中央に重きをなしてきた彼の存在とともに以前の家の子老働たちも当然皆成長して任官するもあり妻子剣族も増えていよいよ六原の繁盛を加えていたさしずめここは六条の源氏街に対し平家町をなしてきた形であった。 清盛の住居が中でも最も高層であったのは言うまでもない当初の宮廷は今では長男重盛や老親の木之助家定の住居に充てられずっと五条の河原べりまで囲いを伸ばして牙のまま出入りできる二階門やら新廷が建てまされていた庭園を抱いて幾棟もの神殿や泰の屋に分かれているのであるの居室はどこか ころの屋根はどの辺りかさえわからないほど広かったところが昨日今日はしもの広さも金剛や御国から馳せつけてきた武者どもで屋敷の内も外もごった返していた馬は到底置く余地がないので付近の空き地や河原の木陰に急場の馬つなぎをしつらえ馬卒たちは馬と共に野営していた これらの人数は先に法王法御の海層に上落したのもあるし早耳に中央の変を知ってともあれ夜通しでやってきた清い者も少なくないそして清盛から激を発した治療の地方兵は昨日あたりから着き始め今日もまだ続々揚げ潮のように門前に着頭を告げていたこの日こういう檻も檻であった 鴨川の彼方の峡谷の腹を斜めに直をほじて高松殿から宇治へさしてゆく清盛の次男元盛の手で約200の列が七条口の方へ出てゆくのが見えたおっご次男だ元盛様が立っていかれる遠目にも味方の中の味方兵士の行軍とはすぐ分かった小畑大畑すべて赤一色をなびかせていくからである 赤旗はここ六波羅の帝にもへんぽと立ち並んでいる手を振り声を揃えてここの軍表が堤の上から観光を送ると彼方の並列も盛んに応えながらやがて遠くなったおなんだあの諸声は清盛はふと左右の者のを見回した正殿の外側は板敷きの久しの間であるまた老のとも祭殿とも呼ばれる部屋部屋に連なっている そこここに詰め合っている武者たちは、口から口へ清盛のそばまですぐ伝えてきた。ご次男の君がじえさしてご発行と見え、今川向こうをご通過になったのでございました。清盛は聞くと、ああ、そうか、行ったきりである。そして、義亭の火の苦労の時忠や、立定の大夫常盛、老親の木之助、現在は筑後左衛門家定、その子家長。 また伊勢平氏の森利定義森国などの腹心を周りに置いてするとざっと600機かと着党の名簿を読んだ時忠に軍勢の頭数を聞き返したなおたそがれにも明朝にも遅くつくのがありましょうが現在で総勢688機となりますそのうち主だった武者の名をもう一度読んでくれ御一文とここによるものは略すとします 新兵衛の城家末、イエスエ薩摩、馬の城八幡水左近の証言同じく太郎、同じく次郎、滝口の武者には、滝口家綱、家継、金末、金道また河内よりは、日下部十郎、佐塚大夫、伊勢古市からは、伊藤武者、影綱、伊藤後、伊藤六、伊賀の山田小三郎、これ行き、備前の南波三郎、常房、備中の瀬尾太郎、金康。 さっきから、時子の次女が何かここへ伝えに来ていた。しかし、遠くに手を使えたまま言い出しかねているふうであったが、あの、御台番所様から急いでというお取り次でございますが、何奥からだと何だただいま、ご次男元森様のうじじへのご人数がすぐ川向こうを通られますゆえ、殿にも物見のローマで急いでお渡り遊ばすようにと。あれが言うのか はい和さまの初陣を見てあげてほしいとおっしゃいまして、俺にそんな暇はない。奥に言え、元森は宇治へ花見に出かけたのではないぞと。はい、それよりは元森がクビになって戻ってきても、泣き吠えぬように心自宅が大事だぞと聞かせておけ。次女は自分が叱られたように、妻田の外へ出ると、たもを目に当てて走っていった。 そのあと清盛は言葉に力を込めて言っていた。知らないのだ、今時の女わらべは。戦というものがどんなむごいものかを身に知っていないのだ。再会や東国には絶えず戦われているのだが、久しくこの都にはなかったからな。もっとも、俺や和殿たちでも、都の中に平乱を見るのは生まれて以来、今日をもって初めとする。 これはは容易な時勢ではなでい。瞬間皆黙ってしまった言われるまでは浮ついていた自分に誰も気づきはしなかったただ雰囲気に頼んで強がり合っていたに過ぎないしかし清盛が言った通り花見ではない合戦なのだ白人と乱戦と炎のもとに名誉や出世だけが拾えるものと夢見ているとしたらどしがたいバカである もう一遍佳境を思い祭祀を胸に描いてみるがいい命にも悔いはないか自分自身に聞いてみろと人々は改めて言われたような気がしたのである蕨が大内輪で清盛の横から仰いでいる座にはその微風だけが動いていた 清盛は円座にあぐらを組み、例の厚刈り症とて鎧は傷、白木綿の鎧下着の前を押しはだけて、児童の仰ぐ大内輪にわざとへそを出していた。こういう不行儀な恩大将を頼もしいと見る者も,もあり、また困ったお方だとたしなめたがる身内も多い。御台番どころの時子など、その方の先方である。 それだからあなたは天井人たちから誤解され、源頼友などはさすがゆかしいと人も言うのです。子供らも皆それぞれ官職についているのに、いつまでもあなたが塩麹をうろついていた頃の伊勢の平太のままでは困るではございませんか。こう言えるのは彼女とそして清盛の義母池の善にだけだった。清盛は妻や義母には、いや女には誰へも優しく、 さっきみたいな場合でなければ大概ハイハイ言っている。だが本気で相手にしていないのかもしれなかった。悪かった気をつけようあっさりは言うけれど彼女らのいないところでは守っている風はちっともない。もっとも今年39歳男性の大世期である。昔木之助家定がよく彼に言った天地が生んだ一個のものの。 べん,べんたる腹の中には野生もちげびと根性も多分だろうしなお何が詰まっているかわからないその未来欲は未来号は清盛自身にも分かってはいない今の彼はただ眼前の強烈な一翼に燃えていた待っていた時であるいかに今日の日の目を待っていた忍耐のちげ草であったことかよもちろん 生命、祭祀、家紋もとさねばならないと分かっている。それだけに戦時があっても、軽々には動けなかった。次男元盛に200機を授け、町名には応えておいたが、彼自身のへそは、でんと座ったまま、きょう7月10日、日も五河原に薄れかけていたが、まだ容易に立ち上がる景色もない。代理型、後白河天皇に味方すべきか。 また新院方、すとく上皇に着くべきか。天井も武者一般もこの後輩に迷うものがすべてであった。しかし清盛はそれに迷いはない。彼は初めから新院型に加担する気はなかった。新院の御無本とは、実はアクサフ・ヨリの企みに他ならないと感覇していたからだ。 頼長も清盛に期待はかけていまいが清盛も頼長によって何も求めようとはしていないもともとひょうたん相入れぬ中であるクワウルに昨今のうわさによればおじの馬之助忠政は真っ先に真因の飯に応じたとも聞いているでは代理型へ味方かというにそれも清盛はまだ腹を決めかねていた自分が立つか立たないかは 一人六原在住の者ばかりでなく各地の続投やその家人老党までの運命を決定づける一歩を誤れば何も知らない無数の妻子老様までを地獄へ投げ入れることになる清盛はそこに迷う元盛だけを参人させ自身は立たなくても住むには住むのだ将来は知らずここのところは見ておくという手もあるにはあるだが今を 時だぞとしきりにささやく野望の方が理性を超えた魅力であることも争えなかった機械は二度とは巡ってこない今が開運の迎えではあるまいか彼はこのキ路に思い出される一つの偶然辞を持っていたそれはおととし父忠盛の没した翌年のこと伊勢のあの津から船に乗って紀州熊野へもう出る途中だった 大きな鈴木が清盛の乗っていた船の内へ飛び込んだのである。人々は目を見張って騒いだ。熊の案内の先立ちは手を打って、これは吉髄ですやがて秋の神殿が最小ともなり平家御繁盛の兆しに違いありませんと誇張していった。そして、 昔、州の武王が自分の船に白魚が踊り行ったのを大いに祀って、後に天下を平定したという故事など挙げて、これなん、熊野権現の御理勝と覚えまする。さても、さ先きよきとろにはおわすと口を極めて前頭を祝した。清盛は迷信嫌いである。比叡三皇の神与に矢を王いたほどの男だが、しかし、こう言われると信じてみたくなる。 父・忠盛の病中にも彼は周りの者から無心人を責められて父の病気平癒のためには我を曲げて周葬に大般若京の写経を頼みそれを放棄の大戦時に納めて祈願を込めたのもつい去年のことである織伏、暴夫の冥福を祈るため熊野へ行く途中ではあったしうなじの旅の連れ連れも慰められこの偶然を心から喜んだよーし そんな吉祥の魚なら俺一人で食べては家宝に余る俺が調理するから皆も食え自ら包丁を取って鈴木を料理した家の子老頭らと共に大いに杯をあげぎ唄を合唱し船べりをたたいて伊勢の海をざんざめかしたものだっただがそれ以来別に幸運もないむしろ頼長の勢力下に数年の不遇が続いただけだ 鈴木の吉髄はどうしたろうこの度のお召しが熊野権現のそれならばだが彼の見るところ今度の乱は天皇にこうする上皇の戦いとは唱えられているが防身対防身の双波野望と野望との葛藤である決して大義を持つ戦ではない俺が横から野望を抱くまた何の不定であろうと彼は思う 野望といえ、彼には彼の目的も理想もあった。芋畑の芋の子のごとく増えてゆく六原の眷属に、一門の長として何らかの将来を開拓してやる生存の必要、自然の勢いに迫られていたことと、もう一つは貴族独占に代わるチゲ人のためのチゲ人中心の政治を起こすそれであった。彼の場合も出発は正しくて美しい。 晩年の牙城入道清盛はまるで別人みたいな存在になったが、壮年の彼にはそんな理想もあったのである。着党です日立之助頼盛様が老頭六十期と共にただいまお見え遊ばしましたその日の人もしごろである。表の一部者は記録係の火の苦労度時忠へ告げた。頼盛が来るか来ないか。それは、 清盛が昨日からひどく気にかけていたことだったと知っている時忠はすぐ清盛の前へ出て「ご社邸の頼盛殿がご参加でございますよ」と耳へ入れた「来たか」と清盛は食べかけていた食前を慌ただしく済ませてここへ通してくれ「時忠お前が迎えに出ろ」と言いつけた頼盛は彼の弟である 兄弟の順から言えば5番目の弟なのだ清盛常盛範盛家盛その下が五男頼盛となるしかし父は同じ兄弟でもこの頼盛から下2人は母が違っていた一宮の目のとの有子今は池の善利と呼ばれている五家の子である頼盛は二十歳だった当然今度の召集にも漏れてはいないけれど 母の池の善にが無条件で清盛の門へ彼をよこすか否かは疑問であった。もし義母の善にが一宮との救援に惹かれて頼盛を新印型へ参加させれば清盛は立つにしても頼盛を敵にしなければならない。これは彼の性格として心が痛む。叔父の忠政は敵に回すとしてもすでに信与事件の時に彼から議絶を受けている中である。 けれどもし頼り,りが味方に来なければ義母を敵にし夫のない御家をさらに悲嘆に沈ませるようなものになるからである。おお見えられたか頼り,もり清盛は彼を見ると眉を開いて金銭たる風を隠さなかった頼り,りはむしろ内心地産の咎めを恐れていたらしくまことに遅くなりました 決して臆していたわけではございませんが、と、因銀に礼を取り、その後で言い訳した。なんの、俺すらまだ腰を上げてはいないのだよ。というのも、母の二孔のお心定めもいかがあらんと、和殿の来るのを待っていたのだ。して、二孔にはどう仰せておられたか。い,いえ、何も仰せはございません。ただ、兄清盛の指図に従えとのみ言われて、 だが勝ち目はいずれにあると見越されておいでかなもとより死因の御たくらみはなるまいと涙を流しておいでになりましたそうかよしこの瞬間に清盛の腹も決まったのであった母の尼は常に一宮へはよく伺っている従って死因型の内部には精通しているそのお人が 死因の破れを見越していることは重視してよい。時ら兵どもに兵糧を使わせ十分に酔い寝させておけここは至高の頃に出払うぞと言い渡した清盛も眠ったしかし夜半にはもう起きて常盛則盛頼盛などの弟たちに我が子重盛も加えて出陣の幹を河ら家で酌み交わした。 この席には時子も清掃して加わり調子を持ちまた夫の鎧着を手伝った鎧は今初めて着る唐川の鎧であった太刀もそれと一緒に防夫忠盛から譲られた小ガラスの太刀それを吐きながら清盛はふと頼盛の方を見た頼盛の腰には抜け丸が横たえられている小ガラス、抜け丸と合わせて こうふたふりの立ちは。兵士世襲の重宝であった。次回は。ぬかご雑誌。です。新平家物語。第五十七回。講談社吉川英治歴史時代文庫より。朗読は。上春彦です。ぬかご雑誌。ここで。 忠盛の死去前後ののことに話はさかのぼる。忠盛の病没は方言の乱のあったその年より3年前の正月15日であった年はまだ58という若さ年の割に子が多かった前にも言ったように男子だけでも7人もあるおそらく女子もあったかと思われるが師匠の上には見えない 清盛を頭に次男常盛三男範盛四男家盛ここまでが祇園の女吾との間にできたことなっているが範盛だけは大権門人の女房を当の家隆の娘だという一説もある真偽はわからないそれから五男頼盛六男忠重、七男忠範の,の三人はしばしば言う通り後添えの有子、池前利との子である これは確かであるとにかく菅目の伊勢殿は律義者の子沢山といったような小牧者だったことには間違いない。病床についたのは前年からで高官の伝説として清盛が薬の城に馬を引いて行ってやっと医師を頼んできたなどという話もあるがこれは清盛は二十歳がらみの貧乏時代のことを忠盛の病物に寄せ履き違えたものに違いない。 忠盛はその時行武京であり清盛すら秋の神であった家紋は相当に富んでいたしかし祇園の女吾という悪妻を持ち大勢の子を貧困の中で養いながら長い逆境時代を壮年期に過ごした経験もあるのでその後の彼は理財にも心がけていた跡がある。 貧乏の,の国にはよく密貿易の総船が漂白したりして自然異国の雑貨が散らばるところからそれを都へ取り寄せて他人の手から好遺伝のお壺の位置で売らせたなどという陰口をまかれたりしたこともある。偏屈家の社交嫌いに見えて世辞には明るく無欲豪直な武人に見えて物質の尊さも知っていたのだ。 また、菅目の武男で通りながら、あちこちのぼねの女房などとちらほら浮き名を咲かせているなど、なかなか隅に置けない風流士でもあった。没後には、忠盛和歌集なども編まれているし、どこか秒爆たる大きさがある。彼の性格そのままが、その時代の爆たる部門性格だったと言えよう。彼以後には、もうこういう武人は出現していない。 武家の菊が型にはまり自由な人間発露に拘束が多くなってゆくからである忠盛の病が熱くもう回復の望みも絶えたと分かると次男の常森は涙ながらに兄にせがんだアンジャヒトどうか母上を呼んであげてください根性のお別れに一目でもお合わせしてあげてください母母上とは誰だ 清盛はわざと言ったがもちろん分かりすぎている。発病以来父の枕元には低縮な後沿いの有子がかしづいているが常盛が言うのはもとよりその義母のことではない。自分たち4人の生みの親祇園の女吾を言うのである。常盛はすぐメソメソする。 昔の花垂らしではなし、もう人間もし、嫁も,ももらっているくせに、この弟は一家とたくましくならないのだ。清盛は生みの母を思うと、今もって不思議な苦しさが血管を荒らし回る。目つきまですぐ変わってくるのである。俺たち子供らがそう思ったところで、肝心なご病中の父親がどうお考えになっているかわかるものか。あ,あんな母のことは忘れろ。忘れてしまえ。 れれられませんとつねもりはなお涙していう。父上も決してお忘れになってはいません義母が枕元におられない時にはふとあれもどうしているやらと私へおもらしになったことがありますそうかなほんとかつねもりそれはそうでしょう4人もこうなした女かですもの それにしても弱るではないか。今の母がおいで遊ばすのに。毎朝、朝間だけにはご祈願のため清水寺へ紐でされていますから、その間にでも。と言ってお前、千の母が近頃何してどこにいるのか知っているのか俺は今生きているのか死んだかも聞いていないが。あんじゃ人さえ怒らなければ、明朝ほのぐらいうちに私がそっとご案内してまいります。 お前は居所も知っているのか俺より会っていたのか間にはおい黙っていては分からぬどこにいるんだ近くか遠くかどうしても清盛はつい激語になった。否定している母なのにその母と常盛とが年来人目を忍んで会っていたとわかると妬ましくなってそれに以前のままな感情もこぐらかり。 拳で弟の泣き顔を殴りつけたいような気持ちになる連れ森はベタと両手をつかえてその兄の形相へおがまんばかり無線で言った「一生の一生のお願いです」あ「あっあんじゃ人お,お願いです」清盛はかんで吐き捨てるように言った「勝手にしろ俺は知らん!」 父の気持ち次第だ。夜の明けぬうちに腰に乗って有子は清水寺へ祈願に通った夫の病が重くなってから雪にも雨にも一日とて欠かしていない今朝も彼女の腰が霜の道へ出ていた すましていたも森はそのあとですぐ一人の女をほのぐらいつまどの影から父の病魔へ手を取って導き入れた泣き声が漏れていた紛れもない先の母祇園の女吾の声である清盛は一間隔てた久しの間に寝ていたが面々とおえつやすすり泣きが続くので我を忘れて寝床からはい出していた ひと目会えてよかった。思えばそなたも不幸せな女ではあったよ。こらは皆大きゅうなっている。そのことに心残りはない。ただそなただけだ。心がかりは。そなたが惨めな末路をさまようては、亡き白河の君に申し訳がない。 陰ながら年つき心にわずろうていたのはそれひとつじゃ。よせよ、幸せにおくれよ。キレギレではあるが病床の父の声だ。清盛は何のこったと腹が立った。自分だけがはぐらかされている気がした。死なんとする病人の言葉にうそはあるまい。 父は本当に長の年月を浴びていたのだろうか。あんなに手を焼いた不定の妻に、こう捨てて出て行ったみだらなわがままな女などに。有子が戻ってはという気遣いがうかがわれる。まもなく、また常森に肩を抱かれて、祇園の女子は泣く泣く裏庭から帰っていくらしい。清森は慌てて牢を回り、芝垣の隙間から母の姿をのぞいていた。 はあおかわりになったお年寄られて清盛もそこではつい泣いてしまった差しも美しかった母もその朝の姿はそこらにしもがれている草花と変わりはなく薄化粧はしていたが皮膚も白っぽいばかりで頬にはたるみが見え髪はつやもなかった 数えてみると、この母も五十である。女の五十一体今はどうして暮らしているのか清盛は父が病床から彼女に言っていた通りな気持ちになって、常盛がいたわるのを柿の陰から感謝していた。さあ、和樹をお召しなさいませ。いつまでも悲しんでおいでになって、お体でもわずらうといけません。私が ままで送っていきましょう。人目につかないようにどうかずきをまぶかにおかずきください。ふたりが去るのを見送って清盛は父の病魔へ来て座った。そしてややしばし父の寝顔を見守っていたがついに思い切ってそっと行ってみた。父上ご安心なさいましたか 忠盛はまぶたを開いた清盛かそしてまた無言が続いたそこの手箱をとやがて言う手箱の底から一本の古扇を探り出し黙って清盛に与えた形見のつもりらしいそして疑うなお前は 紛れれももなくくののののして旅ののののののここだだおおおたははががにててでいっその日には忠盛はもう四季を悟って兄弟たちへそれぞれ形見分けをした。 清盛へは総伝の唐川の鎧と小烏の太刀をそして間の弟たちを越えて東福の子有子の産んだ五男の頼盛へ抜け丸を与えたのであった言うまでもなく有子への気遣いからであるどこまでも妻には気を使う父しかし有子は低縮であったし七人の男の子は皆沈騰に自死 一眷属も今で川の屋敷に詰めて忠盛の死は人生の終わりとして不足ないものであった父の死後だいぶたってから清盛はふと人なき一室で例の形見の古扇を開いてみた旅の道のべに御車を止めたまいける折白河の君の どがぬかごはと問わせたマイケルに「芋の子の鶴もいつしか灰入れぬ」こう書いてあるのは確かに父の筆跡であるけれども下の句は墨付きも筆癖も別人の書であった「ただ森育て家書きとせよ」清盛はこれを次次の家定に見せた。 木之助家定は古扇を拝して明らかに下の句は先の白川院のご神筆ですと答えたということは清盛が忠盛の実の子ではなく白河の御子だということになるが清盛は嬉しくも何ともなかったこの古扇から何の愛情も心に響いてはこなかった会議は解けたがかえって淡い 悔いが残ったやはり忠盛の子でありたかった扇はその時以後手にもせず何かの箱の底にしまってそのまましまい忘れていた十一日の朝まだ未明の頃六原を出た清盛以下の一族は朝の日の出とともに高松殿の里帰りへ入った三人の名簿を捧げお味方を誓い 直ちにに代理の守護についた。先着の軍勢には下助神義朝があり兵庫の神源頼政などがある源平根政軍であった赤い旗白い旗が一つ陣営に仲良く隣立していたそしてその日の夕方にはもう陛下がこの都を焼き立てていたのであった 次回は白旗のもとです新平家物語第58回講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は上春彦です白旗のもとついに人間には誰の身にも生涯の大難といったような場合が 一度や二度はなくては済まないものかもしれない。六条堀川の源のためよしも、年六十にもなってかかる苦境に立ち迷おうとは。と、この数日は短足ばかりしていた。急に瓶の白さをさえ増したように見える。多年恩惚のある左大神家、阿久佐府の頼長からは真っ先に、 即刻親印へはせさんぜよと使いが来ていた宇治の入道忠実からも度々の密誌を持って一門を率いて親印へお味方するようにと矢のような催促であるそもそも左布り長が親印を立てて武力を思うに至った腹の底には為吉一族の源氏武者は元来我が家への私兵であり 自分の自由意志に動くものという考えが多分にあった彼を主力とし奈良の大衆や吉野法師の僧兵に加え治療の地方武者などを加算すればとそこに断然腐敗の強気を持ったものに違いない源氏と当氏の長者との類大の関係からも当然為吉はその催促を拒みえない立場にあるところが同時に 天皇の戦時も為しに下って義朝とともに代理を守護し半とを打ち平らげよというお召しである朝命もおもし頼長との関係も一丁のものではない彼の苦悩ははために見るのも気の毒なほどだった父上お力にもなりますまいがせめて我らだけにでもご神聖をわってください 私の6人は腹を決めました。あくまでも父上と虚集を一つにして離れまいと。彼の息子たちは父の一室へ詰めかけた。もどかしいのだ。父・為吉が今度ばかりはどうかしたのではないかと疑っている決起なまなざしばかりである。四郎左右衛門り方、五郎かもんの紋之助頼中、加茂六郎為宗、ね、七郎ためなり、 鎮西八郎為朝九郎為中こう人のほかに長兄のしぼつけの神義朝だけがここにはいないその義朝に対して弟どもは皆不平を鳴らし合ったたとえ長命を報じるにせよ代理へお味方するならするで一応は父上のご意見も正し数ならぬ弟どもでも我々にも何か一言ぐらいはあってもいいはずだ兄には骨肉の愛はない 一族結束の考えもない。あるのは身一つの名誉心だけだ。一人いい子になりたいのだ。だから真っ先に代理へはせつけ、朝廷の武神では第一という顔をしている。父や弟どもも心があるなら飯に応じて後より参れと言わぬばかりに。義朝とこの弟どもとは兄弟でも母が違っていた。それに十年以上も恩国に分かれていた。 城においいても自然どこか冷た義友は23から鎌倉に下り16年以上も東国の続党の中で暮らしていたその間に彼の武勇は地方の乱俗討伐で鍛えられ末頼もしい御曹司としてたよ吉に従属するより直接義友の帰餓につく者の方が年々多くなっていた。 これも在京の弟たちが常に快く思わない一員だったまた阿久佐夫頼長が一時平等に意を振るった時には清盛に代わって院の武者どころは下助の神義友の手に委ねられた義友はそれ以来都に住んでいたのである父よりも弟たちよりも実質的に佐夫頼長の引き立てを受けたのは義友であった だのにその義朝は頼長に見向きもせず誰より先に代理方へ馳せ参じている名分と身体に明らかだといえば家もしようしかしそういう賢さやまた日頃から父為しの聖望をも超えて武者どころの上に望んでいる兄の態度が弟どもには何とも孤釈でたまらなかった父上父上のご所存は一体どうあるのでございましょうか 早ご猶予はなりますまい。おとといもきのうも、またきょうも諸国からはせのぼった平和は、この六条屋敷から堀川一帯に駒のつなぎ場もないほど詰め寄せているのです。父上のご出話を待ち抜いて気負い抜いている者どもも、ついには巷またの風雪に惑わされ、おのおの身勝手な行動に走らないとも限りません。息子たち六人にこうこもごもに迫られると。 ためよしもついには閉じている心の恥を見せずにもいられなくなった。まあ待て、そう言い騒ぐな。実のところ、俺は真因のお召しにも参りとうない。代理方へもお断りしようと思う。それが為吉の考え抜いた究極だ。この際、六条源氏の取るべき弓矢の道はそれ一つと思いきわめた。 おことらもその心得でおれ、まちまちの哀れな女子供でも守ってやることだ。ためよしがそう申したと、表の兵たちへも言い渡すがいい。なおそれでも合戦がしたいやつは、代理型へでも親員型へでも所存次第にいねと言え。父と息子たちの間でかなり激しい論争が交わされた。累代弓矢の家でありながら、 この非常をよそごとに見てなど言いたら世上は我らを何と笑うだろうそれはまた言うべくして行われないことにも極まっている諸国の源氏一族労働などもそんな中立的態度に甘んじようはずもないたとえ自分のみはと中立を唱えても陛下は遠慮えしゃくなく広がっていくに決まっている 六条堀川だけを戦場外にして戦ってくれればよいが、誰がそんな保証を与えよう。こっちは弓矢を捨てたと叫んでも、ちくるった両軍の感火や炎は何の呵責もするわけはない。むしろ信印方からは真偽なきエセ武者よと打ちかかられ、また代理方からも戦時を放ぜぬ臆病者よと憎まれ侮られ。 挙句の果ては双方に挟み撃たれて袋叩きの目に合わないとも限らないもしそうなった挙句にわかにいずれへお味方と叫んでみたところでもう遅いであろう部下の統一は取れっこないしちりじり思い思いに挙手を選んでもそれは高三人と変わるものではないからだというのが息子たち六人の父に譲らない先見であったはあ なるほど、いかにも。民芳はいちいちうなずいた。そういう悲惨な気着に彼も目を塞いでいるわけではないのだ。苦悩の影を眉にも頬にも深くして言うのである。だが、思うてもみよう。信印型に勝たんせんか、金門に弓を言い、我が子の義朝をも敵としなければならぬ。 また代理方へ参るなら、四毛筋の頼長公を藩族と呼び、あの薄明なストクの君をも、我らの矛や炎でおいまいらせねばなるまいが、いずれに味方するも、しょ地獄の羅刹の役だ。祖父に八幡太郎義家を持ち、弓矢の家の跡を継いで恥は取らなかったためよしだが、この度ばかりは弓矢も捨てたくなった。 まあもう一夜待てもう一夜とくと思案してみよう父の小水は目にもわかる息子たちもそれ以上は責めかねた不満ながらもその場は一度下がった同日重ねて代理から飯があった下付の神義朝からも使いが書状をもたらした 直に対しては「老来何事にも物うく昨今も持病に伏しおりますゆえ」と息子たちをもって廃事を述べさせ義朝の手紙には「返事はない」と言って返したしかし後で読むと義朝の書面もなかなか哀れで為吉の甥のまなこを涙でいっぱいにさせた義朝は義朝で自分の立場を訴えている 朝廷に二廷はありえず、新印ご無本の理由はどうあろうと、自分は後白河天皇を御一人と仰ぎ、金門守護の職責を尽くすしか他に道は知りませんということ。そしてまた、こうも書いている。父上も弟どもも、一刻も早く代理方へご参加ありたいのです。史上、将棋 いろいろご決意を鈍らす者は多いでしょうが、何は断ち切っても大道につくべきでしょう。同族骨肉が血みどろに戦い合うなど、思うだに支給されます。もし新院方の牽制などでお立ち入れがままならぬなれば、信也義朝自身、辻を固めてお迎えにでもしましょう。父上の老く、人間の晩節、 二つながら、不将の子、義友も今は心配でたまりません。どうか、声がたい一戦を踏み切って、金門軍の上に父上の御旗を見せてください。父上の子どもらはそれによって心を一つにし、またこの時の大事に立って、どんなに息きの喜びを温め合えるかわかりますまい。面々と情理を込めた文儀である。やはり我が子だ。 紛れもなく彼も自分の分身だと思う為吉の考えは大きく傾きかけたところがその日の夕方左京の大夫宣長の車がまた門に見えた事変以来宣長がここへ臨むのはこれでよたび目だった死因の禁忌宣長は「私も実につらい」 ためよしに会うとまず言ったかかるつらいお使いに立ったことは長い天井生活にもありませんが隠蔽です与たびの直を報じて最後のご返答を伺いに来た為吉殿どうでしょうご決意は何度申し上げるも同じですどうぞ上皇にも頼長公にも 為吉ははや盲禄の手に見うるとおっしゃっておいてください。いや、お気持ちは私には分かっておる。が、頼長公は例のお声で叱咤されます。為吉に何のいなやがあろうや。年来元家を庇ごしてきたのは何のためか。六条源氏の一類が世もこの後に至って、氏の忠実頼長を裏切りもすまい。また、 ご真偽のご敗北を願っているわけでもあるまいかようにお耳も貸す景色ではありません」と仰せられても何分にも自分は老年せがれどもとてお役に立つほどなものはいやいや左右衛門のためよしのお味方ありと聞こえればよいのです。 ご三人あるまでは軍議も開かじと白川北殿の院の所税はひたすらご出馬を待っておる。はあ身は一つ。とためよしは答える言葉がなくなってつぶやいたそしてのりながと果てなくうつろな目を見合わせてしまった。 この左京の大夫宣長は先に兄の徳大寺内大臣実義のもとへ今度のことで相談に行ったことがある。死因の恩たくらみを切においさめすべき彼なのであった。ところが死意の勢いに引きずられ感想どころかかえって人を家中に巻き込む使いに立ってしまったのである。この矛盾を宣長は自ら心では責めている。 ためよしに決起を迫りながら実は自分自身カランの中から逃げ出したい気持ちでいっぱいだったおお実は昨夜夢を見ましてなためよしはふいに言いだした死者が復命しやすいように口実を思いついたものらしいえ夢をですかされば 我が家に伝わる鎧がある、月数、引数、源太産木、八竜、澤高、薄金、なし膝丸の八両です。それが強風に吹かれて、ぼろ切れのように空へ飛び散ったと見て、冷めました。実に悪夢です。いよいよこの際は慎むべきだと、今日もせがれどもと話していたことでした。 どうかこのたびの軍議は余人におはかりください。戦にはいささかの今日もいむため為吉には今日の影があります。はて、武将のあなたが夢みや物意味を恐れるのは少しおかしい。さようなご返事では帰れぬが。弱りましたな。ほかに申し上げるべきお答えも持たぬ。 自分も今宵こそはむなしく立ち返りもできぬ。お悩みは察せられるが、世が知らぬまでもよいご決意を承らぬうちは。気がつくと2人はもう宵に入ってからの久しい間を、ともしびもなく真っ暗な中で退座していたのであった。食を持ってまいりました。開けてもよろしいでしょうか。の隙にが揺らぎ 息子のうちの一人らしい声がした。「誰も来るな」と言いつけてあったからであろう。よしが入れと言うと、年頃十八ばかりの大柄なコカジがつまどを開け、客と父との間に菊灯台を置いて下がりかけた。「待て、待て、恥じろ!」と、よしはそのコカジを傍らに止めて、さて宣長に改まって言うのであった。 わっぱの頃から悪名は高いのでご承知かもしれませんがこれは久しく西国に追いやっていた鎮西八郎ためともいい私の八なんです子供は数ありますが戦の真似事でもできそうなものはこの八郎か長男の義友ぐらいで他はさしたるお役にも立ちそうもありませんすでに義友は親兄弟にも何の相談もなく代理方へお味方に参じ 多年恩子のより長くに染むくばかりか、親銀に敵対し立てまつること、親として何とも申し開きもおざらん。ついてはこの八郎をためともを老骨の自分に代わって親銀のご帰化に差し上げたいと思うのです。八郎をお召しくださるはいいか。八郎、そっちの意思はどうだ。参りまする。 ためトンは大きな手を床についてぎょろりとノリナガを見父を見上げた。父上の恩味がわりとあればなおのこと喜んで親銀の御神へはせ参じます。る。するとこれはまたためよしにもノリナガにも意外であったことには、とたんに外のつまどろの影や簾の小園にさっきからかかまり合っていたらしい他の息子どもがどやどやと一斉に入ってきてそこにずらりと手をつかえたのであった。 父上、末の八郎だけを親近のお味方へおやりになるのはいかがなわけですか我らは物の,の役にも立つまいとは、あまりにも心外なお言葉です。立つか立たぬか、この四を寄り方も、お塚わしの上見ていてください。いや、家紋の助寄り高も参じます。家母六郎をためむねとて、決して父上の名を恥ずかしめはいたしません。八郎が参るほどなら、どうでも私も参ります。 範頼長はあぜんとしており為しもはちきれそうなそれらの顔が口々に自己の生命をひっさげて言う結束された若い医師の強さにただただ呆れ見守るばかりであった次回は、です。新平家物語第59回講談社吉川英治歴史時代文庫より 朗読はジョーハルヒコですウブギ九条院の造子の時はは二十歳であったそしてもう三つになる今若と今年生まれたばかりの音若をちぐさに抱えていた彼女が仕えている主人九条院というのは去年の夏七月 まだ年少にして見まかられた近衛天皇の中宮藤原氏め子のことであるかの忠実頼長親子が家の一条を皇后に建てようとして古法王に迫り摂政忠道と戦いついに事故の門から出した藤原忠子を皇后に建ててしまったあの激烈な皇后争いの時の相手の一方の女性が氏め子つまり 今の九条院の御方なのだったなんという儚さ流転の花の目まぐるしさ皇后となった忠子の方もまだ女性の青春にも合わないうちに落色こそなさらないが固形を守る太后の称号を受けずしとも見える春なき門のうちに生ける位牌のような余生の人とは成り果てているもちろんしめ子も それからは二因に等しい清楚と愛着の内殿に深くこもって年少かれんなる剪定の御霊を月に花に弔うのみが日課のような生活にこもっていた。中宮であった時の多くの肝人や女房たちもごく少数に減らしてしまわれたが時はだけはしめ子が人しを目にかけていたものだけにそなたは いつまでもここにいてたももし血のみ子が母小石と泣くならばここのソロの端にささやかな家を持ちそなたの老母と共に住むもよいとなかなかいとまをくれないのであったもっともこの時ははしめ子のじっぷこれ道大納言が彼女が中宮に立つ時よい菓子好きをと都の内から千人の道場を募った時 すべてのうちから百人を選び出しさらに十人の美少女を得り抜いて取ったというその十人中でも容姿教養一番と言われたほどな美人であるその時常盤は十五の目わらべであったわずか五年の貸し好きではあったが細やかな情操と温かな心映えとがこよなくしめこの寂しい胸の友にもなって 忍という形でこそあれ離れともない話したくない気持ちに結ばれていったところがいつの頃からかその時はには恋人ができていた忍びをは下付の神義朝とうと噂も梅の花のほのかなほどに知れ染めた頃もう彼女は今は顔を身ごもっていた やがて宿へ下がってひそかに産屋へこもる身となった。そしてまたこの春には次の音若を産んだのである。二十歳で二人の子の母とはなったが、産むごとに彼女の美は開花期の雨を迎えるようにじっとりと濡れ沈んだつやめきを加えていた。姫子はすべてを知ってすべてを許していた。ただ一時、 彼女が非常に困ったのは義朝は隠れもない阿久佐府頼長の腹心であり父為シと共に当然美福門院や関白忠道の側にとっては油断のならない人物と警戒されていることだった美福門院はしめ子が幼少から育てられてきた義母であり忠道は中宮に立つ時彼女の親元となった第一の演歌である。 で、先帝に分かれて九条院にわびしく住むようになってからは前よりもげく八条烏丸の女院の門とは行き来していた。果たして鳥羽の宝魚とともに後白河を建てた美福門院や忠道の代理方と新院寿徳を要する頼長その他彼の余類とは真二つに割れた。が姫子は今日まで 自分の身近に仕えている常輪と義朝との関係は女院へも忠道へもお首にすら聞かせたことはない立ちどころに常輪の恋が破られるかここを追われるかいずれにせよ彼女を悲しませることは分かりすぎていた常輪もしめこの優しい心一つで今や恐ろしい世の風浪からかばわれている身であることをよく知っていた弱い 裏若い女の手一つに恋人がたまともめでている男の子二人を守り育てるにはあまりに怖いような世情であった。義朝と会うことすら日に増して人目がはばかられ松よいも別れる絹絹もお互いに白人を踏むような思いをしなければならなくなった。がその怖さ。 世間の険しさがさいなめばさいなむほど会いたさが募ったある酔いは常盤の老母の家で老頭に見張りをさせてつかの間の甘い涙に濡れたりある夜の絹衣には九条院のえのき門を踊り越えて有明の月を後に外へ飛び降りる恋人の影を見送ったり。 恋も戦乱に尖る世情とともに何か熱病に疲れたような命懸けなものになっていた。泣くなよしや合戦になろうがそなたを捨てはしないどうしてこの無心な可愛い和ワクラを敵方に回せようあるよ義朝は笑っていた。 彼女の方に濡れついている黒髪を一筋一筋指で美しい耳の後ろへすいてやりながらその耳へささやいた。誰にも言うな。もし戦いとなれば俺はためらいなく武者どころの兵をこぞって代理のご守護につく。左大臣家に一片のお切りはあるが下助の神は朝廷の任命だし俺はまた彼らの私兵ではないからな。 それに悪策は末頼もしくない人だ。たとえ父為吉や弟どもが何と言おうが、俺は朝廷の武神として真偽へはお味方せぬ。の時は、それだけを誓っておいたら何もなくには当たるまいが、そなたの使える御方へも、美福門院にも、また一座の君へも身の引けることはないはずだ。むしろ心で誇れ。 我が妻の義友こそは代理方のお味方の随一なれと義友の両の手は彼女の顔を持つように抱えた二個と微笑む口を口で塞がれたまつげを塞ぎながらうれし涙が止まらない時はであった。 懐に子は眠っていたが若い父母は緑子が窒息しそうになるのも忘れて群れる父の蚊と涙に溺れて一時の感動を世音の外のものにしていた恋人は誓いを明かし立てた都の町の人々は戦の兆しに家財や病人を追って逃げ惑ったが 代理方お味方の第一に下の神義朝ありと聞いて常盤は,は恐怖よりも悲しみよりも男が自分を裏切っていなかった喜びに胸がなった男の軍岐は自分への愛の証明にそこに立ったような気持ちすらするのであった二人の恋は晴れての恋になったもう誰の前でも我が妻は源義朝ということができる それを第一に分かってくれるお人は彼女の主人であったしめ子はこうなって初めて常盤の前で常盤の恋人の噂を口にした八条の女院にもそれはそれは大変なお喜びですよそして義朝のことを聞き死に勝る良い武者ではある見るからに頼もしげなる味方よと口を極めてお褒めになっておられましたぞや 時は,は自分が褒められたように肩身の広い心地がした世間は物騒なのでその日はもう外出はしないようにと戒められていたが嬉しさを老母にも告げまだ聞き分けもないが恋人の和子たちにも言って聞かせたいような心に駆られて夕方の御用を済ますと遠くもない我が家の軒までずきをかずいて急いでいた。 まだ花を持たない夏はぎが日垣の木戸に持たれていた。そこを入らぬ前から時輪の耳には子供の声がもう聞こえている。あもし、時輪御前ではおざらぬか。後ろの声に彼女は手をかけていた木戸の袖に無意識に身を縮め、どなたですかと用心深く具足をまとった男の影を見守った。下の神様のお使いの者のです。 吉友様のでは、殿の老頭でいらっしゃるかそうです。都のうちは明日にも合戦の巷となるやもしれぬゆえ、どこぞ田舎へお立ちのきあるようにというおことづてでした。さあ、それを老母とも今宵のうちによく話し合おうと思っておりますが、若子様たちはおかわりもございませんかええ、二人とも健やかに。上の若子様は、 いいくつでございましたかな三つです。下もまだ父星屋のいくつきにもならぬ緑子。ご陣中でも殿にも檻には思い出されていらっしゃいますかあそれはもうと男は口を濁して「お名は何とおせられましたか上は今はか今年生まれの下の和子」。言いかけたがふと妙なと気がついて。 時は老頭の姿を見直した。すると男は急に何か意味のない言葉を投げて風のごとく駆け去ったなんであろう、不気味なことよの。人足違いに義朝の本当の老頭たちが10名ほど来たのである義朝の命を受け夜のうちに老母や幼子たちを佐賀の奥へ避難させるようにというので急に手回りのものなどまとめ始めた。 義朝の,の,の老働たちも知らないというし常盤にはなおさら思い当たりもなかったよ吉の家人方面頭の花沢孫六はその晩夜も更けた頃六条屋敷に帰ってきた。 そして為吉に常盤のこと二人の和子があること今夜のうちに避難するらしい様子であることなど探ってきた通りのことを復命していた刻々と深夜の静まは邸内の盛水の音にも刻まれている頃なのになお別室には親院の近所左京の大夫宣長が座っているし奥の広床も祭殿も息子たちの胸の方でも光光と明かりのさしていないところはない。 馬屋にはサ草ケの音が響くし、ブググラを出入りする老頭たちの足音にも何らかの事態の近づきが聞こえてくる。で、孫六はなお思い沈んでいる主人の眉へ向かって、担当直入に聞いてみた。ご出馬でござりましょうか。いよいよご決断なあって。すると為吉は顔の底から草汁のような寂しい色をにじみ出した。しかし、 意志を描くしわは大きく笑おうとしているのである。二つの錯雑した感情は突然声になって天井まで響いた。決めたよ、マグロク。もういいかがい。若いやつらには分別は二の次なのだ。理も非も実は念にはない。ひたむるに盛んなご対えを試してみたいだけのことだ。 院のお使い範長卿の前でせがれどもがその欲望をぶちまけよった抑えるすべもあるものかは望むがままにせいと言ってしもうたわさ <laughs> <laughs> ではご子息方のみ真偽のお味方へいや俺一人むそじのみをここに取り残されてどうするものかまた範長卿もうまく申された まれどうあれ、隠然を拝していながら、孤児し、奉る比例やある。ひとたびは木座橋のもとに伏し、上皇の御意にお答えするのが道ではないかと。ああ、道理です。それには参られましたな。決めたよ、そこでな。弓矢の家の宿命だ。このつむじの外へは逃れようもなし、逃しもしまい。時にまた今、 そちの知らせで義朝の覚悟のほどもよく分かった。のけといっても代理をのくまい。恋といっても新印方にはまいるまい。おそらくはと手前もさように存じまする。よかろあれはあれで一つの生き方をめがけたものだ。六人の弟どもとは母も異なるせいか。もともと一つ束ねにはかからぬ男よ。放っておこう。 孫六宝蔵から伝来の鎧八条残らず取り出してこいここ幾日かの妄想も今はこうと思い立ったふうに見える民吉は生涯の最期を同時にこの世腹に据えた左京の大夫宣長のいる室の久しの間に六人の息子を呼び並べて 親銀の方へのお見方を誓い家10代の鎧を1両ずつ分け与えた一人八郎ためともには体に合う鎧がなかったどれもこれも彼の体育には小さいのである残ったうちからためよしは薄金を選んで身に着込んだそしてなお余った源太産木の鎧と膝丸の鎧とをこれは代々家の嫡男に伝えることになっている 世の明けぬ間に下着の神義朝のもとへ届けてやれと花まごろくを使いとして馬の背に持たせてやった明けぬれば敵となるこの元へ遣わしける親の心ぞ哀れなると方言物語は書いている人間親子の情理性の悩みもこれほどなのに なお戦わねばならなくなるとは一体どういう地上の約束なのであろうかはたまた宇宙の一環に別に目にも見えない魔の作用でもあるものだろうか次回は「保元のの宇治の石です。新平家物語第60回」。 講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は上春彦です保元の巻宇治の関為吉が6人の息子と一族を連れて新印方への加盟を明らかにしたのも10日の夜半清盛が六原を出て代理へ参陣したのもまた同じ10日だった部門でない苦行阿損にしろ 好むと好まないにかかわらずどっちかへ皆後輩を決めなければならなかったし事実上全ての人々がこの10日中にはおよそ去就を決めたらしく見える法王崩御の日からわずか7日間の急変だった右往左往という文字通りな騒ぎであったには違いないもちろん 中には病と称して門を閉じ代理へも親印方へも姿を見せない苦行もあった東宮の大夫宗吉や徳大寺内府フ実義などはその組だった実義の弟左京の大夫則長は親印のお使いとしてついに為吉親子を味方へ誘うことに成功はしたがどうや白川北殿へ帰って復命するとすぐ落外の寺へ走って出家してしまった。 また夕顔の三味常宗は頼長について宇治へ行ったはずだが宇治を去ったきり森院にも都のうちにも姿を見かけたものはないそういう日和見主義の誰彼に対しては朝廷からもまた森院方からも出資命令を発し「職局を離れ所在を明らかにせぬものは事後において懲罰に不参」と語つしたがなお届け出ない苦行肝心が少なくなかった。 彼らは日頃無責任な理論をもてあそび公務を感情で裁き権威の対象者からいろいろな悪材料を拾ってきては媚びを売っていた者たちであるいわば無意識にせよ戦乱の火種を育ててきた下手人であったけれどこう急速に事態が戦争に突入し二つの陣営に分かれて敵味方以外の人影が見えなくなるとまるで予期しなかったことみたいに狼狽してしまった 二つのの陣営の一方を選ぶ資料も失っていたそこであらゆる境地と偽装をとって彼らは戦乱の圏外を探したけれど都のうちには二つの地帯以外傍観者のために安全そうな場所はなかったと言って三夜へ走るには生涯関東も都の居住も思い切るのでなければならず逃れてみても家や食料に窮することは分かりすぎていた。 いや、それどころか、もう都を一歩離れると、戸惑い肝心やその家族や避難民などを待ち構えて、三途の私はよろしく、さあ、俺たちの時節到来だと、手につばしている野党が無数だとも聞こえ出している。その凶暴ぶりや無慈悲な実情を伝える噂も恐怖的であった。こうして、発火寸前の空気をたたえながらも、 ままだ10日の真夜中まではは両軍とも戦闘には入っっていなかったが実際には同日の夕方まだ薄明るい頃に都の外ではもう先端が開かれていたのであるそれが方言の駅の最初の前哨戦であり同時に洛中の大衝突を一挙に爆発させた口火でもあった。 新院方へはせつける地方武者を阻止せよと命ぜられて10日の朝宇治寺へ向かって行った元盛は大和街道の要所を見定めて道を遮断し同日の昼過ぎにはもう厳しい往来改めにかかっていた何も知らずに都へ入ろうとする旅人も追い返された反対に都から田舎へ落ち延びようとする代理の肝心や増識も この後になって、五章を後ろにどこへ参るぞ月の宴、花の集いにはともども浮かれながら、恥こそ知れと、元の道へ皆追い戻された。昨日までのちげ人も今日は言葉つきまで違っている。どぎついたちやなぎなたが言うのである。往来の人間が皆、いいとして意のままになり、自然、武力の意を知るにつれて、言語ばかりでなく、 面構えから獅子の動かし方まで無意識に変わっていった日頃車増式だの平来だのと小物扱いにされていた一兵ほど権力のかいみによい急に自分たちが全ての人間の上にのし上がったような錯覚を持ったよっよっれはたぞや鬼人のぎっらしいぞやるな友も多いぞ油断すな一つはあじろ 一つは花漆にト金金具の厳しい義者、とねり蔵式など二十人余りをぐしてこの関なき関所へかかってきた「待て待ていや待たれ兵たちはわらわらと道を阻めたこの道の重要性は先に宇治へ去った悪久佐夫頼長が再び上落するのを待ち伏せてあわよくば頼長を絡め取ろうという狙いにもあったで 元森もその部下も「巣は悪作!」と目的の者が網へかかったように清い込んだ者のなのであるところが取り調べてみるとそれは山城善治重綱と菅の丘陵成信の2人だった2人は宇治の忠実の別荘へ行ったには違いないが全く軍事には無関係な代理の公務を帯びて訪ねたのであるといい それらの書類までを示したので文官のリムには暗い武者たちなので深く追及もできずついに通してしまったけれどこれは全くサフヨリ頼長の替え玉だったのである頼長はすでに前夜宇治を抜け出しわざと針腰に乗って醍醐寺から都に入り深印のおられる白川北殿へ入っていた。 おかしいことには先の二教も自分たちがそんな危険な替え玉に使われていたとは知らなかったものらしい。夜に入って白川北殿へ着いてみると付近の辻辻から書門内庭に至るまで甲冑の将兵や軍馬が充満しているので怖いかにと人々に尋ねると今夜にも合戦になろうと聞かされ急に免職を失って「あな恐ろしい鬼の内外になりつるか」。 と震え上がって泣いたということである。それはともあれ、せっかくの大物と思った二両の義者も通すほかなくやり過ごして、元森とその部下たちはやや手寂しい心地だった。まだ大和寺の夕日は赤かったが、馬に草をかわせ、兵にも兵糧を取らせていた。すると、また彼方から馬上十機、勝ち立ち三十人余り。 体をなして急ぎ足に来るのが見えたそれと総立ちに立ち向かってまず元盛が馬を進め「待ちたまえいずれの国よりいずれへ参る人々か」と正した「下と十騎の武者をはじめ後の兵もかなたに止まった」「その中からざっとした黒革の鎧に下兜をかぶった眉面のたくましい一総年武者が遠く一礼してこれはこのほど 教授を物騒と承り、死災を知らん者と上洛つかまつる金獄の者です。道を阻みた者は何のためにて騒ろうかと反問した。元盛も声を張ってそれに言う。一之院崩御の後、ゆえなき武士ども、あまた呪落な剛英文に及び、赤石を固めよとの命を被って騒ろう者なり。代理へ参る人なれば千寺のお使いと連れ立って通りたまえ。 侍は、ええこそ遠さじ。各申すは、官務帝の松を行武忠盛が孫、清盛の次男、秋の方が元盛、少年十七歳。名乗るのを聞くと、彼方でも、自分といえ、肩のごとき経図はなきにしもあらずです。清和天皇の末、大和守頼親が後院源の近広が子にて、宇野七郎近春というもの 大和の国奥氷に久しく住んでまだ恥をひとらかにさらしたことはないこの度左大臣殿の飯によって真任の味方に馳せさんずる所存と明白に申す源氏は二人の主君を取ることなど知らぬ者ばかりゆえたとえ戦時があろうと代理方に応じる者どもではありませんぞと言い払った明らかに事故の素性と主張を宣言し敵対を告げたものである 途端に元森の前に元森の兵が弓をそろえて立ち塞がった。鶴なりとやうなりが一斉に起こった。矢は彼方からも激しく飛んでくる。しかし矢数の方は兵数に比例する。当然少数の方から白兵戦を挑んできた。宇野七郎以下先頭の十騎が、まず駒のたてがみに兜を打ち伏せ、立ち長江を小脇に爆心してきたのである。 かき立てる荒駒のひづめからばくばくと畑の土や草ぼこりが舞い折り串夕雲の怪しい交際も手伝って10の影は自然な煙幕を持ったともう元森の手勢を蹴散らしていた続いてきた彼の歩兵も奥郡の山侍だけあって皆勇猛だった元森は散々に敗れ一旦手勢を星小路の北一の橋たりまで引き下げて体勢を立て直した次回は 五章と越章です。新平家物語第六十一回講談社吉川英治歴史時代文庫より。朗読は城春彦です。五章と越章。元森の兵力のうちには、鏡像表の弱い分子もあったが。 伊勢武者伊賀武者などの強人なのも混じっていた元森は小高いところに立って「敵は目積もりにも四五十機に足らない小勢一人へ五人六人してかかれ」「絡めとって代理への初見山に入れよ伊賀伊勢の者ども」とわざと地方武者の里名を指して励ました彼らの間には日頃といえ共通的な対立意識が強かった 一人の恥は郷土の恥とし名乗るにも共鳴を言う習慣さえ持っている。奥氷の源氏ごとき、と、伊賀伊勢の兵は州を越えて奮戦に出た。味方は204人の大勢である。地位を変えて宇野の源氏党を包囲した。宇野七郎・近春は最後まで力戦したが、ついに鍵鉾の先にかけられて落馬し、多勢に組み捨てられて生け捕られた。 彼の胸とのとの名も捕虜になった。逃げたのは幾人もなくあとは討ち死にか動けない重傷者だった元森は近春以下を長めにして宵の間に代理の北の陣へ引き渡したそしてまたすぐ宇治へ引っ返そうとすると彼のために即夜仮の地獄が行われたことは英文に入っ で市場は魚管の余りに特に彼へ対して小・シ,シ・ゲが授けられた元盛の父清盛が一族を連れて参陣したのはこの世の明け方であった代理の諸軍は彼を迎えて大いに士気を高めるとともに清盛の顔を見ると誰もすぐ口々に言った五次男の元盛殿には 早くも氏じ,じにおいて卯之近春以下を生け捕りにし合戦はじめの主君をお挙げになりましたぞ親心がつい顔に燃える清盛はニコニコ顔だったそれらの諸将に三人の遅刻を浴びて回りやがて当門の幕営を整うて下野の亀義朝へも挨拶をしたやあ秋殿か下野殿久しぶりよな 二人は相見てまず言ったここ両三年義友が院の北面西面ともに指令する上昇となってからも清盛とはめったに顔を合わせることもなかったこう親しく言葉を交わすのはもう十年ぶり以上かもしれないと二人の瞳は何かを思い出し合っていた。 戸の僧侶が亡くなって秋の落外の道をその回装に行って帰る途中であった連れの佐藤義清に紹介されて清盛は初めて六条為吉の嫡男なるこの元家の宗師と知ったのであるその時義朝は近く鎌倉に住むようになろうと語っていたその日の連れの義清は間もなく出家して今は名も採用奉仕と変え 歌を友として旅と自然の中に生涯の道を求めているとか聞くあれから16年振り返ると泣き数に入った人々や若やぎ育ってきた者や都の事情も大きな変わり方をしてきているまことに春けき過去の思いもするし昨日のような心地もするそして今日 姿勢の命を共にして吸血の下に同人の友となろうとは年もお互い似たようなものだった元家平家と家計の上では五越の別を持っているが共に弓矢の俗装の着難と生まれしかも今戦争への門出である共通する一つの自生観を持っていたに違いないしかしまたその抱負と未来無には 言い合えない相違を持っていたかもしれない。秋殿の身体はなどと盛んに噂立つので、義朝も実は内心暗示申し上げていた。がお姿を見て安心した。式もおかげで一段と振るおう。いや、せがれ元盛りのみを差し出しておいて、人数のまとめについ思わざる地さんでした。許したまえ。しかし、 早くも氏路においてご次男のお手柄ご満足であろう。いやどうも子供に先を越され親どもはおもはよいところでござるよ。何のうらやましいことだと義友はふと語尾に浄いを込めていった。父や弟どもとは敵味方に引き裂かれておるこの義友などに比べれば清盛ははっと満面から微笑を吹き去った。 元盛の功を聞いて浮いていた親心の自分を正直に彼に見せていたのは心なき技であったと気づいたのである。義友の父・為吉が六人の息子を連れて昨夜白川北殿の親印軍に投じたという噂は今し方諸将の持ち場で聞いてきたばかりだった。清盛にとっても縁子の誰彼がかなり親印型に走ってはいるが、 ためよし親子ほど深刻ではない。常の身と違って甲冑をよろうているせいであろう、何か慰める言葉も見つからなかった。こんな時の清盛はひどく話題の転換に不器用なため、妙に本当の気持ちは下敷きにしてしまい、罰の悪そうな目ばかり動かして、いるに絶えなくなるらしい。いや、では、また、と、急にそこを立ち去った。彼のその別れぶりが、 後姿までが義朝にはひどく共感のない無情な赤の他人みたいに眺められたその朝主条の御座所はにわかに東三条邸の方へみゆきを触れ出された狩代理の高松殿は刻々に境愛になってくるし千鳥も悪しと評議で決まった結果大釣りの都業を仰いだものである 天皇後白河には恩引き直しのお姿でいよいよに召され、神事宝剣も腰のうちへお持ちになった。御友の人々には、関白忠道ナイフ実義、左右衛門の神元真、上門守君義、当の中条公親、左中条光忠、九郎殿右召弁佐長、右召召実佐だ 小納言入道新勢、東宮の学士年則、治部大夫政頼、大劇諸成などをはじめとして、歴々の苦行を遊んだけでもおびただしい列を成した。武神では、義朝清盛の二家が何といっても主力であった。ついでは、兵庫の神頼政など。 古法王が遺書に指名しておかれたという十一将とその縁に従う諸教やら諸国の武者はこの都が初めて楽内に持ったほどな数である東三条の帝は皇居でありまた三軍の陣営だった兵の配置書文の守りまた兵糧の整えなどが終わった頃十一日の日も瞬く間に暮れかけていた 大将義友は一人内伝の膝下まで呼ばれた天井でも軍儀があったが拉致は開かないそこで名和権親勢を通じて彼の意見を問うことになったのである義友は織江星に赤字認識のたたれ上に夕べ父為吉から送られた玄太産木の鎧を着ていた膝端に向かいかしこまって彼は言う自分の恐れているのは 真因がたたる正面の敵勢よりも、奈良、吉野、十津川などの奉仕軍が、頼長公の誘いに応じて数千人、宇治へ向かって動いているという情報のあることです。これは当時の長者と春日神社との深い関係から見てもありうることで、宇治の入道も頼長公も、その後ろ向きを大きな頼みとして作戦しておられることは疑いもありません。なるほど。 新勢は玉座から一段下の大床に座っていたがこううなずいて御連のうちの御景色を仰いだ居並ぶ諸教も義友の源に等しく傾聴している面持ちであったあまりに虚実に惑うと合戦の気を外して敵に醸ぜられること万々です自分が思うには奈良・吉野の奉仕勢が明日受落したら お味方は副敗に敵を迎え、十のうち一の勝利もおぼつかなしと思われます。勝機は今宵か明朝までです。我から幼稚をかけて新銀型の不意をつき、一方、奈良・吉野の後ろ巻をむなしき者としてしまうこと、それしか良刑はないと信じます。忌み軸も申されたり。と、新勢は陛下のおうなずきをいちいち受けて、死か下還元は苦行のよくするところであるが、 戦についてはもともと我らには何の知識もないすべてを御変の指揮に任すであろうでは代理は清盛に任せ義朝は直ちに敵へはせ向かって世の明けの間に勝負の火の手をお示ししますいやいやそうと決まったら清盛をとどめておくにも及ばぬ全力をこぞって当たるがいい本能に存じます天軍のほどは分かりませんが 京都を平定し君の親近を休んじたてまつれば恩賞として御返の昇殿は約束されてあるようなものぞ。なんのなんの戦場へ出る武士に明日のことなど当てにしていられるものですか。どうせ賜る恩賞ならばたった今昇殿して根性の思い出といたしましょう。 言うかと思うと義友は「怖いかり!」と驚き騒ぐ苦行たちを流し目に見て笑いながら膝端を登って玉座を斜めに腰をかけた「怒り大将とてちげの野人が!」と眉をひそめる者もいたが 文が武に全生命を託すとなれば、義朝ならずとも、またこの場合でなくても、自然両者の位置が均衡を求め、ひいては逆転してくることも極めて当然な結果であった。それを率直に行為してみせた義朝は、むしろ直情な人物と言えないこともない。人々は主情のお胸を恐れて色めいたが、しかし陛下はかえって御教深げに笑っておいでになった。 あるいは美福門院などのお口から金々九条院のうちの恋物語などお聞きになっておられたやもしれない事実九条院の貸し付きの常と義友の恋をうすうす知っていた者は皆陛下と同じような微笑を持って彼を見ていたこうして代理方ではすでにその世からの奇襲作戦が決まっていたのに白川北殿に立てこもった新院方では なお阿久佐夫頼長の主張があって諸軍の指揮と方針とは必ずしも一致したとは見えなかった次回は「鎧ぎ騒ぎのこと」です「新平家物語第62回講談社吉川英治歴史時代文庫」より朗読は城春彦です。 鎧ぎ騒ぎのこと東山連峰の一つ大文字山の麓から鴨川へかけての間に白河天皇の頃の旧利宮がある久しいこと住む御方もなく付近の保生寺や孫生寺などの六大寺が持つ優水な寺寮にも接しているためその広大な空間地はほとんど自然化されて 日頃はほう数町にわたる炊事の外に立っても、化粧の羽ばたきや遠い臨戦の響きのほかは耳に触れてくるものもない。ところが、数日前から、ここの北殿、南の殿の西北の一角に、神韻型のお味方と称する軍票が立てこもって、盛んに規制を上げ、時にはこそうして、赤旗、白旗を指紋ばかりでなく、木の小杖にまで高々と見せていた。 誰が指令し、誰がここの使用を許可したのかも分かっていない。旗を目当てに後から後から込み入ってきたまでのことらしい。諸家の軍勢を見ても装備、服装など実に雑多である。第一兵士の言葉に統一がない。万なまりがあるし、身の終わりあたりの方言も横行している。と思うと三院弁も混じっていい、基礎言葉もたくさんいる。 だが大体言っていることは一致していて、年頃もろもろの合戦に引けは取らなかったが、まだ都のうちで弓を試みたことはない。下に、千載一遇というもの、そうだ、この風雲に一手柄あげねば、などと気負い合っていた。要するに、人旗組や我こそ組でないものはない。 常に何かの乱を待っている人間が世間にはこんなにも多いのだろうかと驚かれる。それらの都が頼長の招きに応えまた招かれない者まで頼長の大野望におのおの小野望を託して群がり寄ってきたものだろう。死因はカムの五木の宮におられたが頼長が宇治から感動を抜けて到着すると 頼長以下の軍心を召し連れてやがて白川北殿へ移られた。御座将を北殿のうちの佐敷殿伝と定め、頼長は馬之助忠政を呼んで、すでに新因御水から陣中にお望みになっているのに、あまりに諸君の手勢手勢が想像しいではないか。よく武将を分かち軍律を掲げ、まず陣の秩序を立てよと言いつけた。 この日から幾分静粛にはなったこれが十日の昼であり源頼義が子息六人と続投二百余期を連れて参加したのは翌十一日の夜半であった「為吉が参りました!」というのを聞かれて死因は御前を開いた「頼長の満悦は言うまでもない」六人の息子を従えて為吉は開花にひざまずき越を賜ったが 心なしか為吉の表には老いの影が目立って倫理たる世気もなかったでも真因は魚観斜めならず当座の恩賞として美濃の青柳の賞大江の芝の賞二箇所の賞園を為吉に賜った素ねを飛ばしてくるもの、馬に鞭打って出て行くもの、物見の出入りは引きも切らないこうして 十一日にはもう交戦状態であった。ゆうべお味方の宇野七郎一族が大和の奥氷から氏城を急いでくる途中清盛の次男元盛のため打ち破られ七郎以下十六人も生け捕られたと聞こえてからはいよいよ敵の殺気を身近に覚えて天井も武者だまりもすべて日頃の顔が一変していた。 中でも頼長はあの長い馬面に硬直を表して、延べ別着頭の兵数を気にしていた。宇野七郎のほか、当てにしていた各地の豪兵でつかない武者が多かった。しかしなお、奈良・吉野の奉仕軍二三千がやがて自落して、ここと皇王の形をとり、代理型を副敗から脅かすことになろうという予定の信念は揺るがなかった。すると、十一日の夜に入って間もなく、 の寺山頂の辺りというどよ日きに、頼長は佐治記念のおばし島に出て夜空を眺めた。鴨川を隔てた町なかから、初めは薄い火色がさしていたが、やがて大きな炎が立ち、空の一部を火のなし地にした。はて、法師税の後ろ攻めにしては早すぎるが庶門には物見の馬が駆けつけていた。 口々に伝えるのを総合すると、三条柳の水の御所へ、急に代理型の一部隊が襲撃して、中にいた新院型の副税を包囲しているものと分かった。すぐ火星をやって、柳の水の副税を救出してこい頼長は佐治樹殿を降りてわめいた。しかし、対岸は敵勢力のうちであり、それは無謀の巨であると説いて、馬之助忠政も源頼も組みしなかった。 首相の二人に反対されたので、頼長も思い止まるほかはなかった。けれどなお、為吉も忠政も、彼の素人兵学に対する警戒の念は去らない。奇形を好む頼長は、柳の水の御所のほかにも、市外の諸書に早くから紙幣を潜伏させておき、奈良吉野の総兵が楽内へ攻め込むと同時に、代理の周囲を降乱せよと、埋伏の刑なるものを施してあるものらしい。 日頃から頼長は武木悪佐夫と言われていたが事を挙げてからの彼には一層その鋭角が原稿に出ていた宇治から入陣するにも本街道へ偽ぎし者をやり自身は腰で感動を超えてきたなどいかにも彼らしい気さ策ではあったまたこの北殿へ入った時にも次のようなことがあった 彼は早速、みびしい鎧を数多く取り寄せて、深因へもお着せ申し上げ、自分も白の刈り切るの上に火おどしの一両を着込んだ。そして、近重の苦行天領たちへ向かい、方々も長袖を捨てて武装されよと、鎧の着用を迫った。苦行たちは着るすべも知らないので、皆、当惑した。分けて7月の酷暑である。身動きもつかない。 先に着込んだ頼長がいい見本でもう大汗になっていた武者のようには着こなしもつかずいかにもぎこちなく見える天井のお味方人は誰れれかというに近江の中将成政左京大夫宣長椎野小名言成隆山城の善寺頼助美濃の禅師安成民後守利通皇后宮権の大夫諸光 馬紺の神、実清、式部大夫、森範、九郎殿大夫、常範、皇后宮の助、範親、能登守、家長、信濃の神、貫通、佐右衛門の助、宗康、影湯時間、助範、登園の九郎殿、頼綱、下野皇眼代、正宏、その子、佐衛門の大夫、家広、上門の大夫、頼宏、大井之助、忠宏、右京江之城時宏、 文城省康弘、中宮次長光弘など、きらぼしともいえる顔ぶれがこのほかにもいながれていた。けれど、頼長の命令となると、誰一人反対を言えないのである。すると、最も末席の方にいた翔省の康弘が、恐れながらと頼長の姿をはるかに見て言い出した。私どもはさして問題でもありませんが、 上皇にまで御鎧を召せとしいたてまつるのはいかがなものでしょうか。人々ははっと白け渡った。親意もお顔色を変えられた。頼長はなおさらである。文條将といえば漢学院の特待生で、朝廷から学問料をもらい、氏の長者からは格別な庇護を受けている苦行所生でしかない。 それは秀才試験に及第している有数な和高度には違いないが若年のくせに何を言うかと頼長の眼差しは怒っていた康弘ははるか松田なのでその目を感じないのか言葉涼しく言い続けた私の知る限りでは古代や神武の統制は知らず歴代高家の民の間にあって天皇が甲冑を召されたことなど聞いたこともありません 武勇・派力をもって定座に臨んだのは感度の帝王です。九重の我がスベラミことは陣愛をもって御姿となし、かりそめにも玉体を具足でよろうたりしたようなことは前例にも絵姿にも配したことがありませんが、一弱敗の発言だったが、人々は皆、最もであるというふうにうなずいた。 中将成政も皇后宮権の台夫諸光もそれに力を得て彼の説を指示した。で結局、真因は薄絹の酸に水管ばかまのままで鎧はお召しにならなかった。頼長も実は苦しかったので大鎧を脱ぎ腹巻きだけになった。他の苦行も仮絹、脳死、水管ばかまなど重い重いな服装の上に腹巻きだけは武者と同じようにした。 半武装の格好である戦闘のためではなく流れ屋の用心に過ぎないしかしこの中でも左京の大夫宣長は前述のようにためよし親子を説いて親陰のお味方に誘いその直後に出家してしまったので彼だけは半武装もしなかったただ一人の例外と言える次回は「為もです。 新平家物語第63回講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は常春彦です頼朝頼長は親陰のおそばに付ききりで自座していただが身を天井に置いても持ち前の裁略がうずいてたまらないらしく「敵の陣器はまだ動いてはいない。 川を越えてくれば、自ら大号を乱し、兵を使らしてくるようなものだ、と言ったり、正面の書門よりも敵の気相もない絡めてに油断をすな、黒谷、神楽らがおか、れのあたりにも見張りの兵は立たせてあるか、と気を使ったり、また、合戦にも除波球がある、今はジョだ、戦いにいらぬ間にはよろしく居眠るほどな余裕を持て、兵にも 交互に眠りを与え諸教も変わる変わる手枕で眠っておくがいいなどと触れさせたりしたそのくせ彼自身は眠るどころではない夜が更けるほどさえ切った神経を顔に見せついには自身 A 内を見回った配備を見ていくと表の王子に向かって大きな門が二つある東の門は粟田山の裾に近く岡崎道へ通じ これに馬之助忠政と家の子老党の約三百騎、脇備えに忠九郎殿の百余騎が固めていたまた西の門は鴨川原に寄っていてここの守りは六条為し親子である旗下およそ三百騎。また一子為友は別に百余騎を引っ提げて西河原門を訳していたここは河原に面している雑用門で柿も建物も粗末だった 暴類として夜るには危険の多いところなのを進んでためともが引き受けたものであった北の春日表の口は左衛門の大夫家広親子の手勢が固め武者数200余りこう見てきて頼長は一末の寂しさと不満を覚えずにいられなかった彼が当初の考えでは少なくとも数千機の味方は集まるものと確信していたところが 実際には16700機しか寄らなかったのであるそれが新印型の総数だったけれどためよし親子の参加は昨日から味方に100万の強みを加えた軍旗も際立って良くなっている分けて鎮勢八郎為友が九州以来の28機の荒武者を従え父について入陣したのは嫌が上にも士気を震わせたそれほど 彼の有名は聞こえていた。まだ十八の古華じゃながら、世話六尺もあるという。金字に獅子の丸のひたたれを下にき、白い空織おどしの大荒めな鎧、熊の皮の尻ざやに入れた大立ちを横たえ、兜は老頭に持たせてここへ参入したときは、竹の武者も天井の苦行たちも、為吉やその他の子息には目もくれず、為友とはどんな家者か。あれが。 有名なつくしのため為もかと背伸びをし合って彼一人に視線を集め彼の噂でで持ち切っったたほどであった頼長も今そのためともを思い出した父や兄のもてやまし者になって13歳で都を追われ九州の一族の手元で成長しやがて九州の菊池島原田島などを皆配下にしてしまい17歳の頃までに合戦に臨むこと数十度。 およそ9カ国を攻略して自らつくしの総追武士と唱え菅の地方政調の太宰府をも手こずらしたという為もをであるそうだなんというか彼の意見を聞いてみてやろう頼長は早速開花に為もを呼んで合戦の策について複雑なく思うところを述べてみよと言ったためと友は原価に答えたそれは 世打ちをかける以外にかつてはありません。今宵一夜でもなぜむなしく過ごしているのか実は不審に耐えなかったところです。は <laughs> りはは頼長は大いに笑って「世打ちぐらいな策なら誰でも考えつくことだ。先にも備えはある。ありましょうが。 代理型の三方から火を放ち、一方に税を伏せて5つ目は、火を逃れんとする者は矢に当たり、矢を逃れんとする者は火に囲まれ、お味方は利のある知性をとって戦えるばかりでなく、兵数も少ないのですから、火攻めを持って貨幣の弱みを補強するのが唯一の作戦かと思います。もしそちの兄・義朝が打って出たらどうするか。兄の兜の真ん中を一尻いたら、兄も逃げ出すに違いありません。 秋の神清盛も一手を固めているが清盛などがヘロヘロやは踏み払って通るだけのものです。炎の下をくぐり首上に近づき参らせて御座所をこちらへお迎え申し立てまつれば清盛や義友がいかにたけろうと戦の意味はなくなりましょう。きは今です。今夜のうちです。世の知らぬうちにこそ。と為もはしきりに夜討ちを進め頼長の決断を促した。 けれど、頼長の胸には奈良の援軍がいつつくか、その計算の方が重点になっている。宇治の父、忠実入道の早打ちも昼から行くたびとなく届いていた。それによれば、興福寺の現実の奉仕税800と吉野十津川の僧兵を合わせた2004人が今夜ごろには宇治へ着き、遅くも明日の昼前には都に討ち入るであろうとある。で、 は為もの言葉が終わると「いやなかなか勇ましい意見ではある」と苦笑しながらうなずいたしかし「夜討ちなど」という小作は措置たちが10期20期である死闘の時なら知らぬことかかる大戦にはめったにうをうするものではない 九州ではさすが為朝の名もふるったろうがこの度の一戦は天皇上皇の三国争いであり源平両陣数を尽くして双方により勝負を健康の一滴に決戦とするものであるさような若げな考えは役にも立たぬ人に意見を求めながら結果では人に意見を聞かせてしまう頼長の性癖である為朝はむっつりして自陣へ帰った そして、盾の上に身を横たえ、至高の星影を抱いて眠ってしまった。次回は鴨川濁水記です。新平家物語第64回講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は上春彦です。鴨川濁水記 敵の世討ちぞ代理型の軍勢すでに顔を越えて寄せそうろうぞこう突然口々に騒ぎ出したのはその世も四高を過ぎ十二日の明け方近い虎の刻頃であった天井たちの慌て方は静止しても止まらなかった柳の中の喧騒や強音である敵衆はすぐ日攻めを連想させる。 頼は信玄の御身を桟敷殿からおろしして、神殿と内殿の境に壁城を建て、奥の方を御座所とした。頼長はまた神殿の降欄に出て、盛んに諸長の名を呼び立てていた。早口に何事かを指令したり注意していたが、そのうちに、「為朝を呼べしろ八郎!」と左右に言った。為友が駆けてきて、御前にとひざまずいた。 り長はちょっと間の悪い顔つきだったが差し迫った急場である大いに為友の勇を励ますつもりであったろう真因に創生して彼を六位のクロードに助すべしと申し渡したすると為友は踊り立った何をおっしゃるか為友が先に申したのはここのことですここのことです地団座を踏みながらなお罵るごとくあたりへ向かって 目の前に敵を見ながら、女医召喚の沙汰など、物騒ともアホらしいとも言いようがない。好む人々は何にでも成りたまえ。ともは鼻薬のクロードなどと呼ばれてもありがたくも何ともありません。元のままの神勢八郎こそ身にふさわしくそれい。と言い捨てて軍の中へ駆け去った。官軍第二方の第一陣は、下助の神義友の千与機であった。 川向かいを2条まで来て渡りかけたが折口比叡から東山までの峰の端にかすかに朝日が差し掛けていた敵を真東に置き日の光を真っ向に受けて進んでは不利と気づいたので義朝は急に三条河原まで兵を南下させそこから渡って川の東の岸を再び攻め上ってきたその頃の鴨川は現在のそれよりも川幅は倍以上も広かったに違いない そして白河の水も瓜生川の流れも奔放に田野や林間を走り鴨の本流はいく筋にも避けて分かれては愛いあっては分かれ川床や巣にも吉や夏草が生い茂って文字通り少々たる古代鴨川の面影がまだあったろうと思われるついでに玄孔の京都地図によって方言戦場の跡をどの辺かと詮索してみると 京大医学部病院の南春日通りを境とし丸太町東詰から平安神宮あたりまでが白河南の殿と北殿のあった地点かと考えられまた恵比寿川橋から三条大橋の間あたりが両軍の最初の交戦地と見て大差はあるまいかと思うさて 新員型でも随時越しに弓を並べて寄せての兵を待ち構えたが、やごろの距離まで来ると、官軍は時の声ばかり上げて、容易に進んでは来なかった。無駄よ、話すな撃って出て突き崩せためよしが南と西の二門を開かせて、自身馬を進め出すと、八郎為友が、先人は私がと、父の前を駆け抜けようとした。すると、四男の寄り方が、八郎先越だぞ 先人は俺にに譲れと喧嘩なりかけたするとためともはすぐ譲って「ええー、面倒だ誰でも先をかけろ俺は俺の戦場で戦う!」と西の河原へ駆け去った。寄り方を乗せた駒は見ているうちに味方を離れて適正に近づいていた。そして行安の第一声を張り上げ「ここに寄するは源氏か平家か名乗れ聞かう各勇は六条為吉が四男。 門の城より方と名乗った。白川の水が分かれ注ぐ流れの向こうに駒を立てて名乗り返すものがあった「下野上殿の老刀相模の国の自由人須藤行武の城がこ滝口の年綱先人を承って騒動」言わせも果てず寄り方は「さては一家の老頭よな何時らを置いても何にかせん大将下野上をこそ」と 一死を放ち、また一死を手早くつがえて、義朝のいるあたりを狙って放した。矢は義朝の身近にいた二人の老頭をいたおした。それを見つまして、寄り方が駒を返すと、年連のいた矢が飛んできて、彼の兜の内びさしに立った。寄り方はそのまま味方の方へ駒を飛ばし、味方の看護の中へ迎え取られた。今のは素人だな、小坂しい弟。 義友は老頭二人を彼の矢で倒されたので、たちまち感情に燃え、父上をそそのかして、新意方へ走った他の弟どもにも、思い知らせてやらねばならない、と、り方の後を追いかけようとした。鎌田の次郎、正清が馬の靴はを押さえて、およしなさい、ととどめた。大将ご自身出るところではありません。 百機千騎とまとまって乱軍となり勝敗の分かれ目という時こそ自然お働きになる戦場となりましょうがまだまだこんなことではと味方の大勢で囲い込んでしまった一方秋の上清盛の率いている八百余期は二条河原をやや上流にまで進み白川北殿を下に見て徐々に距離を詰めつつあったそれを待って対する者は八郎為朝の一陣だった まだ夜は明けきれていないし川りは深い山瀬も白兵戦も開かれないが両軍ともその全貌が次第に明るく見え渡ってくるにつれて生命の鼓動と言おうか恐怖の無意識な共感と言おうか折々時の声を交換するうわーっとこっちで武者声を合わせると向こうもうわーっと答えてくるそれが

もし冷静な耳を持って聞き分ける者がいたなら耳を覆うて泣かずにいられなかったのではあるまいか。なぜならば敵の中にも自分がいたのである。一旦は憎んでみてもやがては憎みきれない自分の分身が父を一つにし母を同じうし。 家を共にし個々の声を上げてからの月日を共にし決定的には血も一つの者同士が代理型にもいい親鸞型にもいいただ呼ぶに敵といい味方といって二つに分かれていたのであったまことに方言の乱を書くことは苦しいその時代から八世紀も隔てた今日においても即々と胸が痛んでくるのである。 筆者はその制裁も描きえないでかえって今日の短足に陥ってしまう戦そのものは幼稚であった戦争を遊戯しているか芸術しているようですらあるしかし戦争の形や量ではなく戦争の持つ人間苦の内容は今も昔も変わりはないいや昔のそれをもっと拡大し深刻化しそして 科学的進歩の上に今日の戦争形態としたものが人間進化の前面ではないが一面であることは否見えない。とすればかつての古き人間の戦争はまだその知器愛すべしとは言えないまでも人間的とは言えるかもしれない。武器服飾にも芸術の粋を凝らし人前では連地を重んじ 止まれ精神的な何かを持とうとは心がけた動物にはなるまいとしていたしかしそれにしてすら方言の乱が敵と味方との両陣営に無数の人々を真っ二つに分けて戦わせた後を見るといかにその戦いが人間の本性に背いたむごい痛ましい血みどろな一戦であったかがしのばれるいや思いやられて 描くくにも忍びなくなるるのである次の主なる人々が互いに攻め合いさいなみ合い殺し合う敵味方に分かれていたことを見ても読者も共に目を覆うて我らの過去に持った歴史の一コマに左端せずにいられまいと思う代理型後白河天皇と信印型須徳上皇はご兄弟代理型 関白忠道と親陰型左大臣頼長も兄弟同じく代理型関白忠道と親陰型宇治入道忠実は親子代理型源義朝と親陰型源義も親子同じく代理型源義朝と親陰型頼方為朝など6人は兄弟。 理方秋の神清盛と新院型馬之助忠政は叔父と甥。いこのほかその妻その母その姉妹の夫などを数えたらいかに自分と自分との戦いだったかが想像されようしかもこれらはごく首脳者だけの例である忠従なるがゆえにいやおうなくとももこうした対立の中に置かれ 憎みえない相手を強いて憎もうとしそうしなければ自分が打たれるというこの修羅の河原に立たせられた名もない雑兵たちの心根こそ思いやられて哀れである次回はセゼの水玉です新平家物語第65回講談社吉川英治歴史時代文庫より 朗読はジョーハルヒコですセゼの水玉霧を隔てた両軍の完成と完成とは少しずつ接近してはいたがしかし敵の顔が見えるまでにはどっちもなかなか近づかなかったすると清盛の手勢八百余機の中から五十機ほどがちぎれ雲のように離れてこっちへ駆け進んできたそして ための守る尋問の正面へ近々と寄ってきて、晴れの武者姿を見逃しに並べたと思うと、その中からまた武将らしい三旗が踊り離れて、心門を固めた者はたぞ、源氏家平家か、名乗りた玉へ、各有は秋の神清盛が老頭、伊勢の住人古市の伊藤月綱と呼ばわった。また、後の二旗も続いて、同じく伊藤悟。 伊藤六と大声で名乗った河原のただ中に出ると耳に入るのは背の水音ばかりであるよほど声を張らないと彼方の敵まで届きそうもないけれどすぐ向こうから答えてきた言葉はカモの川なりなど耳の邪魔にもならないほど若さと力のみなぎっている声だったいやあ気の毒だが汝らの主人清盛でさえ不足の相手と思っているところだ 高高原を払う者は尽くし育ちの田舎男ではあるが八番泥の孫六条源氏の為吉が八男鎮西八郎をためたもぞ伊勢兵士の登り武者などに与える矢はないのくがいい何時らはのけ清盛に会おうなんの先陣を承って虚しく後に退く者があろうか つくしの御曹司と聞けばなおのこと、下郎のいるやとて立つか立たぬか受けてごろうぜよと、三人ともつがえた矢を一緒に切って話した。途端に、ためともの方からいた矢も、ものすごいうなりを引いて飛んできた。それは、舎ぎに慣れている武者の耳にも、何が飛んできたかと疑われるような矢響きだった。しかもその矢は、伊藤六の胸を射ぬいて、なお伊藤五の鎧の袖を縫った。 空馬が羽いいたた。のので、他頭もっそれが敵の的になるのを防ぐために後ろの騎兵が一斉に前へ出たそして猛烈になって求人を張り並べると敵の車陣も鶴なりをそろえて一度に夜風を報いてくる遠矢と遠矢のいい草からやがて近接して切り結ぶ白兵戦へとこの時代の戦争の形は大体2段階に展開していくそして その戦の初めにも白兵戦の戦闘にも必ず両軍の代表的な戦士といえる者か首相が名乗り出て一騎打ちの晴れの除戦を演じそれから部下全体の対戦となり打ち者の戦いとなり組打ちの乱闘となるのであった敵を組み伏せて支給を上げる風は正義大将軍の兵が遠く道のくの不襲の乱に赴いて前九年五三年の駅などを聖夜に過ごし いい気の風習を持って帰ったものがそれ以後武器としては当時まだ弓太刀薙刀矛ぐらいが主要武器であったに過ぎない「槍」は太平記の剣無2年三井寺合戦の城に見えるのが始まりだと定説みたいに言う人もあるが欧州合戦中心城などには「槍傷」という文字も見える。 交渉の上ではこの方が古く源平時代にはもう使用されていたと見なければならないしかし突く刺すなどという行動は原始狩猟時代の異臭でどっちにしろ総恒大の工夫でないことは明らかである古代矛はすでに片手で突く武器でありまた槍の一置法のように敵へ向かって投げたりもしたいずれにせよ 平安末期源平初期の頃の無カケ時代の花形は弓と矢であった弓は唯一の遠距離武器といえる従って百者百中の九千の勇者が人前に立つと大軍もどよめき騎馬歩兵も逃げ乱れたのであった一箇所に過ぎない八郎為朝がその朝数においてははるかに優勢な清盛の軍を駆け崩したのも 時代の戦場が彼にとって無敵な条件にあったからである彼の天性の卑力のみが引きうる超度級の号泣はその八百りだけでも敵兵の荒肝をひしぎ射程内の敵兵を木の葉のように追い散らすに十分であった地なりに似た馬蹄の響きが清盛のいる周りまで崩れたってきた清盛の駒も恐怖に尾行を震わせてたてがみを振り抜いた なんだ何が起こったのだ清盛は早口に左右の武将に聞いていた味方の動揺のため揉みに揉まれて手綱をくるのさえ容易でないするとそこへ駆け近づいてきた者が叫んだはや伊藤六が撃たれました敵の八郎御曹司の矢に当たってです殿にもここらにおられては彼の的になりましょうとくとく矢ごの外までお尻どきなされおっかげつなと伊藤五か しのまシしぐらいをなんでそんなに恐れるのかいやこの矢をご覧になれば殿も驚かずにはおられますない伊藤吾は自分の居向けの袖に立っている矢を抜いて清盛の手に示した。それは三年だけの節を磨いた矢柄へのみのような矢尻を節、し、山鳥の尾で吐いだ異様なほど大きな矢であった。なるほどすさまじい矢ではあるよ。鬼神でもいそうな矢だ。 兵が恐れ立つのも無理はない清盛は正直に舌を巻いて感心したそして急にこう言い出した何も必ずこの門を攻めようと仰せつかった清盛でもないなんとなく寄せてみたまでの場所だそうだここが手がわければ北門へ向かえ北門へ彼の命令で一旦ここを退却し方向を変えて春日表の門へ向かうことになった清盛の着手重盛はそれを聞いて なにともの遊勢を避けて北門へ向かうとやバカバカだ直命をかざしてきながら何のざまよと左右二三十キロ武者と一団になって敵の中へ駆け込もうとした清盛は慌ててあたりの者へあれを止めろ重盛を連れ戻れ我からともの矢に向かうなどひっぷろ言うだ早まって命を落とすなど大バカ者だぞと危ない事業をしかる親の声そのものでどなった。 重盛はその日赤人式のひたたりに重瀉落としの鎧をつけえびらには二十四本の矢を折ってその姿は花々とにおいたって遠目にも敵の的になりやすかった。 父の清盛は戦慣れない愛事をためとぶの矢面に立たせることは結果が知れきっているので引き止めさせたのであるが、重盛は馬の上でなお散々ざんだだをこね、父の卑怯を言いののして中んばかりに口をしがり、口取りの老頭や阻める武者たちを手こずらせた。この間に重盛の部下の伊賀武者山田小三郎という豪の者は、よし さらばご着しに代わって小三郎をこれよきがやひとつつくしろ八郎殿に応えてみせん」と体現して急に味方の内から抜けがけした同僚たちは後ろから「大古な沙汰だ早まって後の物笑いになるのはよせやめろやめろ!」と制したが元来の猪ノシ武者と見え後ろを振り返って「人は誘わん人は続かずともよしおのおのはただ証として見ておられい 二三人連れただけで川の瀬を渡り越えていった為朝はいったん打って出たが清盛の手勢が退くと見えたので川原門の内に入り門を閉じて固めていたするとただ一揆八五郎まで来て名乗るほどの者のにはあらねど作法なれば物申す堀川院の行 津島の神義近殿の追討の右に光明をとどかし光家にも知られ立て祭りし伊賀の兵士山田の将士が孫小三郎をこれ行きとは我ぞ危機及ぶ八郎御蔵師に一目会いたい八郎殿御姿を見せたまえとしきりに呼ばわり抜いている為友は門の外へ馬を出してきたそして美少を送った まれに物好きの飛び出すのも戦の京とか。よくも参ったり。八郎為朝はここにいる。まず五変が引きもうけてまずその一の矢を我に痛めしたまえ。二の矢は為朝から死んでよ。言葉も終わらぬうちに小三郎の矢は為朝のゆんでの草釣りを縫い切った。為朝は敵が慌てて二の矢をつがえている様子を見ながらビュッと鶴を返した。矢は。 小三郎の蔵の前輪から彼の桃をさしつら抜いて尻輪まで通った小三郎はうつぶしたちょうど蔵の後先へ深桃が縫い付けられた形だったそして小三郎の体はたちまち馬の背から真っ逆さまに転げ落ちたカチたちは駆け寄って主人の体を肩にかけると足も地につかずに逃げ去った 同時に主を失って血に染んだカラウマも河原のあちこちに飛まを上げて共存していった次回は「兄弟」です「新平家物語」第66回講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は城春彦です「兄弟」「一頭の離れ馬が 寄せての義朝の陣の一角へ暴れ込んできた本場は大悟の禁物であった一頭の狂いが数百頭の馬どもへ感染してたちまち全軍の狂いになるからである抑えろ抑えろ達田を踏め歩兵たちは手を広げ合ってかなたこのたへを追い詰めやっと看馬の口を取り押さえたそしてふと蔵を見ると血がたまっているし尻輪には見たこともない大きな矢じりが立っていた おいや、これが矢りだろうかこれをいるほどな弓とは一体どんな号泣だろうさては八音御蔵のいられた矢にちがいない後の語り草にもなろうでそのまま御前に引いてこい鎌田の次郎正清は義朝の前へ手綱を引かせてきたそこでさて彼は言った「殺ぜよこの矢りを」 かれて噂には聞いていましたが、なんといかめしい御運勢ではありませんか。しかし、義朝は特心しなかった。苦笑して、むしろ正清の恐怖を憐れむように、なんの、まだ筋骨も固まらぬ為もに、そんな号泣が引けるわけはない。思うに、わざと作り事を設け、苔脅しの危険を考えたものだろう。正清、心兵を分けて為もの陣へ一当て当ててみよう。 鎌田の正清は望むところと軍票を二百ばかりで川原門へ寄せていった。自身真っ先に馬を立て、下付守のの老頭を相模の住人と、この時代の風習のまま、郷土、家計、植名、生死、少年などを人痘の霊として名乗りかけると、鎌田のためともは、さてこそ一家の老頭よなと駆け現れて、正清、何しに来た 八郎の矢表に立つきかと言った。正清は威圧を覚えたが、我と我が声を励まして、昨日は主家の御曹司でも、今日のあなたは八逆の京都です。正清の矢は直によるもの、ものども一直の矢から踊って取れと、意志を払ってすぐ味方のうちに駆け紛れた。為朝のかぶとのしころにその矢が立った。為朝は引き抜いて地に叩きつけながら、 ほざいたなきをそれほどの男ならば為友が手づかみにして顔を見覚えておいてやるといきなり敵兵の中へ駆け込んだ為友の手下には九州以来不思議な異名を持ってなっている豪の者がたくさん言いた矢先払いの苦労イエスへ隙間数えの悪七別当手取りの四治弟の与三郎 山頂つぶての喜平寺大家の新三郎小谷の源太松良の左中治吉田の兵衛売手の喜八同じく四郎といったような者どもであるこうしたあだ名でもわかるように平治にあっては郷土の武来館 乱に乗じて正規の武器を持てば不運の豪傑といったような京都・一民が一人為ものいた九州地方ばかりでなく関東にも伊豆子の伝舎にもそのころうよいよいたものと想像していい幾世紀にもわたる地方政治の分乱と生態とが自然に育てていたものである彼らは打ち物をとっても荒野をかける才能の優を持っていた「御曹死に続け!」と叫ぶ 遅れるなと叫び合う。鎌田の正清と手勢の百鬼ぐらいは手ごろな工事であった。たちまち、あなたこなたに噴血が立つ。浜瀬のおめきが湧く。くむ伏せる。首を上げる。首をかざして勝ち名乗りを太鼓する。子はかなわじと正清は逃げ出した。ためともは見つけて、どこまでもと意味をかいばさみ、大手を広げて追いかける。御曹司御曹司あまりな深入りはなされますなと。 誰か後ろで言うものがある。たともは父の老いを帰り見て急に後へ引っ返した。遠くで彼の退くのを見ていた義朝はにわかに滝口の年な海老名玄八、畑の次郎、須藤行武の城などの相模武者に下知してたともは尽くし育ち、船戦の問屋は主連であろうが馬上の技は坂東武者にかなうはずはない、駆け寄せて首を落とせと自分も一緒に追いかけた。 ちょうど、法将軍院の西浦のあたり、もう日は高く地上の戦いをよそに、夏子たちに油ゼミが泣き抜いている。返せ返せという声に、ともは馬首をめぐらし、近づく敵を蹴散らした。わっと退き崩れる敵の後に、一気なお立ち向かっているものがあった。装いは大将たることを示している。漆黒の馬の背にクワガタを打った兜、そして、 ぎの鎧を着ていた言うまでもなく義朝である為朝の兄である「勅命を報じてこれへまかに向かったのは下野守源の義朝である」「弔意を軽んじていたずらに刀名いを演じるそれなる賊は何者ぞ!」「もし一家の士族ならば速やかに陣をといて退散せよ!」「何時の身のためと思えばこそこうは言うぞ!」 為友は兜のまびさしからそういう兄の姿をまじまじと遠目に睨んでいたが危機も会えず言い返したどこの何者かとはこちらから申し上げたい俺は俺の父六条源氏為吉殿が院宣を受けたもうてお味方の大将軍となられたによって君を助けまいらせかつは父と生子を一つと誓う女の小僧。や俺は 生みの親を忘れて妙ょに迷うような犬頃の子ではないまっしでこそあれ鎮西八郎をためと一陣を受けたまわってここにある限り犬一匹とて敵と名のつく者は通すことではない言うたな八郎おいた言いたくてこの間中からむらむら胸が燃えていたところだ貴様弟の身をもってこの兄に弓を引く気か なお、のたかか。を大義を思い人の道を知るならば弓を伏せて兄の馬前にわびてしまえなるほど兄に向かって弓を引くのは悪いかもしれん。だがまさしく隠蔵をこむっている父に対して弓を引きた者は人のこの道か宝生五尹の西浦の戦いはその日のどこよりも激烈を極めた。 地形は長い長い寺院塀に沿っている片側並木道を隔てて草原を抱え白川の支流がそうそうとうねっている野杖遠くは七勝寺の伽藍道東の森であり大文字山如意山などを後ろにしていた絶好の野戦場である両軍はここに入り乱れておびただしい血を流し日が中天となるものかず日が傾くもなお戦った 民朝は坂東武者の群がっている遠い誇りの中に時々兄義朝の影をチラチラ見た。義朝は人並み優れた体育の持ち主であり、源太産着が目印になるのでよくわかる。幾度かそれへ写真を向けて、いっそ人やりと勇気も抱かないではなかった。けれど、ふと思いもした。弓矢の家の今度のような苦しい立場から、ことによると、 父と兄とは何かある目形があるのではないかと。父は職に仕え、子はご神たりというような例は、官土の大陸ではあったと聞く。子が敗れたら父を頼め、職が負けたら何時を頼もう。そういう目薬が父為吉と兄義朝の間になかったとも言い切れない。いやいや、そんなことはあろう道理がない。 命をかざしてしのぎを削る家の子老刀に対しても兄ばかりでなく彼は敵方の牢頭でも挑みかかってくる武者でなければむやみにはエビラの矢をつがえなかったいれば必ず倒し倒せば無残に一死で殺すのをあまりにも見あまりにも信じているからだしかし義友の手の者には為もの矢先をすらものともしない精鋭が多かった斎藤別党実盛 金子十郎片桐小八郎大場平太影吉弟の影近豊島の四郎秩父の行成など名乗りかけ名乗りかけて駆け巡り合い今は陣地のけじめもなく乱軍になったその中でも武蔵の住人斎藤別頭実森少年三十一という若武者の前には手に合うものがなかったたともの腹心の一人悪七別頭すら実森のために首を上げられた また鎌倉権五郎が松陽と名乗る大場影吉影近兄弟のためには為友の部下幾人もが撃たれたすべて為友が頼みとしていた29機の猛兵のうち23人まで倒れその他の兵もあらかた手を負ったもちろん義友方にも師匠は多く屈強の少子53機が討ち死にし780人が手を負った まこと死産結果の現実であるそれでも坂東武者の習いで親の屍を子が踏み越え弟の屍を兄が越えて死に重なり死に重なっても競いかかってくるのだったためとも今は味方の配色を認めないではいられないよーしこの上は指揮する大将の義朝も俺のやかぜでいすくめてやる喜平寺喜平寺 敵の士気が粗相したと見たらすぐ駆け崩せよ彼の五死にすら余るほどな握り太の号泣をギリギリと引き絞った。は大丈夫ですか万一にも。何の腕には覚えがある為朝は兄義朝の兜の星を狙ったのであった。かなりな距離だし、後人や戦撃の遮りもある。為朝はいは一時息をためた。ぶんと矢は離れた。 行方を見ていると、かなたなる本当の星ぐらいな小ささの義朝の兜の,兜の前星をはっといけずった。そして、余勢を持った大きな矢は、宝将軍院の門の柱に突き刺さった。義朝は弟の矢と知って、カッとなった。戦場の中でもこの感情は戦場の外のものだった。彼は馬の手伝をかいくって、八郎八郎と呼びながら、幼い時の兄弟喧嘩みたいに近づいた。 ののが自慢のユンゼイか。なんという粗末な修練よ。あれしきの者が鎮西第一の弓とはいやいや敵とは見ても本心はあんじゃ人にておわしたもうと思うがゆえわざと御兜の星だけをいてこそおいた。もしお望みとあるならば鹿と二の矢をつがえ申そうか為朝もむかっとして次の矢をえびらから抜きかけた。 吉友の駒脇にいた深須七郎はその行走を見て主人の大事と思ったか大なぎなたを横に持って駆け寄り玉ためともの馬の足を払おうとしたぐざっと音がして彼の居所から血と土とが一緒に吹いた七郎は喉を大屋に射抜かれて大地へ串刺しにされていたのである 敵味方、相互の大将と大将があまりにも近接したため、当然、全軍の死闘がかけられ、ここは決勝のるつぼとなった。たとものここを高間の三郎兄弟が打たれたのもこの場であり、また、手取りの四次、喜田の良さ、松浦の次郎など、彼が九州以来の幕僚はほとんど枕を並べて切り尻した。兵数の差が大きかった。義朝方は数においても圧倒的だったし、 ことに武蔵七島といわれる村山島、小玉島、足立島、豊島島などの所税は先天的に騎馬戦の上手であった。いかに超度級の為もの弓も今はこの体制をどう支えようもない。まだ日没には早いのに日は怪しくも陰り出していた。それは一点の黒煙であって煙の中に赤金色の太陽がまだ都の西空に大きくかかっているのが見える。 その前に、義朝は戦場から代理へ早馬をやって、一生、小納言神勢に送り、代理の指令を仰いでいた。このまま夜に入って、万一宇治方面の敵の増援でも着いたら勝敗のほどは分かりません。少なくも戦局は非常な困難となり、戦場は楽内全土に広がりましょう。 急に勝たんためには、敵のこもる白河の旧離宮へ火をかける以外、策はありません。ただ、付近には、星将寺など七道伽藍の砲射が多く、恐れもあり、惜しみもされますが、落中の民を焦土に立たせるよりはと、あえて直情を仰ぐ次第です。稲との仰せなれば、そのように戦い、もしお許しなれば、直ちに火攻めを図りたいと思います。 彼の創生は天井の義範にも及ばず大将軍の謙虚神妙なりと言われてすぐご長居になったそこで義朝の部下は白川北殿の風上を選びまたそこから一番近い唐の中納言家なりの館に火をつけた折から西風も強くこの幾日かは雨もなく乾き抜いていたのでたちまち白川南の殿の車宿りと 長屋に飛び火しみるみるうちに北殿の佐治記伝も煙に包まれだした「やったな為友が恐れていたのは坂東武者よりは火だあの火の手ださすがは兄よ戦をしている」為友はほとんどせん滅的に味方のものを打ち減らされた結晶の廃止に立ってそうつぶやいていた。 炎の空を見、さんとして笑った。いかにお心は武くとも、おいたる父上のお身も気遣わしい。今は軒口とってひとまず引くしかあるまい。残り少ない老刀を呼びまとめてひとかたまりとなり、お家の湿布を浴びながら退却しかけた。すると敵は勝ち誇って口々に罵りながら、なおつけしたってきた。 タメトモは馬を向け直して「小うるさい東国兵衛!」とめったには使わないかぶら屋をえびらから取って例の号泣に楽器とかませた普通戦闘に使うのはそやであるかぶら屋の矢尻はかぶらに似ていて異様なほど肩も大きい風返しというくり抜きを施し透かし目をつけこれが 鶴なりと共に飛翔するときにはものすごいうなりが生じるようにできている要するに威嚇を目的としたうなり屋なのだそやを入れて鎧の背に負うエビラには必ず普通の矢のほかにかぶら矢を二本差し添えて持つのが習わしであったらしい何か花々とした晴れの場所ではこれを使う余談にわたるが後年 屋島の裏で那須戸与一が扇をいた時などはこのかぶら屋を用いたものであるそういういやそれを為友は引き抜いて彼の腕力と弓の耐える限り引き絞り二本まで坂東勢の頭の上を飛ばしたのであるどんなうなりがかけたであろうかそのころの荒武者たちでも首をすくめて驚いたに違いない <laughs> 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 彼は交渉を残して駆け去った。一方この子為も一人を除いて他五人の息子を連れ親子団結して今朝から南表と西表の二門を支えていた六条為吉も終日受け身ばかりの苦戦だった岡崎口の東門を固めていた馬之助忠政の惨敗ぶりもまたひどい 北の春日表の門も幾度か突破され、幾度か救援隊が火星にかけてやっと持ちこらえていたものの、師匠の左衛門の大夫家広からしてすでに戦意も失いかけていた。こういう配色に満ちていた折も折である。烈風の風上から大きな炎が追事を越え、書門を越え、木々の小を渡ってきた。さしも白河離宮と世に聞こえた名言と、 それにふさわしい聖果で広大な建物も瞬く間に吹き荒れる紅れと黒煙の内に包まれ今は敗戦の現実を身に知った人々の会えない悔いや共感もかしゃくなき炎の下のものとなった次回は陛下と朝取りです新平家物語第67回。 講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は陵春彦です陛下と朝鳥「ダメだめだもういけないこの猛火書文に迫る寄せての歓声や矢響きもさながら嵐を思わせる絶望の声が人々の口をついて出た木崩れの波から波のうねりだった 収集すべからざる天井の混雑が次に来た。命こそ命こそ今はとうろたえ走り心も空に「早ご退去ご座しをよそいまもなく敵もなだれ行ってこよう一時も早くここを落ちれば炎にも包まれようぞ!」と吹き寄せられた落ち葉のように死因のお身の周りに固まり寄った。戦とはこういうものか。 負ければこういうことになるものかと今お知りになったように死因は仰天遊ばしたまま半ば失神のご様子だったところへ春日表の顧問を破られてここへかけてきた左衛門の大夫家広とその子中宮の次長光弘が「なお今ならば南の殿よりの造人門から抜けられましょう」とく「徳徳ごらっきょあれよ」と開花からせき立てた 死因はお立ちになったがどうしてよいかお分かりにならない。頼みにおぼしめす佐父頼長からして免職も土気色になり常の威厳もどこへやら「家広家広命を助けよ!」とばかり前後もなく喚いている。佐治殿の一角の高乱が新しい火人を吹き上げてガラガラと炎の骨格をむき出した。 黒い熱風が逆落としに血を吐いてゆき、武者も苦行も馬までが煙の中にむせびよろべく。死人は人々の手に押し上げられて、やっと馬の背にかじりつかれた。が、馬は狂うし、手綱の御主連はないし、危ういこと限りもない。そこでクロードの信真が御場の知り合いに相乗りになり、死人のお体をしかと抱かえ参らせる。 同様にサフ寄りながらの馬にも椎成隆が後乗りして後ろから買い添えしたその他タレや彼も後につき前をかけたそして軒口へ急いだものの差しも広い白川北殿の御苑が建物ばかりか木々の小までバチバチと炎の花を狂わせている。 その猛烈なひつむじのため、虚空に舞う者も,も地上の陣馬も一陣に吹き殴られて、すべて皆、ひわた吹きから剥がれた一片の火の塵みたいにしか見えない。死因は北白川の方へ落ち延びられた。お跡を慕う牙の群れや火事の影など、散りじりになお遅れていく。頼長も跡を追って造人門を馬で駆け抜けたが、その時、馬の上で、 舌でも噛んだように妙な声を漏らしたよ、よ、佐政省、どうなさりましたか市井成高は彼の顔を覗き込んだしっかり寄り長の腰を抱えていたので寄り長が手綱を持ったまま蔵の上から振り落とされると成高も一緒に大地へ転げ落ちたああ、流れ屋だ、屋がんのどり氏殿が流れ屋に当たられたぞ がく然と叫び合って前後から頼長のそばへ駆け寄った。頼長は左の耳の下から喉へかけて射抜かれていた。苦しげにもがくだけでうめきも立てえず、着ていた白あおの刈りぎるが見る間に血を絞りになって染まっていく。早く矢を抜いておあげせるかよ矢を抜かねばお手当てとど施しようもない口々にうろうろする。 それは皆気づいていたが、明けに汚れた頼長の行走を見ると、苦行たちには手が出せないのである。図書の女をなりがここへ来合わせて、泣きくれている場合ではない敵の目に触れたらおのおのの身も無事ではないと、頼長の矢を引き抜いてとっさの手当てを加え、式部森乗りやクロードの常のりなどの肩にかけさせて、ひとまず粟田口付近の民家へ担ぎ込んだ。 そして夜を待って人の乗り捨てた牛車を拾い、頼長を中に寝かせて、ひそかに佐賀の一時を頼って落ち延びていった。真鸣は東山の峰の一つへ逃げ入られた。この山はとお尋ねになる。にょいさんにてそうろうと、武者の誰かが後ろで答えた。にょい、 大文字、雨竜などは四季窓の譜机から頬杖して眺め親しんでいた山々である雪をかづいた冬の朝といい月をかざした終夜の陽子といい常に風雅の対象と見ていたかの山が実はこんなにも険しい荒々とした山肌や熊笹の崖を持ったものとは信因も今初めて気づかれたことであったここでは 馬も牛車も用をなさない乗り物はすべて麓で捨てた御友の人々には源のためよし平の忠政武者どころの末吉なども後から加わった左衛門の大夫家広光弘の親子は親銀のお手を取りお腰を押し立てまつってまだまだ麓からいくらも登っておりません ここしまししのばせたまえ。敵の手にかからんよりは。ああ、すべります。そこの木の根におつかまりあそばせや。もうご一歩。いざ、もうご一歩。励ます方もすがる方もしとどな汗である。あえぎあえぎによじのぼってゆく。宮のそのうのつゆすらもす足しでは踏んだことのないおみである。当然、宮しは血にまみれ。 寒木のトゲやかやのははおかおもひじもきずだらけにしたそしてなおゆくてをあつくふさいでいるあ,ああせつないちんはもうあゆめぬしんいんはよろとすわっておしまいになったどどうあそばしましたか家広はい家広はおそばにおります お心強くおもしめせ馬之助忠政も六条為吉たちも続々しんがりしつつお後に続いておりまするい,いやと蒼白なお顔を横に振って乾ききったお口をご自身の指でお差しになったわからぬか家広水だ水が欲しいあお水ですかと をたって辺りを見回しながら行った光広、水はあるまいか誰ぞの上皇に差し上げるお水をその辺りに見てまいれしかしこれは無理だったもっと谷か沢辺へ降りていくか山陰の岩根でもあればだがこう険しい山寮の露出部にしかもここ十日以上も雨のない時水が見当たるわけはないグブの人々は途方に暮れた いかに一滴の水もこんな時には小金にも権力にも勝る尊いものかを知りながらただ当悪を言い騒いだするとグブのはるか末端の方からややうわずって聞こえるほど心のものをむき出しにこう叫んだものがある「ごこ、ございますお水は上皇様に差し上げるお水は私がここへ携えてまいりました」。 人々は驚きの目を見張った。驚く人々の足元やかやの間をかき分けかき分けしてやがて森院の御前まで這い上がってきたものがある見るとそれは森院がつい先ごろまでのお住まい三条西の桃院の御所の水盛りをしていたあの柳の水の番人阿部の朝取りであったお水はこれにござります柳の水が これに朝鳥はひざまずいて腰なる青竹の筒を溶き恐る恐る両手にささげておすすめした。親友にはびっくりされたようなお顔であった。汗もあえぎも足の血もお忘れのように恩目を凝らして「おおおまえは水森の朝りではないか」。朝鳥はガクと首を垂れ へんでおえつをのんだ <laughs> と鼻のおくがなっているこめかみがしきりにふるええりげが一本一本ないてるようにみえるあさとりとしんいはもういちどおこころこめてよびなおされたははいはいはあ、おわすれなくおぼえておいであそばした かれのかんげきはそれだった。とど,どうぞおかわきをおしのぎくださいまし竹筒にくみいれましたためやや竹の皮いたしましょうなれど陛下がおすきな十四年のあいだもあさゆうお口になれているやなぎの水です。おまえは どうしてあの井の水をこんなところまで持ってきていたのかはい夢のようですが今日となればおとといの夜となりますにわかに代理型の軍勢が西の党員の御所をかくみ中にいた武者と合戦になりましたおお佐じき殿から望まれたあの宵の炎の時であろうよ そのよいまで朝鳥はよしやおんアルはおわさずとも柳の水だけは命をかけて守ろうもろといつもの小屋におりましたがたちまち五所一面はもうかになりいるにもいられなくなりましたまだ山はうす明るい。 軍の人々は敵の追撃を恐れて強々と気をせいているので、朝鳥も言葉少なに後を早口に語った。西の桃院の御所が焼け落ちるとき、彼は急に思いついて青竹を切り、竹の水筒を作った。それに柳の井の水を心静かに汲み入れて腰に下げ、炎の下から立ち退いたというのである。彼の書眼は、 上皇のお好きなこの水をもう一度どこかでお名残に差し上げたいということにあった。新印五謀本のことは彼も早くに知っていた。御所の留守居も町の者も特に争って避難してしまったが、朝取鳥だけは水森小屋を去らなかった。と言って宮廷や検診官の内情などはもとよりうかがい知るところの彼ではないが、 死因のお立場や育成を案じるとき、彼は悲しまずにいられなかった。あのお優しい陛下、お人のよい陛下、下の者にも分け隔てなく、慈愛に満ちておられる陛下が、どうして戦争の死亡者などにおなりになったのか。朝鳥は時短打踏んで陛下のために悔やむのだった。必ずや、 いつか陛下もここと同じ豪華に追われたもうて柳の水を漕う日がおわりになるに違いない。無い不良の年月もやがて振り返れば懐かしくもありもったいない心地もなされよう。平和な日の柳の水を恋しと思い遊ばす織りが巡ってくるに違いない。そんなときふと差し上げたら思いがけない。 おなめになろうもしれぬ。朝鳥は炎の御所を後に立ち退いてももとより自分の一生は真人に捧げてご奉公に終わるものと心に決めているので白河北殿の付近に潜んで陰ながら合戦の成り行きを眺めていた果たせるかなそこも落ちた。 そして、死因のお供らしき一群れの苦行や武者が、女さんに逃げ込んだので、後をしたって彼も愚部のうちに紛れ込んでいたものだった。死因は彼の十回をお聞きになっているうちに、しらじらと二筋の恩涙を頬に描かれた。突き従うものとて、今はごく少数なものしか残っていない。それも皆、 苦行なれば逃れえない行為のものか、武者なれば大将武将に限られている。戦い不利と見れば、ここにあるべきはずの長身の多くも落漠として見えもしない。それなのに、この名もない一しもべは、と、真因は朝鳥の心根を、その忠誠を。 初めは何か不思議な心理みたいにお疑いになった。ありえない人間の心のようにお思いになられた。忠誠だの、正義の守りだの、犠牲の愛だのという高い人間の精神は平常耳にも飽くほど苦行喧嘩の口からは聞かされておいでになり、それを信じてこられたため、 今日の巨にもなり、この運命にも立たれたのであった。しかし、貴族でもない、武者でもない、朝取鳥のような身分の軽いものに、どうしてそんな真心があるのか。官や英釈も欲しない、何の代償をも望んでいない、みすぼらしい身一つの人間がそんな美しい心根を持っているのか。それが、 真尹にはお分かりにならないいや真心は真心として映らずにいないので直後にはすぐ麻鳥の純なる敬愛の気持ちを真尹もおくみ取りにはなったそしてこういう素朴な野の民のうちにこそ何の表裏も醜さもごまかしていないきれいな一つの精神の花がこの国の四季のうちにはあったのだということを まことに遅くではあったけれど、今初めてここでお学びになった。さあ、もう一息、峰の末へ急ごうか。まだこの辺りでは油断はならない。もし敵の目にかかったらそれまでだ。辺りでは、自社や武者たちがわざと独り言に言っていた。せき立てているのである。死因もうなずかれた。朝取り、では、その水を一口保れ。 いただこうよお前の真心を恐れ多いことさどうぞ手ずからでよいもっとそばへおより死因は竹筒をおとりになった乾き抜いているお口へ竹の口を当て目をつむってお飲みになるいくたびも息をついては味わうがごとくまた飲まれる よみがえったかんろのようであったよ」と竹筒をあさとりのてへもどされながら「まだのこっているねもったいないすてないでとっておくように」とおっしゃった次回は「うのめだま」です。 新平家物語第68回講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は城春彦です。ウの目玉山は夜に入ったしかし山も安らかではなく夜も安らかな何者ももたらさない当然なこととして 代理型の追撃兵は麓から峰道へまで分け入っているらしい木の根草の根を分けてもと真因のお行方を狩り探している動きであるもう耐えられぬとらわれるならとらわるるもよし賃はこれ以上歩むもはうも進むことはできぬ皆は皆の思い思いに賃を捨てて遠くへ落ち延びてゆくがよい 風に追われ木々のそよぎに追われよもすがら如遺山中をさまよわれたため森人は極度のご疲労に襲われてついに夜露の中に座ったままお息をあえぐばかりである人々は皆泣いたすすり泣いたどうして我が君をこの山地に捨てて身一つの安全のためおそばを離れて立ちされましょうや。 すべてのものがこぞっていったこの気持ちに偽りはないことに為吉忠政などは武将としてなおさらである為吉は涙ながらお諭し申し上げたどうかここ数日をお忍びくださいご苦難にお勝ち遊ばしませ流亡の真句を玉体にし立てまつるのは胸のさくる思いではありますが なんとかしてせめて大見島でも声を合わせば死んだにも挽回の策がないでもございません為吉が考えている策とはこうである比叡の東を越えて湖を渡り近江へ行って近江源氏や甲が鈴鹿の豪族を語らい瀬田の大橋を引いて最巨の一戦を図るもしこれが行われなかったら 遠く関東まで落ちて足柄足高の折衝を訳し相模武蔵には源氏の遠類も多いので上皇の院前を保うならば坂東武者は上げてご帰化にさんずるに違いないたとえ一戦二戦で目的は遂げえないとしてもさらに道の府の遠くを望めば決してご運の極まるわけはないいつかは最上洛の気をうかがうことができようという 二段三段構えのコートであったよしのこの考えは北殿の敗戦を見ない前からのものでひそかに左布頼長には権限してあったがついに頼長には入れられなかったものであるが今でもなお遅くはないよしは信じている真因の恩前にロークを曲げて切々と説いたのであったけれど 死因のお心はすでにこの時この戦いに悔いておられた。再び何のお望みを世に持とうというおぼし召しもない。それは精神的にも肉体的にも打ちのめされたお命の真実なお気持ちだった。ことにはこう大勢が群れさまよっていることは我から危険を呼び求めているようなものだ。矢はつき馬は捨て。 た体はたれも綿のようにつかれているむしろちりじりに分かれた方が敵の目をくらましやすいことばんばんであるちんのそばには家ろと光ろだけがいてくれればよい明日を待っていずこへなりと身のよるべを求めようほどに。 かくまで親友がおっしゃるものを人々も今は栄誉を曲げて詩いたてまつる気にもなれなかった。といってここでの決別は皆団長の思いにせかれた。ある武者は声を放って泣きある苦行は物狂わしゅう親友のお袖にすがった。しかし果てないことだと皆悟った。 かかる上は世の明けのうちにこそとやがて五人十人と生いとまを告げて山風の闇に紛れておのおのどこへともなく落ちていった源のため吉の一群れも馬之助忠政たちも最後に山品寺や比叡方面へ別れ別れに立ち去ったなぜであろうか 没年と小雀の中に置き捨てられた時、親陰のお心はかえってほっとある安けさをお感じになった。家広、はい、光弘もおるや、お前にござりまする。おことたち二人のみ残ってくれたか。ひうんよの哀れのみに準じ,じて。 なんの嬉しいことです。各五先道を見立てまつることのできる身は。ああ疲れ果てた身を横にしたいこうしているにも耐えぬああもしここはそばの通る道のべ敵も通りましょう。か方たの谷の陰までお拾いあれば島などよせて仮のおねやを設けまするさあ。 もう少しのご辛抱するともう人はいないとばかり思っていた草むらからガサと動いて言うものがあったしもべのみとて恐れ多さに控えていましたがお許しなれば朝鳥がせにおいまいらせてお供をいたしましょう谷道はいとどけわしゅうございますしいや朝鳥お前はまだ残っていたのか陛下 よろしければ私のせいにおすがりたまりません。下郎の足は強うございます。どうしてお前は落ちていかないのかい,いえ、やがては朝鳥もおそばから姿を消さねばならないことになりましょうが、それだけにたとえ幾日の間でも朝鳥はかがまりよって死因へ背をお向けした。死産は眠って、 熱い霧が降りてきたが遠くを望めば古都平安の空はなおまだ燃え続ける地上の炎に魔の息吹のような火花を一面にぼーっと映していた夜明けとともにどこへ行ったか姿の見えなくなった朝鳥がやがてひょっこり帰ってきた峰向こうの草庵まで行った で貧しい食物を分けてもらい今戻ってきましたという死因はまだ死者のように眠っておられた谷間の崖の岩陰である木の枝から枝へ吹いた芝の屋根がお体の上に落ち葉をこぼし農師のお袖には昨日の戦火の焼け焦げが見えるせっかくだが糧をたくにも煙を立てることはできない 夜明け前にも上の方で敵の兵らしい声がした。家広は一睡もしない顔色であった。そしてなお言うには、親陰にはご出家遊ばすお心でいらせられる。がこの山中では、ご徳度はおろか、お串をおろすこともできぬ。どこぞ探し求めて、奉仕の乗る古腰でもよいが、腰はアルバイか。 腰があればおのせ参らせて心当たりを頼っていきたいが朝鳥は光弘を連れて里へ降りたやがてどこから求めてきたか雨ざらしに置かれてあったような張りしを担って帰ってきたその日死因はその古しに召されてともかく山から町へ忍び出られたもとより家広光弘は武装を捨てている 脳しの袖をからげ下ばかまをくくし上げていずこの下郎とも知れないように装いを変えていたそしてみこしの後先を二人して担ぎ一人はお供に沿い時々肩を変わり合った「もし捕らわれなば腰も出ぬ間に自害を」と親陰の御眉は無言のお覚悟を潜めていられるし 担いでゆく家広光広も気が気ではない教教として白氷を踏むとはこういう時の思いであろうしかし町中へ出てみるとかえって神経は解放され草木の音にも心を研いでいた山の中とは自然異なるものがあった「戦い闇ぬ」と聞こえたせいか避難していた町の者も荷を追い牢用の手を引き合った 山から落外の田舎からゾロゾロ我が家へ帰ってゆく。深淵のお乗り物もそれに混じって歩くにはまことにふさわしいぼろこしであったし、またなんとなく気もなごむ。けれど、光弘といい家弘といい腰を担ぐことなどは全く慣れない技なので目もくらむような労働だった。誇りと汗を顔中に流してはて。 いずこの門へ頼ったらよいか」とよろよろうろうろ夏七月の焦げつく巷を行き迷った。死因は腰の内から「淡のつぼねのもとへ」と小声に仰せ出された。それは二条大宮の辺りに住んでいる死因のおきの一人である。訪ねてみると門は閉ざされ。 おくまったところのつまどやりども皆閉じていてひとけもない様子であったさらば「左京の大夫宣長の家へ」との仰せいでに今度は三条某問へかきまいらせてみたがここも同じような空き家である宣長は合戦の寸前に白川北殿を抜け出して出家してしまったとかでその行方を知るものもない 印の女房に小の内視というものがある。思い出して内視の角をたたいてみたが、ここも人音はなく、子猫が一匹、間垣木のもとにいただけだった。西を人い、東を訪ねても、ここ一軒例外というところはない。たまたま人気のある館と思えば、外貨をあげている敵方のもんだった。今は このひとつを入れるよるべもないかと、死因は女涙にくれるばかりである。とらわれて、枯らき浮き目を見るよりはと、折々死を思い保うようなつぶやきも漏らされた。い,いえ、い,いえ、なおもうひとや心当たりもありますれば。と、家広はたそがれてからまたよろばうように腰を担いだ。 たどり着いた先は地足院という古びた小寺だったここの老僧は家広の家人の演者筋らしく阿波湯を煮て森院の苦語に参らせたそしてこの世この無名僧の手により藪革の顔なりと薄暗い灯火の下で森院はか剃りを受けられた他三37歳のご創業である あまりにも生々しく痛ましく随獣の三人は涙にむせんだ次の日である新院には人よお考えになった末ここからそっと仁和寺へ渡られた仁和寺の門図各方法戸場の王は鳥羽の五宮で新院にとっては実の弟君であるとはいえ今はよも 入れられらじただ押して腰をかき入れよと、死因はあらかじめ恩間な子を閉じて家広へ言いつけてあった。果たして、すげなく拒まれた。それを立って押し切って、お室の別院へお入りになったのである。も図は不在とあって、死因とのご対面もない。代理への手前さもあらめと、死因はお恨みもなさらない。 むしろやっと最後の運命を待つところへ来たという落ち着きがご様子にうかがわれた。代理方へ敵対し立てまつった私たちがおそばにいるのは帰ってよろしくありますまい。ここまでご先導をお見届けいたした上はと家広光弘はおいとまをこうてその世仁な寺を立ち去った。このの人はまもなく主言者の群れに入 とに他国へ落ちていったといたう朝鳥もいつの間にか姿を隠した「伊豆子へ落ちていったやらと折々深陰の御まぶたは素朴な彼の姿をお描きになるのであった天皇また上皇としてのおよそ二十年ほどの間に接しられたあまたなる遺憾即対の権力の中の人間と 素肌で素心な一個の朝鳥とを思い比べて、深い考えにふけられることもままあった。とまれ、人なじの奥の人なきところ、冷ややかな若光の幾日かは、真因にとってこんこんと深い眠りを恵み、また人間を知り、人間社会の実相を考えるのに、こよなき機会であったには違いない。けれど、 これをもってご生涯の生産がついたとは言えないのである。啓発して罪を待つ御身に果たして朝廷からどういう初段の命が降りるかまた戦に勝てば勝った方の側にもまた新たな人間葛藤がそこに起こり死因ご処分の欺判にもさまざまな人心がもうどこかで相手と形を変えた戦いを戦い合っているに違いない。 白川北泥の消防に次いで洛内ではあちこちの館が官軍の手で焼き払われていた信印型に組みした謀反人たちの邸宅襲撃である第一には頼長の東三条邸巫部の別荘その他逆徒と呼ばれた諸教の家々も一つとして余されはしない炎は四日四晩も琴の空をいぶした。 戦後二日目の晩から小雨が降り出し三日目も雨だったが夜のうちに桂川を下ってきて川尻に風闇を待っていた芝船があった芝を積み重ねさらに泊まをかぶせてら来の風雨をやっとしのいだらしいものの船底にかがまり合っている人影は皆ぬれびたって顔も出さない折々うめき声が漏れる 船底に横たわっていた手負いは昨日までの宇治の長者左大臣頼長だった図書のを年女王敏成九郎殿恒範などわずか四五人が見取りしていたまだか宇治は宇治はまだか苦しげに手負いは言う宇治の老夫 ただざねのところへ逃げたいというのが頼長の切なる望みであった行き交う二船や岸の人目を忍びながら芝舟はやがて宇治川の方へ下っていったせぜの杭の上からきょとんとこっちを見ている宇の目玉にも何か心をすくませながら雨は親やみの結びを見せ 川もは虹を溶かしたようにまばゆいけれど虎の下からはうめく音々の声しか漏れなかったそしてもぐさくさい煙がそこににおうのはまたしても年なりや常則などが音々の大きな体を押さえつけて喉の,のやき傷へ急を据えているものと思われる次回は「半刃の一路」です。 新平家物語第六十九回講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は城春彦です。般若の一郎重症者に急を据える風習は、その頃よく行われた幼稚な外科療法の一つだった。傷口の周りを火で縫うほど、たくさんに据えるのである。 出血を防ぎ筋肉の回復も早くするらしい。ことに夏の合戦では日が経つと生身のままそこから宇治が湧いたりするので頼長の矢傷の口にも自社たちはやたらに灸を据えた。そして「どうか宇治殿とご対面あるまでお命の持ちますように」と船底に立ち込める線香ともぐさの煙の中で祈り合った。だが 急の暑さに意識を疲れると全身の苦痛もともに呼び覚まされる頼長は大きな体を曲げて「あっつーいあ痛いもうくわよせ死んでもよい急はよせ」と子供みたいに飛球して訴えたその効果には違いない一番の思いも喉に通らない渋滞であったが やがて宇治へ着いてからも細々と口がきけるくらいな気力はまだあったところが宇治の忠真はすでに宇治にはいなかった何との僧兵を利で誘い洛内へ突入させようと図っている間にあまりにも早く新院方の敗北が伝えられてきたため一家を挙げて奈良興福寺の禅定院へ逃げていったと里人は噂している 年なりや恒則たちはやむなく人を雇ってきて芝筆の中の重傷者を今度は板越しに乗せて奈良へ歩いたこれが14日の午前である真夜中過ぎヘトヘトになって奈良の口までたどり着いた疲れ果てた身を引きずって禅上院まではやっと来たがそこの門前に腰を置くと誰も彼も石畳の上に「うわ と言っっったたままへたまへわてしかすがの森も猿沢の池もまだ夜明けには間のあるさぎりのうちに眠っていたひとたびは度をしかけたここの法子税もどこへ潜んだか灯籠の火のほかひとつのほかげひとつの人影も見当たらない都の戦などは我関せずとしているようなしじまに見えるだがやがてのこと な恒則の二人が門をたたいておとなうとすぐ内部に人生があったそして禅上院のうちにある人々の夢も決してここの天地とともにまどかに眠っているのではないことがすぐ分かった武者が顔を出した奉仕も顔を出す皆具足をきなぎなたを持っている根津のばんに立っていた様子である そっと雷意を告げると一時騒然と人の気配が揺らいだが再び静かになった頃年なり一名だけが門の中へ通された忠実は起きていた今起きて急に衣服を着直した様子ではない年なりは人心地もなく彼の前にひれ伏したそして頼長を連れてここまでやっと落ち延びてきた次第を逐一話した 廃線の女王はここにいてもざねは年なり以上詳しく知っていたけれどあれほど頼長を愛していたこの老夫がなぜかよくぞ来たわしも会いたかったとは言わなかった白木が上に白さを加えた瓶の毛や顎の祖先にかすかなわな泣きは見せたがほとんど面のような無表情を持ちこらえているのであるようやくに ただざねはこう言った。いやおれ、年なりよ。思うても見るがい,い、うじの長者たるほどのものが平城の先にかかって死を遂げるなど、なんたる非業な末路かよ。様でふんなのに対面してもよしないこと。年なりよ、頼む。 どうか音も聞こえずまして目にもかからぬところへ連れ去ってくれ言い終わると彼は途端に血を吐くようにしわぶいた五体の骨もバラバラにしてしまうほど泣き伏したまま背に波を打たせたすぐ隣の部屋には彼がここへ抱えて避難させている頼長の妻やその他たくさんな家族が 皆稲もやらず聞き耳立てていたらしい。それらの人々も一度に隣でわっと泣いた、泣きすすった。忠実の言葉は、頼長に対しては無慈悲極まるものだったが、その心情にはつらい老人の分別があった。もしここの門へ頼長を入れたら。 より長の妻子剣族は皆より長と同罪に処分されることは疑う余地がない彼はより長を捨ててむしろより長の妻子や多くの肉親を助けようとするのであったお別れ申し上げまするおそらくはこれが最後の年なりは 涙の沼から這い上がるようにやがて立ってすごすごそこを出た門の外には板越しが露に打たれてなおそのままな位置にあるなりは板越しの中でうめきながら待ちぬいた頼長の耳元へただざねの心とそして言葉とをありのまま伝えた「 板越がガタンと動いた頼長が身を起こしかけた途端にであるそして何か詫びるような言葉を吐いたが意味はよくわからなかった胸中のものを遠くへ届かせようとする感情の塊みたいな叫びだった同時にもう一度板越が反対の方へぐらっと揺れたと思うと中は深い井戸の底みたいにシーンとしてしまった 利とり長年と恒りと左右から板越しにすがって叫んでみたがそれきり依頼はなかった頼長は下の先をかみ切って自害していたのである板越しはそのまま哀れなる棺となったあれほど権力に執着し 名声や映画の争奪に勇気味をやつした左大臣藤原頼長が最後に勝ち取ったものは間違いなくこの板越しの棺一個であった「夜が明けては」と年成たちは奈良坂を暗いうちに降りて半蛇のへ急いだそして野添に穴を掘るのすら人目を恐れながら いたごしのままより長の泣き殻をそこの土中に行けた。年なりはその場で髪を切って同じ穴へ投げ込んだ。常のりもほかに三人もそれに習った。とはいえこの先の運命は自分自身にもわからない。ただひとまず失気して社門の陰に頼るほかはなくやがて思い思いに別れ去った。 町は急速に平常に帰ったけれど深淵型とみられる逃亡者の追分は春烈を極めている落内の辻々にはなお戒厳令が敷かれたままだし五喜七道の関所口も固められ旅人の肝をすくめさせているという折伏町中ではしきりにこんなことが言われていた「自首して出れば」 特にそのものは御赦免になるというお沙汰じゃないか。いや、なあ,ある人々は許されもしまいが、重罪たるものもなるべく罪は軽くという朝廷のおぼし召しだとか。親友はご出家遊ばすし、悪策も矢にあたって落命された。あとは皆余儀なく加担した衆ばかりというてよい。これ以上。 血で血を洗うようなこともあるまいて。別に考察が立ったわけでもなし出所も不明な巷またの取り沙汰に過ぎなかったがこれが風の便りに聞こえると各所に潜伏していた逃亡者も希望的な観測にそそられて「命だに助かるなればこうして隠れているよりは」とかなたこなたから自発的に名乗って出た。 左京の,台風のりながと大夫宣長と近江の中将成政の二人は落外の渦政に出家して潜んでいたが届け出によってすぐ須王方眼末真がし取りに差し向けられた四味成隆と馬献守実清は浄土谷の隠れ家からまた皇后宮献の大夫諸光備後守利野能登守家長なども思い思いに自首して出た。 長の末路を最後まで見届けた九郎戸常則も兄の森則と一緒に大和方面で逮捕されたなおなお亡き左大臣の外籍の者どもやら一味した滝口の武者など毎日何十人となく行方の町の人屋に投げ込まれたここの獄邸では水どいひどいなどという苛烈な拷問が行われ 経理の知ったと罪人たちの悲鳴が時々土塀の外にまで聞こえた先般の裁判長には右小弁これ方が任ぜられ大劇諸なりが判事となって毎日のように吟味を開き「真因ご謀本のこと」並びに「一味長所」と呼ぶ膨大なる記録が作られていた。 先般者の追及はただ今度の合戦に一味したものだけにとどまらないそれ以前の近衛邸の崩御から美福門院の呪詛事件にまで及んだ数年にわたるそれらの関係者を根こそぎ洗い立てるものだったがぜん大恐慌が起こった皮肉にもそれは代理型の内からであった 今は巧みに勝者の陣営にあるものでも以前の言動を現れるといかに二股をかけた両面の使い分けにうまく成功して何食わぬ顔をしている人間が多かったことかそれが表面化しようとしたけれどそこまでは事実上の追求はなかったただやがて戦後の論考交渉の割り振りにあたってそれが将軍交差の資料になったことには違いない こういう抜け目のない、そして峻烈な行政手腕を振るっている新朝廷の上官は、一体誰かというに、それは久しい間、小納言の曲の机に背をかがめたまま、泣かず飛ばずでボンボンとリムをとっていた例の小納言親税入道なのである。典型的な官僚肌の男とでも言おうか。 今までは容易にその頭角を曲以外には表さない彼であった。分けて頼長のいるうちはほとんど頼長の目の隅にも止まらないように無能無言を守っていた彼。その神勢入道がようやく首をもたげて平等の上に大きく事故を見せ出したのは全く今度の戦乱を境とし、 特に戦後処理の行政に自身当たってからのことである。残党狩りの必要さも彼の性格らしいし、また自主省令の町の議術なども、実は新税の策というのが本当らしい。温床の内義にも新勢はその交差に当たって大きな発言を持ち、彼の意見が基準になった発表とも言われている。その中で、 下助の神義朝が昇殿を許され様の神に寄せられたのに比べて秋の神清盛がまた播磨一国を加えられて都内も播磨神となったのは見る者が見ると非常に格差のある恩賞だという表があった。様寮の神といえば見栄えはよく武将の官職としては珍しく高い地位でもあるが。 なんと清盛殿が受けた播磨の神はどう思うそれは比べ物にはなるまい。なるまいがな。いかに両の神でも一方は馬いじりの馬の司りすぎる、ね。清盛殿が先の秋一国にまた播磨一国を加えた富とは重さが違う。義朝殿は見栄のよい名を取られ。 清盛殿は実をとったわけよな。そうだ。由来瀬戸内の海に面したビンゴそのほかには、親の忠盛殿が両国であった頃の平家の続投がたくさんいる。されば前もって清盛殿から神税入道へ、ぜひ張間の国をたまえと、ないない買うていたのではあるまいか。かもしれぬよ。あの両家の親しさからでも。 恩賞の発表にはエコ不平の論はつきものだが神勢入道と清盛との仲は何か格別な間らしいどうもただ親しいという程度ではないとようやく近頃になって周囲も気が付き始めていたなんと不縁な収目だろう神勢は早くから武者の力を牛耳る必要を考えていたし 清盛も家紋の交流には平等の人物との目形を望んでいたには違いないそして両者の妻と妻とも絶えず行き交いして夫たちのそうした野心の交易に利面の助けをしていたことを世間は気づかずにいたらしい今や2人の目形の上に両者の期していた季節が巡ってきたわけである 清盛が義朝には名を取らせ、自分は実利を取ったのも、花は行く末にいくらでもと、将来の夢を大きく抱いていたためであったとは、後にこそ人も知ったが、この時にはまだ誰も勘づかずにいた。次回は、急帳です。新平家物語第70回 講談社吉川英治歴史時代文庫より。朗読は城春彦です。九兆<城>。清盛は戦後といえ、まだ一日も甲冑を解いて寝る暇もなかった。十六日には手勢三百余を連れて如意山を越え。大津坂本方面へ出動していた。 ためよしとその子息らが三井寺に隠れ湖を渡って東海道へ逃げ落ちる支度をしているという密書がある「すぐ駆け向かって飯とらえよ」という帳名を報じて急いだものであるだがそれは虚説だった三井寺を調べたが疑わしい痕跡もない大津の町湖畔の漁村手分けして借りたずねたが何の手がかりもつかめなかった そこでさらに「泉の辻を軒ごとに宣言していけ!」と大勢して洗い立てたところがここは永山の無道寺領であったのだ山胞子が隠れ遊びの稚児茶屋があったり古城を搭載する船の旅客を待っては送る商家の女たちも多く言いたそこへ一軍の兵馬が込み入ってきたのである蜂の巣を突いたような騒ぎとなったのは言うまでもない 尊道の口を止め、軍票が小言を調べている間に、清盛は佐藤さんの老人や商家の主などを呼びつけて、何か聞き及んだことでもないかと自身で尋ねていた。年間女の一人がしゃべった。そのためよし様かどうかわかりませんが、夜明け前。 大津の西浦から東を見え、落ち武者が67人船で渡ったと言うていた漁師がございました。確かに立派な具足を召された武者衆であったとその漁師は申しておりましたがこれは耳寄りなと清盛が名を正している間にどこかで乱調子な鐘の音が聞こえだしそして村はずれからただならぬ時の声が起こった。これは 無道寺の大主が寺領へ無断で侵入してきた軍票を不法なりとして、棒には棒を持って報えとばかり、大挙武装して殺到したものだった。清盛の兵はすでにやづるを鳴らして応戦し、奉仕勢は手慣れの薙刀を振りかざして突入してきた。彼らの野生ぶりは武者の火ではない。 鍛錬された技術と強靭な体力を持ち、いわゆるバンプ不当の大坊主が四五人はきっと混じっているのである。バタバタと味方の師匠を地に見出した。李ヒはともあれ、それを見ては清盛たる者もひるんではいられない。馬を飛ばして敵に接し、猛勇な一方子を狙って矢をつがえた。すると、その大坊子がもろ手を上げていった。やあ 六波の清盛殿ではないか。待て待て、播磨殿。わ主ならば喧嘩はしたくない。何喧嘩はしたくないとそういう気草は誰か横川無道寺の実相をはてな、もう八九年も前になるからお忘れだろう。詳しく言えば、すぐる九安三年の夏六月、我ら三門の大使が豪相とない、 信与をほうじて呪落の右、祇園の下で我ら大師の前に立ったただ一個のかっちゅう武者があった。そやつが信与に向かって不敵な矢を射たことであった。覚えておられるや。忘れるものか。それなん、この埴輪の神清盛だった。和殿一個の矢のために三門の威厳は地に落とされ。 一時は清盛こそ必ず殺すべき恩敵と呪うたが、い,いな、東大珍しい男よと、密かに和殿のその後を山から眺めていた変わり者も二三はいた。各申す実相坊、それと士官院の女空坊、斎藤の上演坊など。それがどうしたのか。おりがあったら和殿と話したいと言っていた。 話せば何か面白いケチ縁が自然生じるやもしれないと。望むところ、いつでもが、今日の乱暴はどうしたことか。祝いは何もない。ただ、帳命のまま為吉殿の追分に来て、既古の勢い、拉致もない市議になったまでのこと。では、退きたまえ。他日、また会うことにして。ほほ、退こう ちと不面目だが今日のところはこっちが悪い清盛はあっさり謝って引き上げたけれど部下の増務者たちは武士の面目に欠かずらって合腹でたまらないらしく帰る途中西浦の民家を焼き立てたりした為吉を船で逃がした報復と 無道寺の代酒に痛めつけられた腹いせでもあったがしかし為吉一族が東近江へ落ちたという風文も実は人違いであったことが後で分かった動乱の世いつも泣き寝入りの最悪に遭うのは何も知らない魚農の民や市民であった大物は捕まらない自首しても出ない およそ親鸳加担の苦行肝心はあらまし投獄され追分の網の目から逃さなかったが肝心な源氏の六条ためよしと兵士の馬之助忠政との武将の二挙党だけが用としてわからない「二十日絡みの黄昏である今日のみは十日以来の赤も湯殿でゴシゴシこすり落とし甲冑を脱いで寝たいものだという欲望を自ら許して 清盛は六原の私邸へ戻ってきた。はっはりままたねははりま殿五条を渡って橋田本の暗い木陰からいきなり彼の蔵脇へ飛びついてきた僧侶がある。夏というのに布でまぶかに顔を包み、さらにその上に傘をかぶっている。やれたる方へ、そして杖一つ。 その杖を地へ捨てて僧侶はひしと清盛の固い具足の片足にしがみついたわわしじゃ針馬殿懐かしい針馬殿よわしじゃがな何清盛はギクとある直角に突き抜かれた。ですぐ立ち騒ぐ友の老頭たちを先に「まあ待て待て手荒いにするな乱暴者ではなさそうだ!」。 と静止したしかし容易にそのものへ与うべき言葉も知らないように彼自身の方が全く何か間をついていたああそうだお前たちはちょっと離れておれ向こうの木陰で休んでいるがいい彼が老頭たちを遠ざけたと見るとそれは彼の馬のあぶみに胸を押しつけて散然と泣き出したお,おいよこれ わウジノマノスケタダガサヤタスケけタワレタノナサケノビソオびぞおヨテタズネテキタワサアリバドロヨタスカシワガオイゴヨいイノチヨスクデグレイウサい,我がいよどうォラシャサイさい,おしなさい清盛におじはない あななたからいいと言われる覚えはないななな何を言うぞお元の父行右京忠盛の弟この忠政その忠政殿はかつて九安三年の夏この清盛が三門の神与に矢を射た騒動の時に身のかかわりになるを恐れて偽絶するとおっしゃったはずではないかあ,あれはもう昔話だよ。あ あの時はあの時もこの時も実月のもと恥を知りなさい恥を悪かったアグサフのよりながに誘われて死因型の味方に参じたのはただまさが一瞬深くよ季節するといった一言は血に手をついて詫びもしよういや今日の詫び事は受けられぬ あなたは公の罪人だ。逆との首謀者の一人だ。五尺の身、起きどころもない、この王子を、おもとは、見殺しにするというか。命乞いは朝廷へなさるがよい。清盛は知らん。清盛は追武の任にある者、縄をかけて突き出すまでだ。<laughs> 無情やな <laughs> 消えてほせいどこへでも逃げていけやい 目の前にあられば縄を打つすべもない。いやいや浄土谷の奥に隠れたまま食べ物らしいものを食べずようやくこれまでつりつりの厳しい兵の目を逃れてはうばかりによろよろ頼ってきたもの。ここを去ればたちましよその武者の手で捕まるのは知れているああ。観念した。 殿わしを討てわしの首をはねてくれ討てというほどなら自首したらどうです自首がお嫌なら自害するも無茶らしいいや自害ません自首ません気肉を分けた老いがいると思えばこそ一途に人間の情を信じて頼ってきたのだ。 その一人の老いにすら見放されたとあればもはや天地に頼る何者も,もない老いの手で成敗を受けよ本物だそれも本物わ輪ろ、撃てわしを撃ていかんせんこのおじたるや清盛の苦手である。 清盛の花たれ時代を知っている。貧乏を放らの頃も知り抜いている叔父なのだ。当然清盛が情にはもろい男という点も心得てのことだった。こう迫っても決して打てる彼ではないことを今目の前にある清盛の様子からも忠政は見抜いていた。 世にたけた老快いな彼の目から見れば、なおまだ清盛などはちょっぴり大人になりかけたぐらいなものにしか思えなかったり違いない。口と涙で動かせる。彼を動かして朝廷に命乞いをしてもらおう。在一党を厳じられても命だに助かればと、この宮潮は老年だけに十分押し量って飛び込んできたのである。 見込まれた清盛はまさに忠政が見た通りの人間であり、むしろ宮長は忠政でなくて清盛の方がそれみたいであった。ついに彼は忠政をその晩六原の長屋の一宮にかくまった。そして翌晩、密かに姉小路西の桃院の湘南権新税の館をそっと訪ねた。合戦以来、 意気健康たる清盛であったのに元気もなく奥へ通ったよほど心の負担に押しつぶされたか思案にあぐねていると見え主の入道が出てくる前もポカンと客殿の職に目をうつろにしたまま座っていた次回は「国語白神です「新平家物語」 第71回講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は常春彦です。国豪白神主の入道も真っ赤清盛はなお真っ赤な顔をしている2人とも酒はそう強くもないのにちょうど新勢入道の妻紀伊の宜坪音も美福門院から数日のいとまをもらいここに帰っていた夜なので 勝ち戦のお祝いにとひどく派手に飲み合ってしまったものである。と言って談笑の間には機密のこともつい口に出るのでキイのつぼれのほかは女房たちも室へ入れなかった。時節か柄還元などはまだ早いし酔うほどに話は2人だけの敬語を強めていた。切ることですな断じて切るべしですよ。 御へのような弱気では到底天下を処理する仕事はできぬ。心霊入道はいくたびも言う。いや清盛のともすれば思案顔に落ちるのを知ったし励ますがごとき興奮なのである。忠政殿は叔父だからと御へは血縁を気にするが、かつてその忠政の方から偽絶すると言い渡されたこともあるということではないか。そうです。 信用事件の類を恐れてあの折にです。しかもその朝以後は赤の他人だぞと。しからばすでに縁はあるまいがな。が血はつながっておりますゆえ。はてな血がし勢はまじまじと清盛の水岸を水岸で見つめながらそうかなあ。 御変の誠、ま、の父君は忠盛殿ではなく、白川法王でおわすとのみ、親善は思っていたが、ええ、白川法王であるぞとは、父忠盛も死の間際に暗示めいた扇をくれて申しました。けれど、法王は私を産みっぱなしです。ぬかごの一粒ぐらいにしか思っていられなかったでしょう。忠盛殿こそは誠、ま、の人に勝る哲てて親です。 忘れがたいおあいの父、その父たるお方の弟なので、どうも考えると、忠政殿をなめにかけることも、切ることもできません。ははははいや、どうも。ごへんはあまりに人がよすぎるよ。きぃ、そなたは針馬どの喰った句を聞いていたか。はっはは妻の顔を顧みて、神勢はなお笑いやまなかった。 い,いえ、伺っておりませんでしたが、何をそのようにお迷いなのでございますか聞くがよい。こう今勇針魔殿が妙に力のない表でおとのうてきたゆえ、いかなる心配事やあると聞いてみると、自分の軍校をご返上してもよいゆえ、馬之助忠政を助けて賜れと、いとしおらしげに言うではないか。まあ、では。 殿はおいごという縁を頼って六原に参られているのでございますね。格もうたうえ思案にあぐね、この神聖に朝廷へのお取りなしをわざわざ頼みに見えられたのだ。バカなとそこでわしが叱ったわけじゃよ。おもとはどう思うさあ、わたくしには。いや、女性のみのおもとですら。 美フ門院様のおぼしめしをかなえ、かつは、ことばの君のご一直を立てるためには、裏面においてあらゆるつらい働きもしてきているではないか。平家一族の武者頭がしらともあるハリ殿のめめしさを笑うてやるがよい。いや、神税殿、おうち方にまで笑われては清盛立つせもありません。ですから、先ほどより申し上げておりましょう。もう腹は決め申したと。が、うん なお、どこやら、沈面と思い迷うらしい風が見える。顔はようても心までようてはおられん。愚痴なるかな。この文字、どうもなかなか自分が割り切れません。官業を読まれたことはないか。官業にいわく、豪所この方、父を殺す悪王一万八千0人。されど、いまだ母を殺す子なしと説いてある。なぜかといえば、 イチのもろもろの悪王が国威を奪うためであった。が、五変の場合は大いに違う。ただまさは大逆の賊、五変は町名をずる真、しかも儀絶の間であり、真には血もつながっていないものではないか。わかりました。やります。もう迷いませんぐだ。この時、ただまさを切らぬなどは五変一個の煩悩にすぎぬ。 もし助けて御国へ放ちでもしたのち地方の兵士を集め、再び続投を固めて勢力を伸ばしてきたら、御変にとってもゆゆしい災いにならぬこともあるまい。下にも、昇誕な私でした。帳命をいただけば明日でも。ああ、早いがよい。もし御千儀の馬之助忠政が六原のうちにかくまわれておるなどと世間にでもふと漏れたら。 それこそ針馬の一心のみか一族の大事となろうに謝りましたまことその一時だけを思うても清盛は腹を決めて姉小路の神臓入道の館を辞した馬上となって夏の夜風に吹かれるとどうしたのか反対にグラグラと悪酔いに突き上げられた酔いきれずにいた酒が一時に発したものでもない彼の頭の中にもう 明日の嫌な光景が描かれていたのである。おじの首を切って出す。どうもかつ然となりきれない、楽しくない、おお,おという気持ちである。俺は、生来のお首をものかしらて、嫌いといえば、この上もなく嫌いなおじなのに、いや、おじでもないただまさなのに、どうしてだろうか。 五条大橋を渡るにも首を振り動かしてみたりこめかみをたたいたりしてひどくさえない馬上の人であった忠政は遅く目を覚ました入れられたしぼめ長屋の一棟は粗末で薄暗いがゆうべは薬湯も与えられかゆも腹いっぱい食べまずはこれで命だけは助かろうとぐっすり寝込んだ今朝なのである朝の食事もおいしかった 彼にも子がある。すぐこう思う。長男の親友のクロード、永守次男の忠綱、三男、摩擦難など散り散りに戦場を紛れ落ちたが捕まったか。撃たれたか。それともいずこの空にいるやらと思いやる。馬之助だろう。追わすか、誰か伺うように入ってきた。 ただまは理由なくぎょっとしたが、行使すると三十四五かとも見える良い武者である。身内とは思えるが清盛とは似ていない。おるおるが誰だただまは強いて意を張って答えた。火のクロード時忠です。おお、御台番どころの御舎弟か。 図らずも老いのまど殿の情けにより、思わぬ久しのもとに助けられる身とはなった。何かとお世話を頼みいる。いや、心得ました。もののふは終わりこそ大切です。もしひげもそりたし、おぐしもあげておかれたいお示しなれば、その間しばらくお待ちしておりましょう。お待ちしてとは、どこかよそえ好みを移されるのかそれは五穀。 今はお縄だけをかけに来ました。なな縄をと誰の言いつけでもちろんハリバの神様のお指図でそんなはずはないハリど殿を呼んでくれ話がちがういや参られても同じことです。けさすでに菅の下し踏みが達しられ馬之助忠政の首猿の国までに打ち終わるべしとおさたは決まっているのですから。<っ>とのけぞって 馬鹿なそんなはずだと立ちかけるのをめがけて時忠がパッとくみついていったと思うと板敷が音を立て二人はもろだれに重なっていた物音を合図にどやどやと武者七八人が込み入って難なく忠政に縄をかけてしまった「お,おいおいおおえおいの針もここへ連れてこいこの哀れなる老人を騙すという親はある!」忠政はわめき続けた けれど外の戸は落ち着けられ万の兵士だけを置いて時忠はさっさとどこかへ立ち去ってしまった清盛は今朝から太刀の一室に座り込んでいた昨夜の心霊入道の言葉を何度頭に繰り返してみたかもしれないが依然としてさえてこない兄上致して参りましたあ時忠か何か吠えたか くどくどあめきました。お年ににもやらず、お嬢際のお悪い老人です。いや、こうなるなら、初めから情けをかけずに、いきなり縄を打った方が、まだ罪が軽かったよ。何をおせられます。罪人は馬之助。軽いも重いも殿に罪のあるはずはありません。今しかた、から届いた仮名の女王を見たか。拝見しました。

戦は違う。戦はなこれが戦です。猿の国の六条河原もどうして戦の外のことでしょうああ、そうか。は、う、あ、ん。時ただの単純さはかえって神殿入道の白式なリズムよりも清盛の気持ちを軽くした。割り切れないまでも雑念は片付けられる。昼寝だ。寝ておこう。 まだ猿の国には間がありすぎる時田だ枕代わりにあそこの手箱を取ってくれ清盛は横になったそして寝ながら大殿武しを越えて夏の空をふと仰ぐと早い雲がしきりに太陽の表をかすめ急に暗くまたカッと明るく地上に強烈な黒脈を明滅させていた次回は 雷雲です。新平家物語第七十二回講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は。城春彦です。雷雲。土手の上、その影。河原の彼方、こなた。どこにもありのような人群が固まっている。 首切りの見物人であるもう珍しくもないほどこの川筋では打ち食いが行われた昨日も今日もというほどにであるそれでもやはり人が寄る人に見せ示すのも刑罰目的の一つかのように役人や刑場の下辺たちも別にそれを追うでもない不利そうな。 あちこちこの群衆は空模様を気にしながらもなお数を増していた六条瓦の一角にはたはたと吹きちぎられそうになりはためいている黒脈の幕を遠く見ながらぽつぽつと雨粒が落ちてきても立ち去りもしない荒むしろが敷かれさっきからすでに三人の若者が一座一座を話し合って行儀よく座っていた 官の行江の町から剣士として右将弁これ方の下官だの極利が出張しており先に準備をして六原から清盛が忠政を引いて来合わすのを待つのであった群衆がざわめき出した清盛たちが見えたのである馬を降り河原へ下ってくるこれ方の下官たちと挨拶を交わしてなどいる その間に、馬之助忠政は縄を火の苦労と時田に引かれ、大勢の武者に守られながら空いている荒むしろの一つに引き据えられた。あっあっ平長森、忠綱、正綱など、先に死の座にいた彼の息子たちは飛び上がって忠政のそばへ駆け寄ろうとした。しかし縄尻は一座一座の後ろに打ち込んである杭に縛りつけられてある。 そのため、長森も忠綱も正綱も自分の力で横へよろめき、または腰をついて仰向けに倒れた。立ち騒ぐな観念のほかはないさすがにこう見ると、忠政も心を父の位置に定めてそうたしなめた。恨めしくもあるが、ありがたくも思う。ここでお前たちに会い合おうとは思わなんだ。 親子の救援は朝からぬものだ。いやおれ、長森よ、ただつだよ、また摩擦だよ、聞くがよい忠政は声を振り絞った。六波羅を立つ時に散々どなったので、もう喉もしわがれてかすれがちな声である。よいか、三名のおろ。 我ら親子はぶんつたなく一緒にここで首打たれてもまだまだ清盛ごとき防音畜生の類にまで堕落したものではない真偽に読み方したりとて何の非行ぞ真偽のご恩帳をなど忘れよう清盛を見よ昔の平太清盛の今を恩知らずとは彼のことよ われらは立派なのだ恥じるところはないのだぞよ清盛は将棋についていた無言である忠政がにらみつけてくる目を彼もにらみ返してはいただが死を直前にしている者の目にこうしうる目はとてもない清盛の表は刻々蒼白に変わっていた無慈悲な鬼よ清盛というやつは 今度あらばかりでなく絶も向けやききいへいだむかしただもりどのがひえがゆすらもたべかねてはわれをつかいにほりかわのわがやしきへいくたびしゃくせんにきたことかよもわすれはしまいがふゆのさむらにもよれよれなぬのひたたれをきただまさのもんやものごいのようにべそをかきにきたのは誰だれだ 哀れと思いくれてやる冷え飯にガツガツ涙を流してむさぼり食うて帰ったガキが今の播磨の神清盛とは実に少子だいやそれはよいとしても幼少より大恩あるおじをだましていいのか仮にもおじと名のつく者の首を貫へ打ってなお立身出世をしたいのが人間かそれが 畜生にも劣る者ではあるまいか。やい平太一言でもあらないってめえあるまいが、ないはずよ。忠だは何次ら一家の救いの親だ。忠盛の実の弟だ。それを切、斬るそれも前世の約束かもしれぬ。よろしい。斬れ 俺は念仏など申さぬただ森殿の女を唱えてのみよさけへーたー彼の声は一種の危機をもって響き口からは炎が吐かれてくるようでさえあった折りふし、雲は密度を加え誓いは暗さを増してきた遠く雷鳴がかけている 夕立を前屈する冷たい一陣の風が背にぶきを立て砂を飛ばしここのまんまくを吹き倒した一点の夕立雲に日時計の投影も見ることができないさっきからあまりなただまさの行走と呪いに慶には慣れているはずの蝶の下官や下部たちも肌を注けさせて立ちすくんでいたがポツッと顔に痛いほどな雨粒を感じると一斉に言い合った猿のこです 張もはや猿の国を過ぎましょうはあ清盛は夢中で言った。号泣を張るような威力で腰を立てた。彼が立つと、忠政の目も上へつり上がった。彼が横に歩むと、忠政の目も横に動いた。時忠、立ちを取れよいのですか。時忠もいつになく二の足を踏んでいた。しかし、 直ちに人頭を引き抜きどれからというような目をして清盛の真っ青な顔に目で尋ねた恥から指さされた時長盛の顔が途端にきっと清盛を振り向いた清盛は思わず目をそらして「早くしろ時差だ！広武か!」となじったなんだ声のもとに異様な音が人々の耳を打った 人たちのうなりが一つの心音を空間に起こしたものであったそれは濡れ雑巾でも叩きつけたように聞こえた「うわっ長森果てたか!」ただまさのいるところからこう叫びが走った時にはもう端からその次の座にまた同じ血響きが起こっていた「ただつだよただつだ!」雷鳴はすぐ頭上に来ていた雲の上でする声か地上のものかけじめもつかない 親のただまさの絶叫が邪魔になって立ち取りの時忠は三人目を切り損ねた。と思うと時忠は事故の魂を取り落としたように突然うつろな顔つきに変じてうろうろ地上を見回し始めた。ほい「はいどうした時忠何をいたしておるか水を水を一杯飲んでからいたします。急にめくるめいてきて妙にその。 手元が定かにつきませぬうえ血にようたな育児のないよし俺がする清盛はかんしゃくを起こした大股に何歩か歩き忠政の座の横に立った忠政が仰向いている清盛はそれを平然と眼下にした平常の感情の限界を彼の感情は駆け抜けていたそこまで突き抜けてみると 白白と冷たい虚無の空間しか見回せなかった狂人の常に住む世界に似ている頭の芯もジーンと冷たいいやその冷たさは熱度の極に達している無知覚と同じものかもしれなかったそして清盛はその頭の中でさっきまでとは別人のように笑って忠政を見下ろしていられる自分を不思議ともせず支えていた 手に白人をひっさげて馬之助殿もう何かおっしゃりたいことはないのかお首は清盛がつかまつろう <laughs> やれるならやれ公然と忠政は言い払ったうなじを差し伸ばすのが法であるが、まあ、彼は反対に胸を反らしたまだ切るなと断っている態度とも言える 虫がすかぬとは争われないものだ。そもそもまだちごたちの頃からなんとなく気に食わぬ平た清盛であったぞよ。思えばこういう宿命であったのか。そうでしょう。清盛も若年から今日まで、およそあなたほど嫌いな人間は世になかった。雪と隅ほど性の合わないおじおいであったのだろう。俺は破れた。 肩腹痛い,いそのおい小僧の手にかかって死ぬ。無念というもなお足りぬ。悟られたか。これがい草だ。いや、輪廻だ。次には平太。己の番だぞ。お待ちくださらないでもよい。さあ、ご用意は急ぐな。もう一言言い残しておくことがある。平太。 ええた、なんだ、何をまださすがに汝はよう似たぞ悪相の血は争えぬな、何似たとは誰に父親にだ誰に似ようが二枚が俺の親は忠盛殿の他にはないいや、あるわしは兄の御家、義恩の女子から懺悔を聞いた汝は 兄忠盛の子でもなく言わんや白河の君の巫子でもない。まことは女房がみそかおのやさかの悪僧が種だということをや,やかましいくとまれ清盛はいきなり太刀を後ろへ引いた。まだしゃべっていた忠政の首の根をビュッとすくいうちに白い光が通り抜けた。明けに損んだまま、清盛はだらんと太刀をぶら下げていた。

明らかに庶民の感情だ、群衆の声だ。声とともに小石の雨が清盛の周りにバラバラと飛んできた。清盛は酒もしない。石はやたらに彼に当たった。愚足は来ているが顔や手先に血をにじみ出した。群衆の怒号はざわめきを高めるほど意味も聞き取れなかった。だが要は清盛がおじを手にかけ、 叔父の子三人までも並べて撃ったことを憤慨したものらしい世に見たくない光景を見てしまった不快さに悪を燃やして罵り湧いているのだったしかし清盛の老頭たちは当然身を飛ばして八方の群衆へ刃を向けていったそのため群衆は一時の教本を示しただけでわっと雲のこのように逃げ散ってしまったしかし清盛は なおぼ然と4つの死骸のそばに棒立ちになっていたその姿へ配然と真っ白な夕立が降り注いできた東山の塔を斜めに裂いた青白い稲光の中に彼の影はなおまだ元のままに見えた立ちをぶら下げ全身を雨に打たせながら立っていた「とろとろ雪江の町の役人たちは皆帰りました」 んつどもの影もものはや一人とて見えもしませつがなくお役には果たされましたものいざお帰りを老頭たちは彼の周りにうろたえを集めてしきりに帰還を促した清盛はようやく包みの上へと歩いたそして京吾一家の晴れ間を見上げてしばらく口の内で念仏を唱えていたが「時忠」「時忠」と静かに呼んだ それは平調な小姉で常の彼と変わるところはなかった。老働たちも時忠もほっと眉を開いた。折伏空には夕虹がかかった。悪夢の覚めた思いを一つに時忠た,たちは駒を引いて清盛の前に並んだ。清盛は馬の口輪を引き寄せながら時忠を顧みてこう言い残した。お前と老頭56人は後に残れ。 四人の亡骸を丁寧に鳥リベロのほやへ運ばせるのだ。俺も屋敷でつやをしよう。弔いのこと、そっと頼むぞ。湘南音親世は待っていた忠政の首をその夜に見た。右正弁これ方の下官が六条瓦からすぐこれへもたらしてきた四つの首よけを蝶の頭下の下に並べてよろしい。 と言ったそして六条瓦での忠政の最後の女王や清盛の様子だのその手間取り方を司祭に下官から聞くと「<laughs> <laughs> さようか人まさに至難とするやその源義というがそうばかりでもない忠政のように猛執を毒づいてゆく往生際の悪い者もまれにはあるさてさて ハリの守は小心者よ。<laughs> あれでよくすぐる日の合戦に白川北殿の門へ寄せられたものだと、愉快そうに膝を打って大いに笑った。次の日である。神勢は高松殿の一室に今度は源の義朝を招いていた。そしていつもの低い声で「様の神殿。 殿には昨夜叔父忠正の首を打って差し出されておられるぞ。忠誠明白、寛復に耐えぬ。時に信玄型の謀反人としては忠正よりも重職にあり、かつは子息六人も愚して大将軍の采配を取った六条為義の行方は、その後どう戦議しておられるかと尋ねた。 言葉はものやわらかく年頃である。が、義朝の胸にはぐざと矢が立ったような思いが煮えた。さっと顔の色も失った。はい。えい、処方を探し求めてはおりますが、何分にもまだ手がかりがございませんので。合戦に続く追分のご苦労、蝶においてもお察しはしておるがな。なおなお、 草の根を分けても必ず召し捕らえはいたしますが「が」とはあいえ何義朝は思うせだった入道は上目遣いに盗み見ながら「せっかくご軍港もにおわしいところぜひもう一倍勤められ」。 一人張間守の,のみに誇らしめず、一日も早く五変の忠誠も事実をもって蝶にお明かしあるようにの。神勢の腹は問うまでもない。清盛がおじにしたように、義朝にもせよというのである。父為しを捕らえてその首を差し出せという荘用なのだ。どうして平成にいられよう。その日、 義朝は戦後初めて疎開先の田舎から都へ戻ってきた常輪の家で彼女の無事や幼子たちの顔を見てやる約束になっていた心は暗く足も重い全く気の進まない日ではあったけれど束沼の間でもと道を回ってその帰り道常輪の角に駒をつないだ次回は「志賀寺懺悔」 です「新平家物語第73回」講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は上春彦です滋賀寺懺悔白川村から山ばかり越えて湖畔へ出る感動を「志賀山越え」と俗に言う慶光天皇の御を志賀に都があった頃の廃道であろう。 滋賀寺はその山中にあったここに三日未晩ほどヒ素とかくまわれていた十人ほどの落ち武者がある六条為義とその子息六人老頭の花沢孫六などであった道盛りの情けで一同はともかく食を得眠りをとり矢傷や刀傷の手当もしていたそして 東国へ落ちていくために琵琶湖を渡る船の散弾を巡らしていたあいにくとこの間に六条為吉は持病の神経痛に悩み出し荒れ寺の一室に寝たきりであった孫六と四男の寄り方は今日も船を見つけに行くと言って大津へ出かけた八郎為朝や他留守の者は養所に立って夜も昼も見張っている そして、タメヨシは、ひとり山のみを、山寺に、横たえて、テ、コウ来六十年の生涯をが、り返った。武者とムわれる身にも介護やセキが、ないでもない。いや、むしろ痛恨は、深いものがあロ。ムカシ、シガの商人は、手に一トヒの杖を持ち、眉に八時の霜をたれタメヨシは、 何かの絵巻草子の言葉書きで読んだことのあるその商人のことなど思い出したいくら年を取り知識を積んでも人間には人間本来の迷いの火種が白骨になるまではなくならないものらしいということをその一相話に興深く見ていたせいか物語の一部はうろ覚えながら文章のままそらんじて言いた昔 芝寺の商人とて行額高き精細おしけり三階の家宅を出て九本の浄土に生まれんと願いしかば風紀も夢中の気楽と笑い色欲も文明の具と哀れむ雲を隣とし芝の伊織に住み時に湖畔に出て水槽館を念じた者にある日 京極の宮ろ、滋賀の花園の帰りに御車の物見をあげられけろに、この商人、御目を見合わせ参らせ、いかに試験、心迷うて御車のわちに身も魂も引かれゆくかと悩み立た,たれぬ。それよりはこの商人、 菩賛の雲も窓の月も、盲年の炎に焼かれ、ごんを召喚の床には、あらぬ御方の妄想の毛像のみ源氏ける。かくては御章の触り、根性の鬼にもならんずらん。哀れ我が思いを、見やすどころの君に一言なと申して、臨終をもせばやと思い立たれ。 商人杖を尽きて弱々と京極の御所に参りて、まりの壺の係の木元に二日二夜ぞ立ちたりける。人々皆骨敷修行者の類いもやと見過ごし行けるに、見やすどころ、御蓮しにご覧ぜられ、滋賀の花見の帰るさ見たる肘襟に手やお忘らん。 われゆえに迷わば五世までの罪ぞかし、つゆばかりのことのはとて情けをかけなば、慰む心もこそあらめと、ひそかに召されければ、商人、魚連の床にひざまずいて、申し譲ることもなく、ただ、さめざめと泣いたりける。そのさま、偽りならぬ景色なれば、恐ろしくも哀れともおぼしめしけん。 見やすどころには雪のごとなる御手を御蓮のうちより少し入れさせたまい、商人の涙の下に与えたもう、商人、御手に取りつきて、命も絶えなんようにちわななき、ほほすり寄せて、あ、はあ、根性よ、根性よ、来世なりせば花たちのと、うつつにむせび、もがきてのみ、 おわしける空想と現実との中間に自分を置き逆境を忘れてふと楽しみふけっている自分であることがある為吉の今はそれに似ていた昔滋賀寺の商人がいた荒れ寺に落人の身を病に横たえ「あのような赤額ですらそうであった」「いわんや不便の凡夫が」 慰められてくるのであった商人のおら楽の恋も自分が踏み迷った武者の道も帰するところは一つものだ彼も自分も死ぬまで抜けない人間の凡欲の火種が機械に煽り立てられたことに過ぎないもし自分に心底から妙理の翌年がなかったなら決して晩年の実を今度のような戦いに賭けはしなかったろう 真偽や忠誠を自分も口に言うが、やはり心の奥には自分にも妙理の念があったのだと、ためよしは自ら恥じた。何しろ彼には男女の子供がが42人もあった。もちろん一人の妻にではない。一夫多妻はこの頃の習慣で、別に彼のみを意図するには足らないが、 鎌倉にも美濃にも住吉にも落外にも別妻がいたのである。それらのたくさんな子たちの行く末に半国一軍ずつでも分け与えておきたいような気持ちがあった。さらに陸の神を得たいとする多年の宿望もあった。お威楽の恋とは形は違うが迷いの火種は彼にも十分あったのである。 船を都合つけて参りまりしひそかに船持ちの漁師に利を与えて四郎り方と花沢孫六が喜ばしげに戻ってきてこう告げた17日の真夜中ごろ一同は滋賀寺王で忍びやかに湖畔へ立ったところがどうしたのか約束の船は見えない 唐崎の松のあたりという約束だったので暗い波間を眺めてたたずんでいるとかなたの広い闇からひずめの音やたいまつやけしからぬ人生が近づいてくるいやはかられているぞ俺らは真っ先に父や兄たちをこう言ってさましたのは為友であった孫の父親をお助けして東坂本の山へ逃げ込め俺たちはここにいてうってを引き受け後からお慕いしてまい何を示し合わせておく暇もない 花沢孫六は為吉の腕を自分の肩に回し背負うばかりにして駆け出した後で思い合わすとその日の昼清盛の手勢がこの付近をしらみつぶしにせんして回った後なのである約束の漁師が来なかったのも無理はない孫六は東坂本の新官五郎太夫に実を打ち明けてその夜を過ごしなお不安な様子が見えるので翌日為吉を追って 山に分け入り、斎藤の黒谷に身を潜めた。鈴鹿の石も不破の石も塞がれているという。それにこの病態では東国へ下っても、所詮再起の旗揚げはおぼつかない。しかず、髪を下ろして出家となり、この義朝を頼って降参して出よう。 為吉は突き詰めた思案を孫六に漏らして、斎藤の月林坊に特度を受けた。頼方為成、頼仲などの子たちが探し当ててきた。八郎為朝も次の日訪ねてきた。息子たちは父の放ったい姿を見ると、皆落胆して、もうこの先の意地も楽しみもなくなりました。と泣き合った。いなとよ。 おことたちもいつまで一つ親の巣にいられるものでもない。お前たちは若鳥だ。心心でおことたちの未来にはいくらでも広い青空がある。ためよしは慰めた。しかし、親としてこの後に子供らへ与えるのにそんな貧しい言葉しかないかと思うと、自責に問われてさんぜんと落塁した。 彼はすでに嫡男の義朝へ手紙を書いて、それを花沢孫六に持たせ、都へ使いに出していたのである。その孫六が帰ってきた。喫っそはと、まず尋ねると。河野殿にはお手紙を配されて非常なお喜びでございました。と、孫六の答えは急いそしていた。あったのかじきじきに手渡したのか 為吉はさすがに義友の細かい奇境をすぐ知りたかった。されば、親方へ伺いましたが、ご不在なので、ふと思いついて、常盤御前のお住まいへ行ってみました。おりもよし、おられました。鎧も解かれぬおみなりのまま、幼い和子たちをお膝へ寄せて。おお、孫たちを抱いていたか。義友も子を持つ父の心は知ったであろう。 ときわとの中にも、はや二人の子があったの。いえ、ときわ御前のおはらには、なおもうひと方、おみごもりのように配されました。河野殿がときわ殿へのお心遣いも、そのためひとしをこまやかにお見受け申されます。そうか、そうか。ときわとやらも気立てのよい女将とか、彼のみは幸せよの。 それは皮肉ででもも憎しみの半語でもない。実に自然な不正のつぶやきとして漏れたのだしかし彼の周りにいる義朝の弟たちはどう聞いたか皆無表情そのものを顔並みにそろえていた為吉はその間に義朝の返書を黙読していたお待ちいたします鴨の正すの森までお渡りあれば家人をもってお迎え申し上げまする かまえてお気遣い遊ばすな。義朝が軍港に変えても朝廷へのお取りなしはつかまつりますから。と、公には追武の勅命を受けている元凶でも、手紙は私のもの。こから父への手紙、父が読むこの手紙、ただ墨と紙だけのものであるわけはない。しかしか この父が自分たちと別れて兄義朝の門へ降参人となっていくということには、寄り方もためなりも皆喜ばない色だった。分けて為朝は我慢のならないように口を切った。父上そのことは何とかご思案を変えられるものでしょうか兄の腹はわからぬが、危険この上もないことだ。案じられます。おとどまりくださいいや、八郎、さは言うな。 義友とて本心はあざむけぬつらいにはちがいないのだ。父が彼を頼んでまいるのも身の命おしさにではない。弟どものを許しおも、兄をして朝廷へお願いさせてみようがためじゃ。それが義朝自身己の苦悩を救う唯一の道でもあるまいか。ちがいますちがいます ためともはかぶりを振り続けて強く「仰せは父上の一人勝手」と申す者いくら兄でも父上を罪にしたくないのは当たり前です出世しても寝覚めのいいはずはありませんからしかし翻って他をご覧なされません。死因はまさしく史上の恩兄にあたるではありませんかでも朝廷はこれをおばしになりませんかまた佐父頼長は関白忠道殿の実弟です兄弟なればとてそれも許されましょうか そのありえないことを力説した。為吉もうなずいてはいる。若干の為ともにしてはと、その言葉に感心して陶酔しているふうにさえ見える。けれど、思い直そうとは言わない。理由は別なことに変わった。がのすでに孫六を使いに出して為吉がここにおることもはや都に知れた以上は。 そしてまたた。こうも言った退いて東国に再起を図ることができぬとすれば進んで身を運命に任せ都に名乗り入って一流の活路を求めてみるしか策はないのだただ一流のついに彼はその翌日花沢まごろく一人を連れて永山から鴨へ降りて行くことになった。 生きながらえてもこれが最後のお別れとなろう。いわんや危ういお行く先と子供たちは父についてどこまでも大がごとく送ってきた。もう一里、もう半里と。孫六の肩にすがってゆくためよしは時々その肩越しに振り向いていった。みなよ、人里が近い。もうここらで別れよう。 送るも送られるも果てしはないその度に後ろの子らは皆泣いた寄り方もためなりも肘を表に当てて立ちすくみ為朝は空を仰いでしゃくり上げていた次回は「夜の親」です「新平家物語第74回」。 講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読はジ春彦です夜の親鴨の正すの森に迎えの子氏が待っていたためよしはその夕暮れ子氏のまま吉友の屋敷の門へ入った我が子の家でもあるがまた敵将の陣中でもある ひそやかな一年にためよしの身はそっと運ばれた。菓子好きの女房が三人付き、風呂、髪のこと、衣服の世話、また薬事、食物の気配りまで手の届かないところはない。熟睡した。蚊にも食われず、野獣にも脅かされず、やはり我が子の家であったよと、明くる朝の日差しに思う。昼 人を遠ざけてためよしとよしともは親子二人きりで初めて会った。初めてというのもおかしい。別れて半月ほどしかまだ過ぎていないのだ。しかし実に相見ざること十年もたったように感じたのである。ためよしも涙にくれ、よしともも涙にくれた。言うべき言葉が二人とも見つからない。 骨肉とは不思議な感情のものである。憎しみ合えばきりもなく憎く、とても他人の非ではない。いかに剛悪な他人を呪う憎念でも、肉親の間に結ばれた祝縁ほどではない。他人であって他人でない何かが自分に混じっている証拠であろう。自分を自分で厭とうのか、愛するがための反動なのか。 わからないいいほど盲目にままで組み打ってしまいやすいだから骨肉アイハブの惨劇は獣人時代の原始本能をまだ人間が忘れきれないでいるままに時折とつこつと演じ出す恐ろしい異臭と言えないこともないけれどまた一つによって涙を見合えば他愛もなく元の一つに結ばれてしまう涙の一滴は 隔てられた中の氷もく父上お許しくださいお心に背いた罪を罪をとか義朝よこの父こそ大逆の名を受けた朝廷の咎人父としてお身に臨む資格もない公三人として扱うてくれい身を裂かれまするそう仰せられては いやいや、為吉は年も年、覚悟はしておる。ただ頼むは、寄り方、寄り仲、ためなりなどの弟どもだ。また罪もない女どもや幼子たちだ。為吉が身に変えて、助けてたまわれ。何の、私の軍港に変えても、お父上の御助名の義は。けれど、朝廷にも人は多く。 人の心はさまざま。おみまで謝られてくれるな。とまれ、おみは元家の嫡男。おみさえ立ってくれれば、仮名は絶えぬ。あくまで無理はしてくれるなと、為吉はこの後にもなお親心を捨てきれない。戦に先立って、家重代の源太産木をひそかに送り届けさせた時の心と変わっていない。 義朝はその夜筆者のうちに隠れて昭和権神勢をその館に訪ねた「哀れなかった」「神勢はここ多忙を極めていておそらく今夜も宮中にお泊りでしょう」と家人は言う「次の夜また訪れた」幸いに新勢入道はいたが義朝の嘆願の筋を聞くと「何?」 亀吉の除名を取りなしてほしいとさような大事は心臓の一存ではならぬことだしことに指定で聞くのははなはだ迷惑するよろしく町に出て所教に訴えたまえと全くにべもない返事であるもっともそれより数日前に清盛は叔父忠政の首を切って出した 五変も一日も早く忠誠を明かし立てられよと暗に特例していた信勢であるこの人にすがるのはいたずらに怒りを求めるものかもしれないだが義朝は諦めなかった中隠の中将正定こそ情けある人と聞いている右大臣をも務め人も心服し心停後白河の御信任も熱いと聞いている 正貞の師弟を訪れ一夜義朝は自分の苦しい気持ちを聞いてもらった正貞は西行などとも交わっている歌人でその頃の創始にも「哀れありがたき人柄」と書かれているような温情家だったさあ お心はよくわかりますが、何しろ世上の険しい動き方が、そのまま宮中の様相にも現れているような時ですから、御元の切なるご嘆願が閣議の入れるところとなるや否や、自分にも引き受けきれぬが、とにかく骨を折ってみましょう。自分も共に手上におすがりして、と、正定は快く聞いてくれた。 中院正貞は早速長議の日に「様の神義朝の嘆願により」とそのことを持ち出して「この軍港に変えて父為吉の一命は助けて取らせてはどうであろうか」という試験をも添えて主条並びに諸教の考慮を求めた正貞はまた「これは決して私一個の私情ではない」と 公明な理由をを挙げて人々の同意を求めることに努めもしたその理由とするところは我が朝では公認の元年左兵衛の神中成が人心を騒がせて多くの人を乱に死なせた時中成を死罪にした以外は帝王26代347年というものその間に死刑は一度も行っていません。 4世紀も死刑なく済んでいたようまた死刑を行うに忙しい世にしなくてもよろしいでしょう。人一冊をなさば、殺また殺を生じ、百冊もなお足らずとかいう古言もあります。正貞は転じてためよしを弁護してこうも言った。彼が真因型に組みしたのもまた求音によるものです。 それに、年も六十を超え、病にも悩む老将です。祖父八幡太郎義家は、朝廷のために道の区の果てまで行って大きな功もあり、なお、余風を慕う武者が万東地方には多いとも言われておる。彼を死罪にしたら恨む者も多いでしょう。裁かば必ず裁かれん。 世の険しさに険しさを加えるような政治が長命の女をもってなされていくことを私は悲しみます。恐れます。仁と対愛こそ我が町の祭りごとの姿ではありますまいか。すると誰か座中で笑う声がした。昭和魂新税入道であった。昨日は昨日、今日は今日。 政治の大事は今日を見ることだ。正貞殿は前言を吐かれた。しかし正貞殿は今日の世帯をご存じない。親勢の絶望にあってはかつての悪策さえも一歩を譲ったものである。その親勢が今はその雄弁に加えて権力も持っている。 かつての阿久佐府頼長にそっくりな態度で頭から反対するのであった。もし為吉を許すほどなら、真因のご処分などは思いもよらぬ。またもし為吉の死を許して流罪にでもしようものなら、恩国において同類を集め、再び何を企むか知れますまい。 かつは清盛すらもすでにおじをうって潔く災いの根を立っているのに一人為し義も親子にばかり特別なお計らいを仰ぐのは公平でないことにもなる。新税入道は絶えず薄笑いをたたえて正定を見ていた。義朝に頼まれていることを知っているからだ。警備医師の内偵によれば。 様の神は我が屋敷へ父の為しをかくまっている様子だとも申しておる。万が一それがまことならばきっかい至極だ。捨ておけぬ遺着でもある。直ちに他の武将に命じて義友を討ち、為しを召し取るべきだとさえ考えておるのに、さりとは衆院殿の甘いお説ではあるよと。 吐き捨てるように一周した。時勢の急変にはありがちである。戦に敗れれば亡民を生み、戦に勝てば一人の覇者を生む。乱後、神勢入道の牽制ぶりは長儀の旅ごとに表面化していた。とても正定では言い勝てない。正定は家に帰ると、密そかに義朝を呼んで訳を話した。そしてまずくすると。 他の武将が五変の屋敷へ打ってに向かうやも知れぬぞと注意した義朝は悩んだ今更悔いたなぜ勝もまくるも父や弟たちと一筋によって天命を待たなかったかと孤高の家来鎌田正清や野次郎は早くも主人の苦悩を察知していたいや 家来の主なる者は皆知っていたせっかく運をかけて戦に勝った彼らにとりこれは大きな動揺になった直には真を打つという習いもあるもしこのために俗名を受け先の先行も帳消しにされて朝廷の打手てを受けてはたまらないという心配である悶々の一矢を明かし二矢を明かし ついに義朝は復讐の鎌田正清と旗の次郎に何事かを密みつ,みつに託した。彼自身ではこれに触れることもどうすることもできなかったには違いない。世間がうるそうございます。河野殿にもお心を砕き、あれこれご除名のお計らいに寝食を忘れておられますものの、いかんせん朝廷に邪魔者をおり、 反論もあります。ついてはしばらくの間東山の奥まったところの草案にお体を潜めかたたご用事をあるようにとの仰せにございまする。鎌田正清と波多次郎とはためよしの姿へぬかづいてそう伝えた壺の先まで腰を持ち込みおもには我らどもがと促したためよしは座を立って猿に臨み 親なよしともの部屋のほうへむかっててをつかえ、げにこわたから、もつべきものはこというが、こでないものならどうして身にかえてまでこのように心をくばってくれよ。このごうんは症状よよ、わすれることではない。わすれはせぬと、なだをこぼしていくたびもいった。 彼を乗せた古は黄昏の裏門を出てやがて夜に入るままの暗い道を行った東山というのに古と友人たちの行く方角は少し違っている都は出外れ西朱雀から七条の真っ暗な草原へ来てしまったぽつねんと誰れも乗っていない空の牛車が待っていた渦中の老頭十数人が先に来ている 鎌田正清がひじで旗の次郎の体をこづいた。次郎は嫌な顔をして、わのしやれ、俺には、と手を振った。正清もたじろぎ、迷うことしきりだったが、もう義者のそばまで来てしまったので、思い切ったように、ああ、ちょっと、腰を下ろせ、と臓式の足を止めた。そして自身、腰のそばへ寄り添い、大殿、早、 都の外へ出ました。道も遠うございますゆえ、ぎっしゃの方へお移りなされませと促した。手は太刀の塚を握り、身を引いてためよ吉が出るところを待つ構えであった。すると、旗の次郎が後ろから彼の構えている手をついて、まさきよ、ちょっと買おうと、十歩ほど腰を離れたところへ連れて行った。おい。 だまし討ちはよせ、だまし討ちは。かりそめにも主君の父なる大殿、そんな手はあるまい。じゃあ、どうする申し上げちまい、そのことを。そして、お念仏をおすすめ申し上げ、たとえのぞえでお果てになるまでも、せめて六条源氏の大殿たる礼儀をもってするのが本当だろう。いや、もっともだ。 だがそうなるとやりにくい。聞こ変わってくれ。まっ平だ。俺にはできない。貴様やれ。こそこそ押し問答していたが、やはり正清がやがてまた,ためよしの前へ来て事実を告げた。平服してお命をいただきます。実はそのためのお誘い出しでしたと白状した。ためよしは騒がなかった。むしろ。 そうか。と、この気けつを大きく受け取るような返事だった。しかし、腰の外に座り直してひと言、こうは言った。なぜ義朝はそれをわしへ言えなかったのか。言えない気持ちもさせられるが、父の心とはそんなものではない。語気を強めたここで、 さすがの彼も満面は急に下る涙となってそんな小さい親の愛狭い両県の父と為吉を見ていたのか幼少を母の地を離れ父の膝に取りついてこの父の顔を見覚えてから何十年まだ。 まだこの父の心のまぐまではわからなかったか。いつの間にかあたりは草のほのほか立っている影はない。うちふしぬかずいている虫は雑式まで、しゅ終々虫のむせぶように泣いていた。よしともよ、それひとつが残念だぞよ。よ 歌方といえ深い深い救えんの子ではないか父ではないかこうとなぜ胸を割ってくれなかったぞいかに連絡したりといえためよしは親心までを露房に捨てておみを頼ったわけではないぜひなければそれもよし親子 根性の一夜を心ゆくまで惜しみをし語りをして別れたものを。彼は膝を直した生涯の涙を注ぎ尽くしたごとくもう泣いてはいない合唱しているのである小声の念仏が続き 心の平調を取り戻すと法栄の袖を動かす風と一つもののように静かに言った政清討て様の神義朝もついに父の子宮を艦へ出した一に晒すことはされなかったが庶民は声を揃えて義朝の飛行を責めた。 六畳瓦で清盛に石を投げた時よりも激高してよりより悪行を言い合った四郎左衛門り方その他頼仲為宗為成など彼の弟たちも次々に捕らわれ次々に処刑された一人八郎ため友だけは「馬鹿げているわけのわからない時勢だ あれほどな兄貴だが、やはりまだ苦行の番犬に過ぎない。誰が捕まってやるものか俺の天地はどこにでもある豪語を放って、ひょうと短期最国方面へ走ってしまった。けれど、やがてまた囚らわれて、都へ差し立てられ、ひじの筋を切って、その後、伊豆の大島へ流された。次回は、文学、 往来です。新平家物語第七十五回講談社吉川英治歴史時代文庫より。朗読は上春彦です。文学往来。たれともなく。その後戦車のあった橋のたもとや路傍などへ。花を備えたり、こをあげたり、石など積んで。 昨日の無数な無縁物にエコーしてやるものが増えていたそれはこの戦とは全く無縁な庶民たちであった赤子を追ったおばあさん市場から帰り道のおかみさん戦後早速出てきた瓦家売りやむしろ売りの女時には牛を引く男も道行く尼も足を止めて念仏している景色が見られる 無縁は無縁でも、これら無名戦士の墓に眠る雑兵たちのうちには、自分らの生活に隣りしている誰かが彼らの胸にあるのかもしれない。いじらしい死者と、いじらしい人々とのたむけ合いではある。人の善性がここに見られる。善なるかな。善なるかな。一つの焼け跡の角に立って、息きずりの足を止め、 ここでも見かけた露房の高下に、無ぜんとつぶやいていた大男があった。年四十みの旅葬で、おいおおい、それに大傘をかけ、けむくじゃらな手首にねんずを巻いていた。手には一本の竹杖を持っている。頭は伸ばしもせず、そりもせず、いわゆる宝刀に任せ、顔はくめ面そのものだ。ほい、ロワランジ。ただ、 すらだましいのみは、なんと永山のうちにもちょっとこれほどな豪傑面は見当たるまい。ああ、西の東院の西門も焼けている。三条東の邸も、巫部も、焼け野原だ。あわれ、柳の水の御所も。彼は何か考えに打たれるたびに念仏を唱えた。口のうちの念仏ではなく、 ナムアミダウスナムアミダウスとほがらかにこうしょうしさっそうとまちをしょうみょうのこえであらっていくのであったあらまたいったよおおきなこえのボンさんがきのうのいがくりあたまやおおきなくりやおにぐりやボンさんボンさんどこへいくのまちのこどもらはもうかれをみおぼえていた。彼は子供好きと見え 武将ひげの中からにゅっと赤い口を開いてみせた「伊賀栗さん菓子をくれ持ちをくれぜにでもええよ」「くみしやすしと子どもらはみてかれのあとをからかい半分おいかけてくる今日はない今度今度」かれはてをふって大股につじをまがったほどなく姉小路のひとつのもんそこは 藤原勢のたであった立ち止まって往来から家へ向かいをもんで何事かを念じた後ずかずかと平門を通り車宿りを脇に見注文のうちに突っ立って式台へどなった「頼もう頼もう召しすぎのお人やがるこれは洛北・戸賀道の山に住むロイ風神の一もん門文学でござる!」。 昨また一昨二度まで足を運んでおるもの、今日こそは神税入道殿にぜひ相棒したい大手徳と懇談がいたしたいよろしく自社よりお取り次ぎあれよ。広い館でもこれほどな声だと少なくともタの屋の端まで聞こえたに違いない中では召使いたちの強慌ぶりがうかがわれた 奥へかけたり反対に荷重部屋から人の出てくる気配がする青侍三人に荷重の老職がやがて式台へ現れた応体は丁寧であるしかしこう断ったあいにくと主人は昨夜も長儀に遅くなり 代理にお泊まりのままなおご体質もいつやら知れません。何しろこのところお体がいくつあっても足りないほどな公務のお忙しさで。はて、道すがら兵衛の門に立ち寄り、門学が調べてきたところでは、新勢殿には作為鳥の国に降下門より体質と F の棒に記してあった。ご不在のわけはない。 何をさわ文学を避けたもうぞ。用を納め人を休んぜんがためのお忙しさではないか。文学とて勘断をしに来たのではない。憂いを共に憂い、いささか権限の思いがあってお取り次ぎを仰いでおるのだ。あははいずれ他実、主人にもよく申し上げておきまする。他実じゃない今相申したい。 見えすぎた嘘を構えずさっさと奥へ応せつかれでも今日のところは「いや今日に限る明日とは言わざる一日置けば一日幾多の人命を失う地平の大事急を要するのだ取り継がねばここからどなろうか!」。文学はてこでも動く景色ではない。老いを下ろして腰を据え込んだ。 奥の泉殿には客がいた。うちわの客らしく、あるじの神勢、妻のキいのつぼねも言いた。自節柄らひそとだが、厨房の料理人を老のままで招いて、恋の息づくりなど目の前でさせながら酒を組み交わしていたのである。<laughs> うるさいの。客の今日をはばかって神勢がふとしたうちすると、見てまいりましょう。 息子の長範というのが立ちかけた。新世は息子の耳元へそっと行った。文学といううるさい野草だ。代理へも権限書などを投げ込んでおる。よいほどに言い透かして追い返せよ。長範は飲み込んで車寄せへ出て行った。そして式台から文学を見下ろした。文学とはご相か。父はおるにはおるが。 大事なおまろうどとお話ししておられるご僧の権限書とやらも見られたよしそれでよろしかろうにあなたはなんだ当家の三男失礼だがあなたではわからん神税殿をお出しなさい出せとは礼をわきまえぬお言葉よいや礼は書いていない野草はここを大人うに3日を費やしている ちょっとあくからお顔を出されるぐらいが何だろうぞ。しかも私事ではなく、国事を売れうる文学の言語を聞くに、寸字を惜しまるる方やあるご僧のような方客は実に珍しくありません。おそらく父もそうした遊国の談義は聞き合いていることでしょう。たまんなさいお息子、文学は

文学はつったち上がって胸を伸ばした。年々、那智へこもり、あの凄まじい山風と滝しぶきの中で喉も破れよと凶問を毒図し、二十一日の荒行をやってくることを今も欠かさない彼である。意識して少し大声を出すとなれば、うつりも揺れ、幾重の壁も通して、館中の耳を奪ってしまうぐらい何でもない。いやよ、この世の主 巷の沙汰と軽んじるな天の岩しめることと思うて聞きたまえ聞くならく神聖入道が主となって乱後戦犯の人々を斬ること六道機械の地獄へに異ならずとか老いをもっておじを斬らせ兄をして弟を討たせ。 こう思って父の子宮をあげしめるなど犬猫の畜生仲間にもあることが直木君長儀日々親税入道が口を開くたびに必ず幾人かの命に死刑のせんいずと義友に強いて父為しの首を蝶に出させなお弟どもを打たせてもよしとはせず。

これらのことすべて神勢は根領の袖に隠れ直線をもって武士に命ずという朝廷をして鬼畜の遠賦となす者神としてこれに勝る不中や公認元年この方帝王26代347年の間国に死刑のせんなく 都にへいらんなくたをみるはこのごとくじんいをみこころとしてよよのへいわをいのらせたもうてきたこうしつのかたちはあれまことのおすがたはなくなったああざんねんもんがくは腕でくのじゅずをはずしてみぎてににぎりそのこぶしをうちぐっていうのであったじゅずはかぜをきってなりべんぜつはくもをよぶがいがある。 自分の動きに自分を燃やし、激しだすととどまるのを知らないのがこの人の正常だった。恋愛でもそうであったように、自局の問題にもそうなるらしい。まぶたの皮が包みきれないような大きな両目を向き、こめかみの血管を膨れ出してみせるのであった。昔、遠藤三郎、森藤であった若年のころ。 人妻のけさに恋して、誤って我が恋人の恵みを切り、発信してからもう10年の余り、年々那智の滝に現れてきたが、まだ本然の証拠のみは、武者森等のままに近い。秘連の古傷はやや癒えかけた。五条を立ち、六欲を感じ、熊野道場をはじめ、なんと比叡の長老にも教えを請うた。 また大蔵教の競争に一水の明かりを立てて、思念三昧、事故のうちの仏性を来合し、物価を磨いてきたことでもあった。けれど、生まれながら人間本質の特に強い文学は、なおまだ人一倍人間臭い人間であることをどうしようもないらしい。かくて彼は、 事故の生来にもよくよく愛想を尽かしたが比叡や御成寺や奈良熊野などの既成貴族宗教の内部にもほとほとその腐敗した実情にはあきれ果てていたそこで独自の天台信教を高尾の山奥に創建しようという志を起こしたのである高尾道・戸賀能の山陰に鳥羽僧侶が昔いた古い織が朽ちていた。 九条家に買うてそれをもらい受け日和田を吹き出し柱を起こし近頃は京そこに置いているが先頃からの平乱やら戦後の非人道的な逆政ぶりなど見聞きするにつけ彼は没然と山を下ってきた。 彼は実相社会の諸行に対し、ことり、政治、戦争などの協調に向かっては、哲理的な仏知や心理的な仏教が無力に近いものであることを知らないほど愚かでもない。しかし、地上に今日ほどな人間堕落を見、骨肉の噛み合いを見、途端の民を見ながら、己一人山にいて孤高のいよりにひじりめかしていることはできなかった。 将分としてもじっとしていられない彼なのだった。門学が注文口で吠えているうち、表門の外にはまた一組の客が見えた。二両の牛車が止まって若い騎人が降り立っていた。何事であろう。快だ坊主がわめいておるが。夕顔の三味常宗と、ゴン中納言信頼という名門の若苦行。 立ち止まっていたが、戻りもならぬしと、注文書きの陰に佇んで、文学が立ち去るのを待っていた。一時、行く方知れずを伝えられた夕顔の賛美であったが、戦が終わると、またいつの間にか関白た道へ近づいたり、ここの門を訪ねたり、除才なく戦勝を祝して立ち回っていた。彼には連地も説もない。 けれど、世事俗談に通じ基地に富み実に話が面白い人をそらさない妙を得ている。新勢入道彼は近頃の大物ですよ将来は彼が政権を左右しましょうちょっととつきにくいが一度会ってごらんなさい前から約束していた紹介の労を取るために彼はこの日わざわざ信頼を連れてきたところだった。 税もそれを含んでいて今日は長の出仕を休み家にいようと打ち合わせもついていたこれはまずい小じき坊ずめいっかな帰る景色も見えぬわ常宗は舌打ちしていた連れている従者に命じ門学を追い返す応援デモと考えたがその時また注文内の式台では何かあらあらと家人と門学との争いがこじ出していた 帰れ、立ち去れ言わせておけば悪態造言この上なお申すと武者どもを呼んで引き渡すぞついに息子の長野にも我慢を破って強行に出たすると玄んにカラカラと笑う声がした笑うは文学しめいたのは家人である あわやと見える空気にも、文学はなお一歩も動くではなく、両手を広げて、急に目の前に数を増してきた青侍や雑式を平骸して、待て、待て手出しは待て文学は怖い。腕づくは何より嫌うところだ。何時ら散りやくたがではなく、やったら前後無意識になる自分が恐ろしいのだ。まず待て もう一言言奥へいたい。た眼光は何者も近づけさせないそしてまた前のような大音に声立てた「やい心臓入道よ心をすまして文学の言うところを聞け今日限り死刑や拷問を即刻やめろ恐怖政治をしく流れ敵にも尋常を持て」。 さもなくんば王法は遠からずその身に巡ってこようぞたとえ一朝の牽制は得ても初人の演奏を身に集めたら剣営何かあらんやがて豪華は奥を包み旧ぞの秘境を聞くは疑いもないいやもしなお昨日に次ぐ賛美な曲形を明日もその後もやり続けるなら次には文学自身が迎えに来て 炎の車へ汝をつかみのせ、六畳瓦へ引いていくぞ。よいか。聞こえたか、神とたんに後ろから神勢の家の武者が、くそおず、直後そしるか。と、ないがたの絵で彼の腰のあたりをいきなり突いた。奥の耳へとばかり心を集中していたので、門楽はあっとよろめいた。 彼にこの弱点があったと気づくと、それまでの強者はがぜん、猛犬のように文学の体に飛びかかって、手を押さえ足につかまり、数と重量で文学をねじ伏せた。文学はうもすも言わない。ひばらのあたりに手を当てたまま抵抗も見せないでいる。そこの激痛に一時目がくらんだのかもしれない。山となって追いかぶさった人間の下で息を休めている。が、 大勢の手はひしめきあって自分に縄目を回そうとするらしい。彼は考えた。これは困る。自由は奪わせられない。起きるぞと文学は断った。豆柄の中から大きな男が豆柄をはたいて立つように見えた。おかしいほど無造作にあたりの人間が跳ね飛ばされた。「逃すな!」と前を塞ぐ一群れもある。 蔵式、車トネリまでこのものを取り、総出となった。外へは出ずに、門岳は帰って、うちへ踊り上がって、牢の間に突っ立っていた。当て違いに戸惑って、家人たちはうろたえの向きを変え、反逆人の傍に違いない悪僧を送へ入れるなと、一斉におめきかかった。門岳は足場のりを締めて、両手に二人ぐらいずつつかみ寄せた。 そして、高乱から下へ投げ飛ばした。忙しくなると足で踏んづけたり、近くの柱へ相手の頭を持って行って、嫌というほど叩きつけた。将兵が倒れ、妻戸どが裂け、矢の内を信頼がかけるような物音だった。目わらべの泣き声は一層それに清掃を加えた。再び門学の姿が式台へ現れた。老いを背にかけ竹杖を持つと、慌てて外へ飛び出していったのである。 なお彼には自制があったのだ。自分が怖くなったのである。逃げるにしかずと考えたらしい。ところが、離れと、その出足を注文の陰から薙刀がすくった。文学は飛びのいて、なお表門までの間を固めている多くの立ち、長江などの光を眺めた。日垣の横に睡蓮が咲いていた。青銅製の蓮華溶板に称えられた水一面の花である。 文楽はそれを見ると竹杖を投げた。両手に抱え上げられた青銅板からザっと水が揺れこぼれる。行為が木であり、何とも異表外だったので、武者や舎人たちも親と気を取られている間に、文楽はそのまま、たたたたっと小刻みに歩き出して、長えたち、なぎなたの群がりへ、うわあ満身の力から抱えていたものを放り出した。花、泥、水、 そして青銅板がガランザッと地響きを立てた。まかれた泥水や睡蓮の根を浴びて、カエルのようにワーッと逃げ隠れる雑司田のねりたちを見て、文学は手を打って交渉した。笑い山の声を上げながら、文学は悠々と表の平門を出ていた。 三味の常宗と信頼の二人は生きた空もなく植え込みのもとにかがまり込んだまますくみ目をして見送っていた次回は「この葉皿」です「新平家物語」第76回講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は城春彦ですこの葉皿 探し出されては首をはねられる人々がその後もなお絶えなかったそうじてこの乱に死罪となった供養無人はもう百人を下るまいといわれていた末路を奈良の半年に終わって野津に生け捨てられていた先の左大臣頼長の川根すら滝口の武者を走って掘り起こしその死を確かめたほどだったもし 今なお覆面の武者森党でいたとしたら自分も必ず死者のムをすら掘り暴く者の手先かさもなくば河原に首をさらした一名に数えられていたに違いない思えば今朝女は自分にとって不思議な菩薩の化身ではおわしたはあ今朝よ 文学は今なお恋を捨てていない。邪恋は立った。秘伝の古傷は癒した。肉体と精神に耐えうる限りの罪の償いもした。が、今朝菩薩は彼の心の本尊であった。今宵彼は六条の瓦に火を焚いて、一人八月の夜を明かそうとしている。いや、一人ではなく、 さと二人でつ弟子はみだと二人連れというが彼はけさと二人連れだ今朝即三だ。彼はいつも寂しくないそうだよの明けぬまに彼は筆を持ったわ原の小石一つ一つへ南あみだぶつを書いてゆく ここで資材になったもののせがきを思い立ったのである。称号を小石一万個に書き、岸の路傍に積んでおけば、道行く人がそれを見て、石を拾って水へ投げ、念仏してくれるに違いない。自分一人の念仏は自分のためでしかないと思う。諸人と共に、哀れを感じてもらいたい、文学の諸願であった。今夜で、 三日目であった近頃昼は歩けない。神勢入道が自分の逮捕を狩りに命じたと聞いている。それでなくても物騒な都だ。油断はできない。称号の間には時々過去の亡雄の名も書いた。かの人はいかにあの友はなお生きているやら。鴨川の水音とはいつも変わらないが、 なんとここわずか十数年の間の人の流転よ。はあ輪廻。何もかも形あるものは清水を免れない。輪廻の外に生きる工夫が大事だと思う。ああ少し残った。明日の夜とするか。筆と硯を老いに収め、流れで顔を洗って立ち去ろうとした。 すると後ろからついてくる人影があった世はしらみかけていた土手へ上がると後ろの者も,も上がってくる振り向いてわざと見ると薄汚い小男だはあはあ方面だな早速にそう思ったが門学が歩き出すと小男は近づいてきて「ありがとうございますこの河原と言わずあちこちで 会えなく,なくなったたくさんなお方がさだめし浮かばれておりましょう。ありがとう存じます。どうもご苦労さまでございます。繰り返し繰り返し、と男は心から礼を言うのである。そして人懐かしげに文学の衣の袖にくっついてくる。お前はこの辺りの一人か。い,いえ、何がそんなにありがたい。同じ思いを あなた様がしてくださいました。世の中に一つ思いの人があるのを知ったときほど嬉しいものはございません。そうか。では、死罪になった新縁型の召使いでもあったのか。まあ、似たような身の上のものではございますが。虫がある。わしに不正せぬが。あいにくと身に何一つ持てるものとてございません。けれど、 命の他のものならば、はははでもくれるか。と、文学は子男の姿を朝の光にじろじろ見直した。なるほど、小じだろう。袴ともひたたれともいえないボロをまとい、えぼしなしの頭はほこりと塵のすというしかなく、足にわらじさえはいていない。申しにくいな、お前には。いえ、おっしゃってみてください。 もしあなた様にしてあげることができるなら、それは私の今日の一つの喜びになります。そう、大げさなことでもないが。一般のせよに預かりたいのだ。実はゆうえも食べていない。あ、ごはんですか。コーは当悪そのもののような顔をした。いかにも言いにくそうにわびて言うには、実は、 私も行くさのあとは宿なしで、今朝のご飯のあてもないものです。毎日骨付きして路面をつないでおりまする。けれど、後ほどまでに必ずごぼうのお食事を整えてまいります。三条柳の水の焼け跡で、あの御所の井戸のそばで、私が参るまでお待ち遊ばしてくださいませ。門学は大いに後悔した。慌てて止めた。 しかし子男は危機としてもう町の辻を曲がっていった「このところ戸賀農園も帰れないし昼中は寝場所にすら困っていた時である」「焼け跡の柳の水は格好なところに思えた」「行ってみると杉し日の面影もない瓦礫と半焦げの樹木ばかりが眺められさしも名園の地線にさえ焼けた板切れや死んだ小鳥などが浮いている」 ところが柳の水の周りだけはれがしたのかすっかり清掃されていた。井筒には板を並べ木の葉も舞い込まるように守られている。正常すぎて文楽は取り散らかすのがはばかられた。ふと少し離れたところの木の間へ入ると焼け板で囲った小敷の掛け小屋そのままな寝小屋がある。老いをそこに下ろし文楽はむしろの上に寝そべった。 高いびきをかいていつか眠り落ちていた。もしもしと揺り起こされて、ふと見るともう日は昼ごろの高さ。そして約束して別れたと男がそこらにあった板切れをぜんとし、かしわの葉やきりの葉などを皿として、いい塩魚、漬物、生みそなど、幾種類もの食物を並べ、商人様、お時です。どうぞ召し上がってくださいましと。 地にかかしこまってぬかづいてぬいいた。文学は彼の低調さと木の葉の皿の食物等を見比べてはぁ、あ、と何か歓声を漏らし泣きそうなまぶたになったこれはこれはお前が骨敷きして家々からもらい集めてきたものだろうお隠しはいたしませんその通りですけれど 一流のご飯も漬物の一切れも不浄なものでは決してございません。貧しい裏町の自分自身も食べかねるお人ほどささやかを分けてこの小敷へ賜るのでございました。今日読むすべも知らない物乞いでございますゆえ、ただ軒場に手を合わせていただいてきましたが、それがあなた様のような物心のおかてとなれば私の喜び、 また下された方たちの奉者のお心も届きましょう。どうか召し上がってくださいまし。門学はだるま尊者みたいに口を結んだきり、いつまでも返事をしなかった。いや、答えられなかった。が、彼はやっと決意がついたように箸へ手を伸ばした。いただくよ。ありがたく。さあ、どうぞ。 おまえもまだたべていないにちがいない。いやうそだたべておるまい。おまえもたべてくれ。こじきのこうとこはくびをふったけれどあまりにしいられてかれもともにはしをもったぽそぽそとことりとことりがついばむようになかよくかみしめたあさとりさんおみずもりのあさとりさん。すると この焼け跡に近い家の飯使いでもあろうか、光景を手に下げた目わらべが彼方の柳の井のそばから呼んでいた。ああ、よもぎ子さんか、お水かねええ、また井のお水をいただきに来ました。どこへもらいに行っても、時は御瀬の家のものなどに水はやれぬと断られます。下記のうちへ石を打ちつけて通る人さえあるのですから。お待ち、今、組んであげる。 朝りはかけていった。戦乱で使えなくなった井戸があちこちにある兵士たちが物を投げ入れたり死骸を捨てたり不気味な話が多かった目べの主の家もそうしたことでもらい水をしているものと見える今門学が小耳に挟んだ時は午前といえば源義朝の重いものとたれ知らぬものはない 父の首を差し出し数人の弟を切って得たものが様の神の官位よと庶民は唾するように悪評している時なのだ何も知らない召使いの目荒べまでが町で憎まれ水さえ快くくくれるところがないというのもありそうなことよと文学は朝鳥が水を汲んでやる姿を小屋から眺めていた次回は 火炎行列です。新平家物語第七十七回講談社吉川英治歴史時代文庫より。朗読は城春彦です。火炎行列。どっちも似たり寄ったりの、いわば乞食同士の境外である。 文学はその日から麻鳥の小屋に同居した文字通り一樹の影の縁といえる求めて奇妙な運命を持った者同士が月下にぽつねんと膝をそろえ荒涼たる都の中の焼け跡で世の行く末を思いながら無言を守り合っている図は還元の根もないこの秋の落中を象徴していた 昼は朝鳥が食を求めに歩き夜になると門学が出かけてゆくその晩文学は一個の酒を抱えて早めに帰ってきたそして朝鳥に向かい自分は熊野へ行くことに決めたこの機会にまたしばらく那智山中に籠もろうと思うそこで今夜は別れの一杯を酌み交わすべく知るべの寺から酒をもらってきたわけだ 飲んでくれ。お前には計らずもありがたい恩を受けた。その恩せに対しても自分は自分の同心を一層堅固にしなければならない気持ちにもなっている。今夜はわしがお前に善を備えて奉仕をさせてもらう番だ。さあ継がせてくれというのである。もったいない。私ごとき朝鳥は別れと聞いて寂しげな顔をした。けれど。 久しく口にもしなかった酒に遭い、いを重ねるにしたがって、ころりとたあいなく酔いを表した。ああ、酔いました。極楽です、門学様。次にお会いしたときには、こんなやけ跡でなく、のどかにご褒美などうかがわせてくださいまし。いやいや、お前にする説法などはないよ。 こうなってまでもここの柳の水を守って、ひとたびお仕えした新人のご先祖を見届け、生涯そのお方に陰ながらでもお仕えしてゆきたいという心根をいつか聞いて、わしはうれしかった。いや、敬服した。世にはなおお前のような人もいるかとありがたく思う。滅相もない。わたくしのようなどんこんなものには、 それくらいなことしか世にする仕事がないからです。こんな険しい世の中では、父から伝えられた雅楽にも、とんと励む心が起こりませんし、世は騒がしくても、またすぐ苦行の家や朝廷では、世々の還元やら山岳が始まり出すに違いない、検問に愛されれば、ずいぶん霊人として華やかな暮らしもできるだろうに。その検問に変われるのが、 いやなのですーを奏で笛を吹く、それが本当に人を楽しませ、心から自分を楽しむものならば、霊人の職も悪くはありません。けれど、天井といえ、苦行の円楽といえ、めったにそんな喜びはないものです。肝炎の裏に獅子のにらみ合いが見えたり、凶王の陰に陰謀があったり、それはそれは浅ましい思いをさせられることがたびたびです。 なるほど。霊人はいつも酔うことのない売席者だ。円楽の人々がヘドを吐いて酔うても、霊人は常に冷静だろうからな。ご設置、式日などの朝廷の恩義はこれまた別ですが、芸術の家に生まれて芸術を命としてきた者が、なんでそんな人々の伴奏をしなければならないのかと。 亡き私の父などはよく愚痴をこぼしておりました。むしろ柳の水の清さを守り、生涯をボンの中で暮らそうというのか。いやあ、どうかんだなあ。ボンゲの中でお前の持っている芸術を役立たせたらいい。さあ、天井の器学をそのまま町へ持ち出しても面白がってはくれますまいが、工夫を詰めば、 皆の楽しめる何かが考え出されてくるかもしれません。どうだ、お前の持っている笛をここで一つ吹いて聞かせないか。それだけはご勘弁ください。この笛には思い出が多すぎて涙なくしては吹けません。せっかくいただいた酒も冷め、後の寂しさが思い得られます。 ここの御所がまだ焼けない前に、親姻とお約束しながら、ついに虚しくなったことを、朝鳥は思い出して言ったのであった。強いてとは文学も言わなかった。笛に求めなくても、焼け残ったところの木々や秋草の落ちこちには、鈴虫、くつわ虫、松虫、なし知らぬ虫まで、それぞれの自然の楽器に美音を競って泣きすだいている。 小さな月が真上に高くあった戦はこれきりでやむでしょうかいややむまいまだありそうですかと朝鳥はおののいた人間と人間が今のような我欲と犀牙を捨てないうちは文学はなお言った子が父を疑い 父がこう信じられなくなり、兄弟も祝哲もいつ旧敵となるかわからない。主従、友人の間さえ心が許せないとなったら、もう弓矢で戦わなくても、世はそのまま地獄よ。今度の乱は、地獄の火が人間の中へ吹き出してきたものだ。乱は静まったように見えますが、いや。 次の大乱をはらむ支度だ。新勢入道の枯烈無慈悲な政策はわざわざそれを訳すものだ。見よ、都はますます悪気下道の住みかになるぞ。恐ろしいことではある。納言の入道を一人がお悪いためでございましょうか。災いは遠く深い。 一人親善のためとは言えぬ。俺の中にもある。お前のうちにもある。はて、私やあなたのうちにも。あさとり、よくよく考えてみろ。人間とは困った生き物ではないか。こうしてらくしている酒のむしろを、誰かが土足で狼藉したら、お前も俺も黙ってはいられまい。 またお前が大事にしている笛を奪うものがあったら、お前とて私力で取り返そうとするだろう。それに、二人は孤独だから妻子への愛着もないが、あれば、う愛も生じ、猛愛のあまりには何を考えるか知れたものではない。なくてさえ、五条や害はやたらに動く。釈尊に言わせると、 人間とは一日中に何百遍も菩薩となり悪魔となり絶え間なく変化している全身悪心両面の危なっかしいものだとあるそれが貴族から小じまで食い余るもの食えないもの寄り合い自体の世の中だ一つ間違えは血を流すのは無理もないでは人間すべてが悪くて 悪くない人間はいないことになりますが。と、そのくらいまで人間が皆自分自分を恐れれば無事なのだが、この文獄からしてそれができない。ややもすれば情に激する。腕力がいけないということですかもちろんだ。けれど人間にとって何よりの毒は権力だよ。 権力の魅力というものほどまか不思議な毒はない。この毒をなめた人間が乱を起こす、あるいは乱を仕向けられる。近くは宇治の悪者夫親子、矢ごとなき恩方の左右の心、見る目にはアデニオ麗しい悲品や女郎に至るまでも、 権力の中に生かされれば三歳の妖廷すらも時には権力争奪の傀儡になる。しかもこの権力や妙利の欲は世を救うと称する相談の山にも一の秋生の仲間にも江口の遊女のうちにも小記の群れの中にさえあるのだ。なんと厄介な俺たち人間ではないか。 はじめは麻鳥のためにと言って組み始めた酒であったがいつの間にか文楽は一人次一人のみまた一人で人間厄介論をしゃべりまくっている麻鳥は途中から気のない顔をしてしまった彼には文楽が言うようにそう厄介な本性というものを自分の中には見いだせないからであったけれど 文学の流々たる肉体と心には彼の言うところの厄介性が一一倍隠されているに違いなかったそれを持て余している苦悶の告白と聞けば聞けないこともない二人はやがてごろりと横になった一睡して文学は夜半にここを出発した 例の老いを背負い竹杖をつき三条河原へ出て浅瀬を渡り対岸の闇へ姿を消していったそしてそれを見送ってから朝鳥が元の焼け跡へ帰ってくる途中であった烏丸六角の辻から三部王子へ向かって行くおびただしい松明の火口と陣馬の列を見た朝鳥はびくとした 理由なく小屋の陰へ走り込んで息を潜めた横になったが何となく眠りつけないしきりに不安が襲うてくるこの日ごろ彼は絶えず真因のご運命の成り行きを気にかけていた毎日町へ骨敷きに出ても噂に聞き耳立てていたのである頼長、為吉、忠政など 親印型の大物はほとんど処刑が終わったので、いよいよ近く朝廷では親印・ストック条項のご処分にかかるのではあるまいかと言われていた。が、親印にはすでに仁和寺へ入ってお串を下ろし、強人を示しておられるのであるから、朝廷でもそれ以上むごい追及はなされもしまい。 分けて史上後白河にとってはまさしく実の御兄上にも当たらせられる君である。しかしそれにしても忍なじには置かれまい。どこか落外の他の寺へご遊挙の形になるであろう。人々はそう憶測しあった。けれど弔儀はよほど極秘に行われていると見え、そのことに関する限り今日まで確実らしいことは何も漏れてはいなかった。 星や、朝鳥はふと考えた。身を起こして暁の星を見つめた。ひょっとしたら今の炎の行列はみんなじへ行く陣場ではあるまいか。急に足ごしらえをして朝鳥は三浦王子へ駆け出した。近道を取って漢学院の裏を抜け安井の大志道まで来るとさっきの赤い加工をいぶした長い列が並びが丘への田舎道をムカデのようにうねり曲がって 行ってくのが見えた次回は「です新平家物語」第78回講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は城春彦です「ルニンブネ前の日 クロードの佐生弁、スケナガは、この忍奈寺へ臨んで、直死です、と、神印の御前に朝廷の御処置を告げて立ち返っていた。明23日、佐ぬきへ移したてまつれとの林間であります。御支度の暇も今宵一夜しかありません。何かとお名残を急がせられ、迎えの人数をお待ち遊ばすように。 あれ以来謹慎して罪を待っておられた真因にも、これはあまりなと強い衝撃を受けられたらしい。潮地の彼方にル刑とはル刑とは信じられないように何度も呟かれた。お顔に血の色も引き、直死が帰った後まで送信したように打ち折れておいでになった。 ここにご遊ゅ中は、女房たち三名だけが許されてかしづいていた。彼女たちはこうと知ると、一つどころへ顔を寄せおうて泣き伏した。身もよもなく悲しみ沈んで。おいたわしい。あまりといえばおいたわしい。こんなむごいをしおきとは、と恨みあった。よんご、えいりょではありますまい。 誰が書くまで襲ネク新員の君を憎ませたもうものやら。狩り染めにも、かつては万丈の身くらいにも疲れ、昨日までも上皇でおわした御方を、ただの罪人同様、流罪にとは。まして、主上の御兄君を。鬼か、魔か。今の朝廷には、誰一人涙のあるお人もない。 泣いても恨んでも彼女たち三人とストクを一人の他は冷たい壁があるだけである。泣き腫れた目をしたまま女房たちがやがて食をともし夕下の禅をおすすめした。が、死因はお食欲もなく、さぬきへやられる前に仮想院の僧侶に会いたいが、と仰せ出された。 んなじのはからいで酔いの頃、仮想院の総上が見え、忍びやかに対談があった。新因の何よりなお心がかりは、一宮、御子、茂人の将来であった。総上の手元に置いて、一宮を出家させてくれよというお頼みがあったのである。仮想院の総上は朝廷をはばかって固くご辞退したが、お断りしきれずについに引き受けた。 この僧侶も、泣く泣く夜の暗い牢を下がっていった。その他思考するものもない。女房たちは見回りのものなど、わびしげにまとめ始めた。そのうち、まだ世も深い気配なのに、早くも門前には人馬の騒音が聞こえ出した。はや、迎えの陛下、そのようにござりまする。 門の外を眺めやると、地獄の迎えを思わせるような赤さであった。松明の遊園がそのあたりに立ち込め、武者や造人のあめき声や、義者のきしみや、馬のいななきなどが、騒然と慌ただしさを告げている。門が開かれ、自中も僧の足音に乱れ立ち、あちこちにほのぐらい灯しが点々と数を増した。と、 二人の武将が、死員のおられる小壺に立って、こう言った。これは、町名によって、道中の敬語を受けたまわる、追ったての役人、美濃の禅事安成と、佐渡の四部の大夫、重成の両名です。やごとなき恩方とは存じ立てますれど、直感のメシュたれば、敬語はもとより、何事も褐着申すわけに参りません。 お支度が整うたら、早々、あれなる感謝へお乗りください。死因は、やがて武者たちに導かれて、待ち設けている義者の方へ歩み出された。そして、物々しげな甲冑の兵や、怪しげな警理、番長などの男どもを見られたため、ふと軽い脳貧血を起こされたのでもあろうか。ああ、と、低いお声を漏らすと、よろめいて倒れそうになった。 あれお、危ないと、女房たちは後ろで身をもんで叫んだ。それらの女性は別の牛舎に乗せられ、死因も牛の引く感謝のうちへ抱え上げられた。かつてのみ幸には、苦行百貫を定常に整列せしめ、牙随身を左右にし、見車の輪だちにすら玉のまさごが敷かれたのに、これが同じ君の同じ生涯のうちの出来事だろうか。 世はうっすらとしらみかけた。この朝、この景色を道端や山門の横で見ていたたくさんな僧侶だの、お室の百姓だの、門前町の男女は皆涙を流して見送っていた。単純ではあるが、何か世の儚さや人間同士の憐憫にせかれて、真因のお気の毒さにも泣かれ、自分たちの身にも泣いている涙であった。 朝鳥もその中にいた。わなわな唇を震わしていた。普通の牛舎と違い、錬はなく檻のように板を打ち付けてあるので、真偽のお姿は見えもしなかった。群衆はほどなく思い深げに崩れ去った。朝鳥はただ一人立ち残った。そしてやがて先に行く警護の後から一人テクテク歩き出した。 どこまでも、どこまでもと列の後についていった。列はわざと落内に入らなかった。花園からおむ川に沿い、西七条、羅生門街と落外の悪路ばかり通ってきたので、感謝は揺れること甚だしい。中には、人根もなく、むしろが敷いてあるだけである。 おそらくは親人も揺られに揺られておつむりを打ったり、まろびかけたり、それに耐えておいでになったことと思われる。しかし、ある意味で、こういう本牢に遭われたのは、留人の門立ちとして良いことであった。なぜなれば、いやおうなく生きるに耐えんとするお心を、もう悠然とお心に持たれたことに違いないからだ。お心当たりは、 鳥羽の安楽寺院の道ではないか。おったての役人やある。安田り、重なりやある。真因は小さい覗き穴に恩命を当て、檻の中から急に叫ばれた。牛飼い牛を止めよしばし、車を止めてたまわれ護送の造人たちは高声で雑談したり、ぬかるみでは鞭を振るって牛の尻を叩いたりしているので、お声にも気がつかなかった。いやよ 彼の根もする飛ばでのお前いを早行き過ぎもしよう安成よ重成よ宮一生の願いを聞けこの車をしばしとどめてくれ激しく檻の中からお叩きになった。それで気がついたか、やっと牛の歩みが止まった。四季部重成と禅事安成の二人はすぐ駆け寄ってきて、何事にそろうかと牙のまま尋ねた。 死因ははやみ涙にむせみながら檻の中でこう仰せられた。ここは、コイのご墓所。安楽樹院の前ではないか。今お限りのお言葉を申し上げたい。情けぞ。わずかの間、身を車から降ろしてたまえ。さて、その儀はどうでしょう。 しげなりとやすなりは顔見合わせて返事もなかった。死因はのぞきあらにお顔の半分を見せて、頼むとおがまんばかりに仰せられ。今をおいては、再び父君のごぼしょにぬかずく日もあるとは思えぬ。夏、宝魚の恩今わにも馳せつけながら、ついに今生、一目の恩別れすら、あたりの人々に阻められてとげえなかった。 た不幸な溝や。頼む。頼む。つかのば。ご無所にもう出させてくれ。生類一つにしてのおすがりであった。けれど、おったての役人や武者たちは朝廷の意を恐れた。また、戦時の国言に遅れてはと、勘のめにも強強であった。真因はそれを聞かれて、では、 車の内からでもよい、車を近づけて賜れと求めてやまない。武者役人たちは合議の末、近道を行くと唱えて車を西門から入れ、南の門へやり通すことにした。その途中、古法王のご墓所に間近いあたりで車を止めた。牛を長江から外し、また檻の入り口を開けて、 車の正面を御陵の方へ向けたのであった。死因は車の上でひれ伏した。生まれながら何たるくしき宿命の親子ではあったろう。しかも身を従前の主たる帝王の質に受けて。恥ずかしい。残機に耐えない。これが、 世の上に立つ人間の親子なるものの形でしょうか。父法王の御霊とて安楽寺院の地下を出てまだ天井に安らいではおいでになりますまい。あなたのお子は、あなたのお子と都を焦土として戦い。その子は今羅刹の車に乗せられて、遥か塩路の恩国へ、 流されてゆく途中にあります。不幸の子、ストクの罪をお許しください。生まれて異なり父と仰いだ物心の初めからを思い出せば、真偽の恩胸には、突然と運命のいたずらに対する怒りやら、介護やら、死亡やら、無情やら、 知恵と本能とが乱れあって、人間の子には解決のつかないものが、ただ涙となって溢れてしまう。今は、何をお詫びするも申し上げるも、すべはありません。どうぞ、安らかにご冥福を遊ばすように。念仏は、 解決のつかないものに解決の妙音を心に聞かせるような落ち着きを助けるらしい。十遍、百遍、数百遍、照明を念じているうちに、あたりの松風が耳、頭、体中を吹き抜けてきて、死因は何かしら、明るく軽々としたお気持ちになった。 目を開いて三笹を仰げば、赤松の木々の肌に朝の薄ら火がちらちら輝き、山荘の宝刀は英語に人海を脱した超人のように黙していた。そして、そこの千本びさしの乱馬か洋楽の裏にでも巣を作っているらしい何鳥かの親鳥小鳥が、無心に塔をめぐり飛んでいる。死因は羨ましげに、 見とれておいでになった。来世は小鳥に生まれたやと、ふと思いになったのかもしれない。伏見、淀のあたりは、病として人縁もまだ開けていない。何話の巣から海の後ろが遡って、恐ろしくだだっ広い、そして乱脈な川幅であった。桂川もここへ落ち、鴨川も押し流れてき、 大きな沼田の吉野島田の巣の曲線も乱れ合い、縁としてまだ太古の水郷の面影を残している。遅いな時刻は過ぎたのに。淀の津に三蔵の船をつけて今朝から待ちもうけている一軍の武者があった。還付を受けて流人受け取りのため讃岐から出行してきた讃岐の国師末らであった。 参りましたと、船武者の一人が言う。どこへ来た見えもせぬが。いや、あちこちに佇んでいる農夫や漁師の群れは、にわかにざわめいて見えましょうが。間もなく、死因と女官を乗せた筆者は、大勢に守られて、ここへ着いた。樹漁型の末蔵は、真っ先に出て、寒布の挙地とは、一時の世も時刻が違った。こちらは、うなじの旅。 よしおや風の都合も測っていかねばならぬのに、こうくえては言いたく迷惑する。すぐ、流人たちを、あれらの箱船へ移されと、四国言葉もあらあらとせき立てた。新員も三名の女房たちもうろうろするばかりであった。今日のはずれのこの辺りに名残を惜しんでいる間もない。過去や船武者はもうほずらの調べを、火事の用意よと風の中で怒鳴り交わしている。そのうちに、 国司の末蔵と追った手の役人四季武重成とが何か口喧嘩みたいに言い合っていた。何護送の兵士が、昇華三百四人もついて来られたのかそれば、ただの罪人のお送りとは違うので、それにしてご行参な。たかが死因五一名に女房を三名をと思われ、お送りせねばならん。船のご用意は何隻あるの見た通り。 ルニンブ船は一層我ら警護の武者船は二層とても三百人など乗せきれんまず二十名ほどは受け取ろうその他は困る乗せようがないわさ要するに、相互で人員の予定違いが起こったのだ。月状が簡略すぎていたのである。総論してみても始まらない。 やむなく護送してゆく兵は二十四名に限ることとし、式部茂成も前治安成も、ここで新院においたまを告げ、あとは国師方の手へ委ねることになった。新院はいとどお心細げであった。けれど今は地方の一国師の命にも命のまま従うしかない。茂成安成の二人には、根行からのおことたちの情けは、 長く忘れないであろう。ありがとう。と、熱く御礼をおっしゃった。二人は体中が恥で熱くなった。既存の中の育ちというものはこんなにも生まれたままみたいに素直なものかと驚いた。忍那寺を立つときも途中も安楽寺院の場合でも情けらしい取り扱いは何もしていない。 心に情けは動いても感の聞こえが怖かった。それをあのように礼を言う、世辞や調子でなく心からおっしゃるのだ。今にさぬきの国史や四国の田舎人たちも同じような恥を感じ出すに違いない。四季武な成と善治安成はメシウドたるお人であることもつい忘れて地にぬかづいてしまった。 むくつけな武者どものお見送り、さだめしお辛かったでございましょう。我ら両名は、ここでお別れ申し上げますが、増式の長、兵衛の吉宗がさぬきまで御ともいたしますから、何事をもご不自由のことは吉宗に仰せ出されません。たとえ、一応の足に託されて流されても、是非ない尖人の身。 もう、不自由に思うまい。なんぞ、都のうちに、なお、おことづてでもしてほしいようなお方はございませぬか。もしや、三つ広法師が見送りに来はせぬかと、道々もよそながら気をつけていたが、ついに見えもしなかった。あの親子に大たら伝えてたも、止まれつつがなく、 ここまでは来たと。そして、さぬきへ渡ったと。はあその三弘、家広の親子も、うに囚われて残罪になり、もうこの世の人ではない。死因はまだそれもご存じないらしかった。二人は胸が詰まったが、かしこまりました。お会い申した時は、と。 お答えしておいた。国士末裾をはじめ、すべてさぬきまで行く者は皆、二層の船いっぱいに乗り込んで、しきりに丘に残っている者を水の上からせいていた。女房たち三名から先に船へ乗せ、新員もやがて重なりに手を助けられて、箱舟のうちに入った。船底には荒むしろが敷かれ、 しもべのむちいるような夜のものやわびしい木枕が置いてあった。ほう一尺ほどな明かり窓が箱館の左右に開いているだけで、中は潮臭く薄暗く、船虫がうようよ這い回っているのだった。直上だれば、船館の鳥は鎖をさせそして、友綱をといてもいいぞ彼方の船はもう岸を離れかけた。 その上から国志末つらが怒鳴っている。すると、人騒ぎが起こった。ルニンブレの万兵の一人が、仙具と友の箱小屋の間に、妙な子男が鏡が込んでいるのを見つけ出したのである。で、立ち所に襟紙をつかんで引きずり出し、その顔、その姿を熟死してから、この川小路め、何を飛ばどうて、こんなところへ潜り込んでいやがったかそれとも、我はカッパがいや、 カッパがもしれんぞカッパなら、カーへ帰れと、船べりから突き飛ばした。二層の船からは大勢が顔を出してこっちを見ていた。そしてどっと笑った。水音としぶきに死因はびっくりされて小さいり窓へお顔を寄せた。見ると、すぐ目の前の水面に真っ白な泡粒が煮えるような音をブツブツ立てている。その泡粒の中に、 朝取りが見えた。あの朝鳥が顔と手だけを出して夢中で何かアップアップ叫んでいた。叫びながら流されていった。次回は松風だよりです。新平家物語第79回講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読はジョー・春彦です。 松風だよりその頃の京都から讃岐までの船旅がどれほどはるけく嵐しく絶海を行く思いであったかは今からでは想像のほかというしかないあの淀川でさえその半ばを下って高岸の鳥海の里や江口の君たちが住む小村落を見いだすと早くも旅舟は即々と旅の衣を吹き染めてきたことであろう。 身を尽くしの加工を離れて須の裏を遠く見淡路の島影を波状に望めばもう加を百里の思いであったまして流人船に閉じ込められ再び都へ帰る日もありやなしといられいられ昼夜の波路を地方武者や小荒らしい番人に守られてゆく真因のお心細さはなおさらであった 日頃から救援の外にも出られずうなじのみゆきなどはなされたこともないおみは絶対的な社会からの隔絶感と追放者の赤猟とにお胸の内を噛みさいなまれたに違いないおそらくは小さい切窓のほか明かりもささぬ箱舟の内では朝夕万死が差し入れる食物もお口には通らず 不条のようなどもどうおすまし遊ばしたやらと思いやられる式によればぬき直島を経て松山の津へつかれるまでほとんどお眠りもとれなかったご様子であったというぬき松山の津とは今の綾歌郡坂出港あたりの地であるルニンブ船は8月15日ごろここへつき死因の御身柄は 国末辰らの手から長の俗領をあの高藤の手に委ねられた高藤は長の野田悠とも呼ばれ純朴な合理であったこのさっき薄明な旧皇帝を山里に迎え心から温かにお世話申したようであるとはいえ流忍たることに変わりはなく 親人と次女の助のつぼねほか二人の女房はひとまず松山村白峰のもと長明寺を廃所にあてられ寂しい月日を果てなく送るお身の上となった思いやれ都はるかにおきつなみ立ち隔てたる心細さをここの廃所での漁影の一種である和歌といえば 今度院の護送は極力密かにしかも急に果たされたことと見え利教の際お見送りにも間に合わず後で残念があった人々も随分あったらしいその中の一人には元院の北面の武者佐藤義清の後進採行奉仕もあった。 西行は院の恩母君大験門院をよく存じ上げていたしまたストク徳院がご不遇中の嘘を消すために直線歯科集団の「久安百種などのご編集をなされた頃も折々ご相談に預かっていた歌の道にも心優しいその君が御無本の張本人と呼ばれ 浅ましいメシュードとなり果てられたのを見西行はどんなにその君のために惜しみもし残念あったことか知れまい。時勢と人心の行くところはいつかはこんな乱にもなろうとは彼が出家した頃からすでに予測されていたことである。もし一人でも保湿の良心がいたならばこんなことにもなるまいにただ一人の真実な人すらいなかったのか。 西行の思いは心ある人々の皆思うことだった。けれど真実な人間は皆長病から遠ざけられていた。あるいは西行や大原の若年やその他の例のように自ら去って三夜に余生を託してしまった。一目お名残を惜しむこともできなかったことの残念さよ。なんとかよそながらでも。 聞こえまいらす頼りのすべはないものか。その後西行はいろいろ心を砕いた末、権玄あじゃりの名を借りて、院の廃所まで一首の歌をお送りした。それも厳禁のことであったが、野田悠の情けでそっと女官から院の御手元へ届いたのであった。西行の歌には、かかる世に、影も変わらず住む月を。 見る我が身さえ恨めしきかなとあったそこでのご生活は約三年ほどだった越えて平治元年廃所は府中の鼓が丘へ移された讃岐の国司の町から遠くない南方の小山である監視は以前に増して厳しくなった前のは仮廃所であったが 鼓が丘のは高級的な老うとして新たに土木されたものである山を背に柵を巡らし出入りは一つ木戸だった中に池をたたえ池の向こうに風雨をしのぐばかりな黒木造りの板屋ぶきができていた里人は木の丸御所とそこを呼んだ建物は粗末だが事業や柵は一生涯も二生涯も使えるようになっている 院はここへ移られるとすぐ助のつぼねへこう言われた。もう望みは絶えた。ここの造りは我が墓所のようにできている。白峰におられた間はなおまだ中央の政変でもあれば都へ呼び戻されまいものでもないと一縷の望みを抱いておられたらしいが今はと。 絶望のご様子であった。しかも以後の都の消息は都を断たれて以来知るよすがもなく初心はもとより外部との面接は一切禁じられていたここは海より久我路を二時ばかりのところにして田畑もなければ土民の家とてなし小山狭みたる懐に追縮を築き中にく一つ 門一つを立て外より鎖を刺す九をまいらすほかは人の出入りもあるべからず仰せ事あらば守護の兵士を通じ木台に疲労をせよとぞ申されける方言周囲このころから院にはめっきりご健康も衰えられとげとげしい身景色が常にうかがわれた。 陰湿な山陰の不正屋にばかりこもられて日の目にも当たらないため皮膚は老より青白く女な子はくぼませたもうて暴郷の鬼そのもののご総合とはな 菓子付きの女房がたそがれ時、魚油の日皿をかけたわびしい食材を京づくえのおそばへそっと参らす時なども、ふとすきもる潮風に院のお姿を仰いで、ぞくと危機に襲われることすらあった。つぼねえよ、今は秋か、冬か。そうした時、院の女まな子は盲念に満ちておられた。 うつつもなないお顔なのだ都の秋を恋、い宮廷生活の冬を思いそしてここでこのまま死ぬるみかと大脳の炎にくるまれておわすらしい帰りたい今一度生きの身のうちにひ <laughs> いては つれなき都の人々を思い出され世を呪う御心とならずにいられなかった。助のつぼ局はこの間あらゆる手づるを頼んで院の御斜面を仁和寺の発信能や関白系へすがってみた。けれど都の空からはたれのただ一片の頼りもあったためしはない。つぼねはどうかして院の御心を和らげたいと思った。 和歌の道をお勧めしても自然や人生の楽しみを読み出られるわけもないやはり仏道こそ真意のお苦しみを下脱する唯一のお救いであろうと考えたそうだよういさめてくれた忘れよう忘れよう 真吟も時には猛気の手から離されたように、突然と悟りに近いお言葉をはかれる場合もある。そして、我と我が心の姿に、あさましいと、残機の恩涙を注いで、ひねもす図京三昧に潮の根や松風と共に静かに暮れる日もあるにはあった。そうしたご発信から、 五部大乗経を日課に写経され始めた。一筆一筆、大分な経典を念ずしながら、根気よく謝辞してゆくのである。といつか心が統一され、亡念も怨恨も執着も精進の御机に近づけなくなる。ここしばらく、廃所生活はそれ一つに注がれた。 ほうのお色もよくなり、お心もしだいになごませられ、ときにはことを掲げて、社協に夜を忘れておわすこともままあった。ご日課は数年にわたった。その間に、自己の凡身を懺悔し、自己の猛から世に災いした罪を浴びて、せめて御章の菩提を祈ろうとなさる。 人間最後のいじらしい落ち着きにも向かっておられるように見えた。人とせの秋、木の丸御所の上に月のさえている夜更けであった。その夜も写経に没頭しておられた真因はふと筆を大きになった。そして、助のつぼね、助のつぼねとお呼びになった。 鳴らせらせれますかつもねがまかるといやとかおをおふりになってよいにもきこえいまもまたきこえるようなここちがするみのきのせいともおもわれぬあれあのろうえいをふくふえのねをそなたのみみにはきこえぬかとおたずねになった。 助のつぼねも耳を澄ました確かに外の笛の音であるそれはだんだんに近くに聞こえてくるように思えるよすがらこの廃所の周りをあわして漏洩を吹いて巡り歩いているものがあるはて誰であろうかまことに 何やら心の惹かれることではございます。そっと通うてみぬか。かなたの者も,のもここの火を心当てに吹いているに違いない。ひょも木戸盛りの雅ではなかろうに。ぼねは仰せを報じて軒の外へ出た。木戸の外には番子小屋がある。 鎖のかけてある底の戸を坪根は内からほとほと叩いた。ありのままを告げて彼らの情けにすがってみた。国士や木大と違い彼らは素朴な土壌を持っていた。その者のが深淵のおそばへ近づくのでなければそして短い時間なら折り伏し夜もふけているし見て見ぬふりをしていようと許してくれた。 やがて横笛を持って徘徊していた遍路の若者が万死について導かれてきた。彼はそこでの調べに答えて「はいはい私は法名を蓮余と申しますが遍路に出ましたのをただたださぬきにわたってよそながらでも廃庶の君のご無事を仰ぎまたこの横笛の一水を おなぐさめにお聞こえ申し上げたい一年のためでございました。俗名は阿部の麻鳥と申し、霊人の家に生まれましたが、ゆえあって親陰にお仕えい,いたして、長野都市都御所の水森を務めていたものでございます。助のつぼねも麻鳥のことはかねがね聞いていたので、さてはと。 マロブがごとく矢の内へ戻って、森んのま前にそのとおりを掃除うした。何、朝さとや。おお、とりであったか。くを後ろに、し森んの魚影は、そこのぬれ縁の端までご自身、滑り出られて、ひたとお座りになった。縁の前も横の方までぐるりと池である。 木戸までの間に土橋が一つかかっていた。万のものから橋を越えてはならぬと言い渡されていたので、朝鳥は池向こうの草むらに平伏した。池の水には月が落ちていた。かなたの人影、こなたの影、いつまでももだしあった霧である。雨のように泣きすだいているのは、 虫ばかりではない死因は思い出されたご運命の核なる前に都の柳の水の御所で麻鳥に訳された一言である月のよい晩に一度お前の横笛を聞いてみたいね朝鳥はその約束をいつかいつかと誓っていたに違いない海を越え 危険を犯しこれまで来るにはどれほど深苦に耐えてきたことだろう死因は女医山中のことも思い出されて恩涙が止まらなかったそしてお口には出されないがかわゆい男よなぜ身が定位にあった時にこういう心根のものをもっと目に入れて 王者の慈しみをかけてはやらなかったろうかと過去のご自身を悔やまれたはるばる万難を犯してきて今積年の思いを遂げた朝取鳥であったが月の久しと水明かりに恩人影のほのかな気配を池越しに仰ぐとまずはご無事よ相撲の寸身もいささかは届いたことか 涙ばかり先に立って胸の思いなどは口にも出なかった彼は言葉を持って言う代わりにそこで横笛を吹いた笛は心から心へ言葉以上なものを語りかける細やかな感情は持たないような晩の田舎武者たちすらなぜということもなく皆涙を垂れた 家のうちのほのぐらがりによりおうていた佐のつぼねや女房たちは言うも愚かである。なおさら死人のご感動は言うまでもない。やがて月傾いて人もほかげも笛の根ももうそこになくなった。閉じられた雨戸に松風がガタガタ鳴るだけだった。おいとまを告げて 振り返り振り返りそこを出た麻鳥の影もいずこともなく立ち去っていた廃所8年の間信印を敷きして都からここを訪れそしてお目にかかって帰ったものは彼一人であったという次回は「白峰紀行」です。 新平家物語第80回講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は上春彦です白峰貴公五部大乗京の御社京は三年余りの新血のご結晶としてやがて終業されたとともに新因は極めて自然な御望みを抱かれた これは、自分の悪心会議のため、また財合の償いのため、1100一一日の間、身を苦しめ、心を責めつつ、1年菩提を規制して乗車し終わったもの。かかる廃所に口捨てさすもわびしい限りよ。せめては人の世の賠償の根もする物格の知恵備えたい。願うらくは、 父鳥羽法皇の常志江に眠りておわす安楽樹院の一宮の土とともに置きたい。そこに置かれたならば、御所までの恩詫びともなり、どれほど自分の心も安らぐか知れまい。おぼし召しは木代から国志杉浦を通じ、御社教の数官と合わせ、長文の祖願書となって都へ送られた。 これについては、院のご兄弟たる仁和寺の発信能をはじめ、密かな同情者も朝廷の長居を得ることに随分運動したこととは思われる。ところが、やがて漢の意向は、史上恩許しまし増さずと礼達し、発信能のご所上にも恩咎め重く負わせば、たとえご主跡たりとも都に近き地には置かれがたきよし。 あって心血の御社教数巻は日を経てそっくりそのまま突っ返されてきたこれを都へいたす時院には御社教の巻末に「はまちどりあとは御社に通えども三輪松山に根をのみぞ聞く」とお心込めた御影までを書き添えておられたのであるそうしたお歌の心はもとより組まれず 今は真心を込めた懺悔の形見すらも都の端へと置くのは許されないというのだ。あくまで暴境の鬼となって収穫にしせよというのだ。なんたる無慈悲、むごさ、冷たさ。無念だと、死因は形相をお変えになった。 このあまりな衝撃の刹那から真因のご真理はまさに八強に近いご用体になられたと言っても過言ではない。さもあらば五将までの敵やござんな まなじりを咲いて都の空へ叫ばれもしまた壁へ向かってそこに何者かを見られるごとく罵りたけっておられもしたよしわれを無限のまどりおとさんとなら落とすもよしわれもこの凶問をまどりへこうしまえんの困惑となった。 恨みを散ぜずにおかぬである助のつぼねや女房たちは恐ろしさあさましさに陰の左右に取りついてさまざまおなだめしたもののがんとしてお聞き入れはなくいよいよ小金を荒ら,らげたもうて聞けよぼじたちも そもそもは善の会魚を思い立ち発信一芸のなりわいとして勤めたゴムの大乗教乗者ではあったが都の借地へすら入れるを許さずと腹はなりかせんむしろ今日魔界に投げ打ってこの身そのまま日本国の大悪魔となりもしてみせんぞと 泣きすがる女房たちを突き抜けたまい、十郎を断ち切って辺りへ投げつけられた、そしてなお凄まじいお独りごとに、やおれ、思い知れや我場所とならば、王をとって仮眠と出し、仮眠をとって王と出し、この国によよ、見られをなさ 御自ら舌を噛み切り、血をもって教官の送り、制限を決勝遊ばしたといわれている。その日以来、信玄にはぐしも剃りたまわず、爪も切ることなく、柿色の汗たる身衣もをほころびに任せ、夜も昼もただ悪年三いに都の方を呪い、大魔王になって、長病のやからに思い知らせんとのみ、祈りに。 祈っておられたという <s 此 Harriet> 都では院の不穏なご日常を知って急遽平の左衛門の城を安りを下し廃所の城を見てまいれと言いつけた安りは御見舞いと称して院の御座所へまかりこわごわ御障子のうちをうかがいたてまつると柿色の屋根衣を召され 髪もおどろりつめながながとはやしたまぎれもなきすとくのきみがおちくぼんだおんまなこをはったとこらたへむけて「誰だれだやすよりか!」とだいかつあそばしたのでやすよりはみもこころもいすくんでしまいなんのそうもんにもおよばずわななきふるえてにげかえったということであった。 讃岐院は生きながら天狗の姿におなりになったなどという囲碁の都の取り沙汰はおそらくこの安りや従者などの口から言いふらされたものかもしれないかくて死因は間もなく廃所のすむろの上に骨ばかりな肉体を残してしようつしおからお亡くなりになったんるの日から8年目の 長官2年の8月26日である御年時に46歳別に直問下校誌のこともなく白峰の一角で煙になし立て祭り垂れ知らぬ間に葬られたおよそ人間のこの不幸は地上無数といえるが さぬきで果てられた死因の君ほど悲惨なご障害はまれである。しかもひとたびは天皇の御位につかれ、禁止ように肉身のご縁も多く持たれながら、小時期のこと生まれたよりは、あわれな、ひ人間的な、そして救いのない恩命の終わりを、怪しいカビのごとく史上に残しておしまいになった。死因 皆同一のお方のことであるがやがてこの君の崩御のありさまが一般に聞こえ渡るとその当時からして早くも「あれも院のご怨念に違いないこれもサヌキインのたたりであろうぞ」と世の乱れにつけ皇室のご付与につけ天変地異までも人々はすぐそれを言い合った。 おぞけをふるって恐れたものである。方言の乱がやんで中2年を置き、すぐにまた平時の乱が都では起こっていたので、それはまだ死因がご在世中だったにもかかわらず、その後たちまち、ああしたことも、ストクインののろいぞよ、生き量のなせる技に違いない、とみないった。以後、讃岐院の思い出には、 長く一種の陽気が伴った世人の胸にたまらない暗さ悲しさ恐ろしさを植えつけた人間犬猿と現世地獄感を深くした。超えて忍安三年の初頭の頃白峰のお墓所のほとりに一人の旅僧が佇たずんでいた。この秋 都を出て四国を遍路してきた西行法師であったこの時西行自筆の寄稿によると「白峰というところに尋ね参りハベリ氏に松の人村茂れるほとりに杭回したりこれなん御墓にやと書き下されて物も覚えず昔は目の当たりに見立て祭りしことぞっかし」 清涼死神の間、百貫に貸し付かれたまい、高級工房のうてなには、三千の美水のかんざし、鮮やかにて、御まなじりにかからんとのみ、行政したまいしぞかし。兄思いきや、今かかるべしとは。一転の君、万丈の主も、しかかくのごとし、宮もわらやも果てしなければ。 行為も願わしきにあらず、ただ生きて止まりはつべき物価の円満のみぞ、ゆかしくはべる、とにもかくにも涙ながらに。よしや君、昔の玉のとことても、かからん後は何にかわせん。 西行気候の平峰の下りはなお長文である。おそらく西行は松落ち葉の下に膝を抱え冬日の薄づくまで思いを世の水位や春秋の人々にはせ巡らしていたことだろう。彼がまだ院の武者どころ佐藤義樹をたりし若年頃には彼自身が書いている通り目の当たりに見立て祭りしことぞっかしと。 思い出される真因の君であったいな若き美しき商店師須徳天皇の御世であった西行のまぶたには全てが幻影のようである彼は旧妃にもいささか通じているこの君のこうなった宿命のもとを遠くに尋ねると須徳の御母 体験門員将校をめぐっての、白川とば両院の御中高いこそ第一の会員よと、お恨みせずにいられない。また、美福門員の女性的変質が、いかに権力欲の猛者たちにとって、ジョやすい災いワザワの門であったかも、心を寒うして振り返らずにいられなかった。まことに、 邪神作望家の上手べき機械と恩賞がそこにあった。痛ましいかな。まことに時代の業がなせる生贄の君では負わされた。あまりに御意志のお弱いがために、人医の栄華が必然に生む悪因悪がを、おみ一つに追いたもうて、世の犠牲とは成り果てられた。 黄昏かかる白峰の小道を西行は小江へ寒々と降りていった彼には今夜の宿のあてもない一晩のかゆが自分を待っていてくれるかどうかもわからないけれど心に何の不安もなかった近頃世情ではストクインの呪祖ということがまたしきりに言われだし今なお 我大魔王とならば王をとって仮民となし仮民をとって王となさんと断末魔に言われたというお言葉などが耳新しく繰り返され人とな恐々たるものがあったが彼にはそんな苦労もなかった今日の野菊の歌を心の中で遂行し明日の旅の紅葉を思い夜の道さえ楽しくてならなかった 次回は江口の君たちですよろしければいいねの評価とチャンネル登録をお願いしますチャンネル登録は画面右下のザのマークからどうぞ